狂気の山脈にて。H.P. ラブクラフト。ザ・クリエイティブキャット訳1。理由を知らぬ科学者たちが忠告を聞き入れなかったため私はこの陳述を余儀なくされた。現在意図されている南極への侵入。 大規模な化石狩りと大掛かりなボーリング及び太鼓の万年氷雪の誘拐等を伴う計画に反対する理由を述べることは、全くもって私の意に反するのだ。私の発する警告が無駄になるかもしれないと思うと、なおさら気が進まない。私はリアルな事実を開示しなければならないのだが、それらに対する疑念は当然起こるべきものである。だが、途方もないもの。 信じがたいものを覗いてしまえば後には何一つ残らないだろう。これまで発表を見合わせてきた写真。通常の写真も航空写真もあるのだが。それらはいまいましいほど鮮明かつ写実的なので私に味方してくれるはずだ。それでもなお。それらは巧妙な捏造が可能な遠距離撮影であるため疑われることになろう。インクによる線画は無論のこと明白なペテンだとして馬鹿にされて終わりだ。 美術の専門家を同目させ、当惑させる技巧上の得意性にもかかわらず、最終的には科学界の指導的人物たちに判断を委ねる必要がある。一方で私自身のデータが持つおぞましくも信頼に足る進化を、大いに当惑するような原始神話群の光に照らして評価できるだけの自立した思考を持ち、また他方で世界の探索者たちに対して、 かの狂気の山岳地帯に押し寄せや心的に過ぎる探査計画を試みることのないように思いとどまらせるだけの影響力を持つ少数の科学者たちだ。激しく突飛でありまた高度に論議を呼ぶタイプの事柄が関わる場合、私自身や同僚を含め小さな大学にしかつながりのないどちらかというと日陰者の研究者が、世人に印象を与えられる機会をほとんど持たぬことは不幸な事実である。さらに、 主に関係してくることになった分野において我々が厳密な意味での専門家というわけではない点が不利に働く。一地質学者として、私がミスカトニック大学調査隊を率いた目的は南極大陸の様々な地点の深い地層から岩石と土壌の標本を採取することに尽きるのであって、これを本学工学部のフランク、H、E ボディ教授の考案になる注目すべきドリルの力を借りて行おうとしたのだ。 それ以外の分野におけるパイオニアになろうなどと思ったことはなく、ひとえにこの新装備を用いてすでに探索された経路上の異なる地点をいくつか当たれば、従来の採取法では到達できなかった種類の物質を白日の下にさらしうるだろうと踏んでいたのである。我々の報告によって周知となった通り、ーボディ型掘削装置は、その軽量さと過半性とに加え、 通常の掘り抜き用ドリルの原理と円形小型ソギガ岩機の原理とを組み合わせる能力によって、高度が様々に変化する地層にも柔軟に対応できる点で独創的かつ革新的だった。鋼鉄製ドリル頭部、連接棒、ガソリンエンジン、折りたたみ式木製デリック、葉っぱ道具一式、ケーブル類、ハイド除去用オーガー、 幅 15cm 強全長 300m 強までの掘削穴に対応できる連結式パイプ、および必要な付属品を合わせても7通りついぬそり3台で運搬できる重量に収まっていた。これはほとんどの金属部品に巧みなアルミニウム合金を用いたため可能になったものである。南極大陸で必要となる恐れるべき飛行向けに P ボディによって設計された燃料加温装置および急速指導装置を装備する特注の大型ドルニ液。 を4機用持ち入れば、我が調査隊のすべてを代表艇の縁に設営された基地から内陸の交通合な種樹の地点へと空輸することができ。そこから先は適切な犬反り隊が役立つことになろう。我々は南極の柿一階の間に、どうしても必要とあればそれ以上かけても、でき得る限り広い面積をカバーする計画で、主として山岳地域とロス海南方の高原で行動するつもりだった。 シャクルトン、アムンゼン、スコット、及びバードが主樹の程度まで探検した領域だ。航空機を用い地質学的に意味のあるだけの距離を置いて次々にキャンプを移動していけば、前例のないほど大量の物質。特にこれまでのところ南極からはわずかな範囲の資料しか得られていない先カンブリア紀の地層のものを発掘することができるだろうと期待していた。我々はまた、 より浅い層にある種の化石を含む岩石を可能な限り数多く採取したいと思っていた。この氷と死が支配する高涼たる領域における最初期の生物史は地球の過去についての我々の知識にとって最高度の重要性を持っているからだ。かつての南極大陸は温暖なあるいは熱帯性ですらあった地で植物や動物で溢れていたのだが現在はそれらの中で地位類、 海洋動物賞、綱、ペンギンが大陸北端に生き残ってるだけだ。という説は広く知られており。我々はこの説を拡張し、多様化、精密化、詳細化したいと望んでいたのである。簡単なボーリングで化石を含む兆候が見られたら、適切な大きさと条件の資料を得るため、葉っぱによって海鉱部を広げるつもりだった。 ボーリング可能な深さは上部の土壌や岩石の様子によって異なったのだが、地層が露出している。内視は露出仕掛けている地点でのみ行うことになっていた。必然的に斜面や両線部ということになる。標高の低い水平な部分では硬い表層の厚さが 1km 半から 3km に及ぶからだ。相当量の単なる氷を掘り進むなどといった無駄なことに費やす余裕はなかった。 それでも P ボディは、一連のボーリングを原曲した面積の中で互いに近接させて行い、それらの中に導電極を埋設してガソリンエンジン駆動の発電機によって電流を流し、当該地域の氷を溶かす計画を進めていた。この計画、我々程度の調査隊では試験的にしか実行できなかった。こそ、来るべきスタークウェザー、 ムーは調査隊が追試しようとしているものなのだ。我々が南極から帰還して以来表明している警告を無視して、一般大衆がミスカトニック大学調査隊を知っているのは、アーカムアドバタイザー、シア AP 通信向けに頻繁に行った無線による報告を通じてであり、また後になってピーボディと私が書いた論文を通じてである、調査隊は、本学からの4名、ピーボディ、 生物学科のレイク、物理学科のアトウッド、気象学者でもあった、及び私であり、私は地質学科を代表するとともに名ばかりの隊長であった。に加え16名の助手がいた、本学大学院生7名と熟練した技術者9名である。この16名中12名は飛行機の操縦資格を持ち、2名を除く全員が無線通信の有資格者だった、ヤナガピーボディ、 アトウッド及び私同様にコンパスと六分儀による工法を理解していた。さらに、もちろんのこと、二隻の船、元は木造の捕鯨船だったが、氷の多い海域向けに補強してあり、補助蒸気機関を搭載していた、には十分な乗員がいた。ナサニエルダービーピックマン財団が、何件かの特別な援助を得て、遠征資金を調達してくれた。それこ、 さほど世に知られていなかったにもかかわらず我々は準備万端整えることができたのだ。犬、ソリ、機器類、キャンプ用具。分解した5機の航空機がボストンに配送され、そこで船積みされた。我々の装備は今回の目的に即して驚くほど良好で、補給、健康維持、輸送、および設営について極めて優れた先人たちの経験を参考にすることができた。 我々自身の調査が、それ自体は十分に大きな規模だったのだが、世界の大衆からほとんど注目されなかったのは、彼ら先達たちがあまりに数多くまた名高かったためだ。新聞記事に適法の通り、我々は1930年9月2日にボストン港を出版し、沿岸をゆったりと下るとパナマ運河を通過、サモアとタスマニア州ホバートに寄港し、 校舎にて最後の物資を積載した、調査隊の中でこれまで局地に赴いた経験のある者はいなかったので、皆、船長らに頼るところが大きかった。ブリップ船アーカム号を指揮し海上隊の指揮官でもある J.B. ダグラス船長と、バーク船ミスカトニック号を指揮するゲオルクトルフィン船船長。二人とも南極水域におけるローレンの捕鯨者だった。 住民のいる世界を後にするにつれ暇しに太陽は低く低く北に沈んでいき、より長く長く水平線上に止まるようになっていった。南位62度付近で最初の氷山、垂直に切り立った側面を持つテーブル状の物体に包着し、その後流氷にだいぶ悩まされながら、10月20日、ふさわしくも奇妙なる祭礼とともに南極圏に入った。 熱帯地域における長い航海の後の気温の低下に私は並行したが、この先もっと厳しい震えが来ることになるぞと気を引き締めた、不可思議な大気光学現象に何度も魅了され、その中でも新気楼、こんなのは初めて見た、には驚くほど生き生きとしたものがあり、そこでは遠くの3階が想像すら及ばぬ宇宙的上閣の頂き従願と化していた。 幸運にも多量でも厚くもない氷を押しのけながら、南に67度統計175度の地点で我々は再び開けた海面に出た。10月26日、強烈な、陸打つ、が南に現れ、昼前には全員が興奮に打ち震えた、高々とそびえ立つ雪をいただいた途方もない山々の連なりが出現し、目の前いっぱいに広がったのだ。ついに我々は大いなる未知の大陸、 その凍りついた死が支配する謎の世界の賭博地に到達したのである。明らかにこれらのミネミネはロスが発見したアドミラルティ山地であり。我々はここからアデア岬を回ってビクトリアランドの東岸を下りマクマード湾に達することになっていた。エレバス火山のふもとにあたるその岸辺。南に77度9分の地点に基地を設営する予定なのだ。航海の最後の一漕ぎは戦列で幻想を呼び起こすものだった。 どこまでも連なる不毛の峰々が巨大で謎めいた姿を西にそびやかし、北からぼんやりと低く照らす昼の太陽が、またさらに低く南に霞む真夜中の太陽が白雪を赤く染め、青い氷と狭い水面とわずかに黒く露出した花崗岩の斜面に車高を注いでいた、恐ろしい南極の風が拖絶した山頂で完結的に吹き荒れ、 時としてその立道はそやで半ば意識的な笛の演奏をなんとなく思わせるものがあった。その音程は広範囲に及び、何か潜在意識かの記憶によって、私は不安を、また暗い恐怖感をすら覚えたのだ。その光景の何者かが異様で心出すニコライ・レイ・リッキのアジアの絵画を連想させ、さらにはもっと異様でありまた不安をかき立てる邪悪な伝説の地、 クルエルアラブ人アブドゥルアルハズレッドのネクロノミコンに述べられたかの連行源を思わせた後になって私は自分が大学図書館でこのおぞましい書物を目にしてしまったことをむしろ後悔したものだった11月7日我々はフランクリン島を通過し西方の産地が一時的に見えなくなった翌日 前方にロス島のエレバスさんとテラーさんの円錐型の山陽が現れ、その彼方にはタリー山脈が長い影を引いていた。今や東に向かって代表体が作る白く低い線が伸び、ケベックの岩の絶壁のように60メートル弱の高さまで垂直に立ち上がって、これが南への航海の最終地点となっていた。午後にはマクマード湾に入り、岸から距離を置いて、 噴煙を上げるエレバス山の陰に闘病した。スコリアからなる頂が東の空を背景に3800メートルの高さにそびえ、聖なる富士山を描く日本の版画のようだった。さらにその奥には白く幽霊のような標高3300メートルの旧火山、テラー山がそびえていた。エレバス山からの噴煙が完結的にやってきて、大学院生の一人、ダンフォースという名の聡明な若者、 は雪の斜面に見える溶岩様のものを指さし、疑いなくこの山こそが、1840年の発見から7年後に棒が一つの塩物した再イメージのもととなったのだと指摘した。せわしなき溶岩の流れ、溶を渦巻きてヤーネクを下る、ひるいなき曲の高みにて、うめき苦しみ声を上げつつヤーネク山を下る、 最北の極の領土にて。ダンフォースは機械な書物の乱読者で、ポーのことをよく口にしていた。私自身、ポーの唯一の長編、心乱す謎めいた、アーサー、ゴードン、リム、に出てくる南極のシーンのせいで関心があった。不毛の岸辺に、背景をなす高い評定に、 グロテスクなペンギンたちがガーガーなきヒレをバタつかせ、水上ではたくさんの海氷類がゆっくりと流れる氷海の間を泳いだり大の字になって漂ったりしていた。翌9日へと日付が変わった直後、我々は小型ボートを用いて苦労しながらロストーへと上陸を果たし、それぞれの船から一本の作具を引っ張っていって二股部位の要領で物資の荷下ろしを行うための準備とした。 我々に先んじてスコットとシャクルトンがまさにこの地点に上陸したとはいえ、初めて踏む南極大陸の土の感触は感動的でありまた複雑だった。火山のふもとにあたる凍った岸辺に設営したキャンプ把握まで暫定的なもので、調査隊本部はアーカム号を戦場に留めた。我々は掘削装置、犬、ソリ、テント、食料、ガソリンタンク、試験的な誘拐機器、 通常のカメラと木のカメラ、飛行機の部品、三台の貨、小型無線機、飛行機に搭載してあるものの他に、を含むその他付属品をすべて陸上げした。これらの小型無線機は南極大陸における調査予定地点のどこからでもアーカム号の大型無線機と交信することができた。船の大型無線機は外海との交信を行い、 報道機関向けのレポートをマサチューセッツ州キングス,スポート岬にあるアーカムアドバタイザー氏の強力な無線局に送信するものとなっていた。我々は南極における一夏の間に全作業を終えてしまいたいと希望していたが、それが不可能だと判明した場合、我々隊員はアーカム号で越冬することとし、海が氷結する前にミスカトニック号を北に派遣してもう一夏を過ごすための物資を確保する予定だった。 我々の初期の活動について新聞がすでに報道した内容を繰り返す必要はない。エレバスさんの投範。ロストーの数箇所での鉱物の発掘と、硬い岩盤であったにもかかわらずそれを比類のない速さでやってのけた P ボディの装置。試験的な装置による小規模なトール氷実験。ソリと補給物資を伴う手に汗握る大氷的の投範。氷的の上でついに5機の飛行機を組み上げたこと。 上陸隊、20名の男とソリを引くための55頭のアラスカ県の健康状態は大変に良好だった。もっとも、当然ながらこれまでの間、本当に破滅的な低温や大嵐に出くわしてはいなかったのだが、ほとんどの場合寒暖計は摂氏0度から20度ないし25度の間を上下していて、我々はニューイングランドの冬の経験からこの種の厳しい気候には慣れていた。 標定以上のキャンプは反抗級的であり、ガソリン、食料、ダイナマイト及びその他必需品の備蓄基地として供される運命にあった、手持ちの飛行機のうち4機があれば、実際の調査活動に必要となる資材を輸送することができたので、5機目は1名の操縦士及び船からの2名の水夫と共に備蓄基地に待機させ、調査用の飛行機を全て失った場合でもアーカム号との行き来ができるようにした。 後になると、装備輸送用の飛行機の割り当てに余裕がある時には、ベアードモア氷河の先、マクマード湾から 1000km から 1100km 南にある広大な高地に設営したもう一つの高級基地とこの備蓄基地とを結ぶシャトル便として1、2機を利用したものだった。高地から吹き下ろすゾッとするような暴風や嵐はほとんど常に問題になったのだが、 それでも我々は中間基地を設営しないで済ますことに決めた。こうすれば資金の節約になり。おそらくは効率的でもあろう。無線報告は11月21日に我らが飛行隊が行った息を飲むような4時間に及ぶ無着陸飛行についてごっている。我々は背の高い棚氷を越えて飛んだ。西方には大いなる峰々がそそり立ち。 発動機の音に応えるのは計り知れぬ深さの静寂だけだった。風の影響は大したことがなく。一度霧の試し会が遮られたがラジオコンパスの助けで切り抜けることができた。何位83度と84度の間で前方に氷標たる隆起が迫り上がって見えてきた時、世界最大級の谷氷河の一つであるベアードモは氷河に到達したことを知った。ここから先、 凍った海面が威圧的で山がちな海岸線に席を譲ることになる。ついに我々は最果ての南の地。白い悠久の死の世界へと本当に入りつつあるのだ。それを理解したまさにその時。遥か東に南千山の頂が4500メートルもの高さにそびえるのが見えた。南位86度7分、統計174度23分の氷河場に南方基地を聖氷に設営したこと。 ソリユキ及び短時間飛行によって到達した種々の地点における驚くべき高速かつ効果的なボーリングと発破作業。これらは歴史的な事業である。12月13日から15日にかけて、険しい南線山をピーボディと2名の大学院生、ゲドニーとキャロルが征服したことも同様だ。我々は海抜2600メートルほどの地点におり、 試験採掘によって雪と氷のわずか3.6メートル下に土の層があることが判明したいくつかの箇所において小型ト通る氷装置を駆使して張った用の小穴を開けダイナマイトで爆破したこのようにして我々は以前の探検家たちが思っても見なかった数多くの地点から鉱物の標本を採取することに成功したのだ各採取された先カンブリア紀の花崗岩とビーコン砂岩 この高地が南極大陸のうち大きな面積を占める西側部分と同一であって、南米大陸の南側に位置する東側部分。我々はこれがロス海とエッテル海との間の凍れる接合部によって大きな側と分離される。小さな独立した大陸を形作ると考えていた。とはいささか性質をことにするという我々の信念を裏付けるものだった。もっとも、 この仮説が誤りであることは後にバードによって立証された。ボーリング後、我々は葉っぱを仕掛け、を振るった。そのようにして性質を明らかにしたいくつかの砂岩には、極めて興味深い化石の痕跡及び断片があった。特に死だ、海藻、山陽中、海より、下から綱や複足孔、のような軟体動物。 これらは当該領域の原始時代の歴史との関連において真の重要性を持つと思われた。他にも、爆破によってできた深い海後部から掘り出した三つの年番岩の破片をレイクが組み合わせたところ、細かな溝を持つ奇妙な三角形の痕跡があり、一番大きな部分で直径が約30センチメートルだった。これらの破片は西の方、アレクサンドラ王飛山地近傍由来であり、 生物学者たるレイクはそれら破片の上にある奇妙な痕跡の中に極めて不可解かつ仏議をかもす何者かを見出したようだったが、私の地質学者としての目には水生岩に普通に見られる波紋様効果と考えておかしくないように見えた。というのも、そもそも粘板岩というものは堆積層が、作用により編成して生じたのに他ならないのであって、圧力それ自体が既存の痕跡に妙な歪曲効果を与えるのだから、 島上の圧根があったからといってそんなに不思議がる必要があるとは思えなかったのだ。1931年1月6日、レイク、ビーボディ、ダンフォースタ6名の学生全員、及び私自身が大型機2機に分譲して極点上空へと一気に飛んだ。途中一度突然の強風のために着陸を余儀なくされたが、幸運なことにそれは典型的な嵐にまでは発達しなかった。 論文に書いたように、これは何度か行った観測飛行の一つだった。他の観測飛行の間、我々は以前の探検家たちが到達しなかった地域に新たな地形学的特徴を見出そうと試みた。この校舎について言うと、初期の飛行は機体に背くものだったが、なんともファンタスティックで目を欺くような極地の新機能の華麗な実例を見せてくれた。 公開中に見えたのがその短縮版の予告編だったのだ。遠くの山脈が魔法の都市のように空中に浮かび、一面の白い世界が、真夜中の低い太陽の魔術を受けて、男性に今日の夢と冒険の国のような金、銀、黄色が混ざり合う世界に妖怪していった。曇り日の飛行はなかなか困難だった。雪の大地と空とが混然たる神秘的な乳白色の無と化し、 それらを分け隔てる地平線が見えなくなってしまうからだ。ついに我々は当初の計画を実行に移そうと決意した。調査用飛行機を4機すべて投入して東に 800km 飛び、分割されたうちの小大陸側に属すると信じていた地点に新たな前進基地を設営する計画である。結局その仮説は誤りだったものの、比較検討するために、 そこで地質学的な標本を採取できると好ましかったのだ。これまでのところ我々は最高の健康状態を維持してきた。缶詰、および塩ひたの決まりきった食事をライムジュースがよく補ってくれ。気温が総じて冷度を上回っているおかげで一番暑い毛皮を着ないで済んでいた。今は成果であり。大胆かつ最新に行けば3月までには調査隊としての結論を出し、 長い南極の夜を耐える辛い越冬を避けられるかもしれない。何度か西からの強風に襲われたが、応急的な飛行機を遠平号と思い雪のブロックによる暴風壁をこしらえた後ウッドの技量により、またキャンプの主要な建物を雪を用いて補強した結果、我々は損害を免れていた。我々の運の良さや効率の高さは、全くもって不思議なほどだった。外の世界は、無論のこと、 我々のプログラムを知っており、また同時に、西を、というか、むしろ北西を、調査したいというレイクの異様かつ強情な主張についても知らされていた。新しい全身基地に一歳月歳を移動する前に予備調査をしてみたいというのだ。どうやら彼は年番岩についていた三角形の島模様のことで随分深く思考を巡らせ、驚くほどラディカルな願望を持っているらしい。その模様から、 自然と地質学的年代との間の矛盾を読み取り、それが彼の好奇心をこの上なく鮮明化させ、同時に、問題の発掘された破片が明らかに属する西寄りの地下構造をめがけてもっと掘り進み葉っぱをかけたいという鈍乱な思いに沈遷させていったのだ。どういうわけか彼は、例の悪根が、極めて古い時代に遡る。先カンブリア紀でなければカンブリア紀の、 地層から得られたのにもかかわらず、何か未知かつ根本的に分類不能な大型有機体。それもかなり高度に進化した有機体のものだと確信していた。高度に進化した生命どころか、存在していたのは単細胞生物あるいは生前産幼虫程度のものでしかなかった時代だというのに、奇妙な痕跡のあるこれらの破片は5億年から10億年も昔に生まれたものに違いないのである。 全生物学と地質学に革命を起こしてやるというレイクの野心に触れなかったにもかかわらず、彼が北西に向けう増力さえ及ばぬ人類未踏の地へと出発したという我々の無線速報は、一般大衆の想増力を委く刺激したのだろうと想像する。彼はピーボディタ5名と共に、大きなプレッシャーリッジを乗り越えるサイソリが転覆し、二頭の犬を失うという汚点はあったものの、 1>, 1月11日から18日にかけて予備的な反り行きとボーリングを行い、姿勢大の年番岩をどんどん掘り起こした。どう見ても化石の痕跡だと思われるものが信じがたいほど古い地層からあまりにおびただしく見出されるため、私さえも興味を抱いたのだ。これらの痕跡は、しかしながら、極めて原始的な生物のものであって、その限りにおいては大きな矛盾とはならなかった。 それらを最も多く含む岩は疑いなく先カンブリア紀に属しており、生命の痕跡があるなどとは思いもよらなかったのだが、そのため私はなおも、時間をやりくりしながら進めている調査プログラムを一旦中断してほしいというレイクの要求がほぐせなかった。なんと飛行機を4機全機、多数の人員、全調査設備を利用したいというのだ。結局私は拒否権を行使しなかった。 その代わり地質学的なアドバイスが欲しいというレイクの懇願にもかかわらず北西方面隊には同行しないことに決めた。彼らが行ってしまっている間、私はピーボディタ5名と共に南方基地に残り東への大移動に関する最終計画を練ることとした。この大移動の準備として、すでに一機がマクマード湾から相当量のガソリンを補給し始めていたのだが、これはとりあえず待ってもいい。 私は一台のソリと九頭の犬を手元に置いていた。ほんの一字であろうと。人のすまわぬこの地。悠久の死が支配する究極の地に移動手段なしでいるのは賢明ではないからだ。誰もが記憶している通り。未知へと突き進むレイクの調査隊は機上の短波無線機から独自の報告を送ってきた。これらの報告は南方基地に置かれた我々の無線機と同時にマクマード湾に停泊中のアーカム号でも受信され、 50メートル波。で外部世界へと中継された。レイク隊の出発は1月22日午前4時。最初の無線通信を受けたのはそのわずか2時間後で、南方基地から500キロメートルほどの地点に着陸し小規模な通る合理とボーリングを実行中との内容だった。その6時間後、大変興奮したメッセージが届き、ビーバーのように熱狂的に働いていると伝えてきた。 浅いシャフトを一本沈めて爆破したところ、レイクに謎を投げかける元となった痕跡に近いものを含む破片がいくつか発見され、現場の興奮は最高潮に達していた。さらに3時間後、短い通信があり、烈風をついて飛行を再開すると言ってきた。私はこれ以上危険を犯すなと反対する旨メッセージを送ったが、レイクはそっけなく、今回得た新たな標本から見て、 いかなる危険も正当化されると返してきた。いくら興奮してのこととはいえ、これではもう反逆者だと思い。彼の軽挙盲導が調査活動全体の成功を危険にさらすとしても、もはやそれを止める手立てがないと考えた。だが、果てしなく暴風が吹きすさぶ邪悪にして計り知れない白い神秘へと深く深く突入していく彼のことを考えると私はおじけを振った。 その広大無辺で限りのない謎の世界はクイーン、メアリ、ランドとノックスランドとの間の、半ば知られ半ば想像上の海岸線まで約 2400km も広がっているのだ。そして、1時間半ほど後に、飛行中のレイクからこれまでの倍も興奮したメッセージが届いた。それはほとんど私の干渉をひっくり返し、同行しておけばよかったのにと思わせた。 午後一〇〇後、気丈、吹雪の後これまでになく高い山脈を見かけた、ヒマラヤ波、高原と運営る標高。おそらく南七76度15分統計113度10分。見渡す限り遠くまで左右に広がる。噴煙を上げる塩水火山が多分二つ。すべての峰は雪なく黒い。峰から雪を飛ばす強風のため操縦は困難。その後はピーボディも、 私を含む他の隊員も、息をするのも忘れたまま無線機にかじりついた、1100km 離れた巨大山脈のことを考えると、心の採用部からメラメラと冒険心が燃え上がり、私は、我々自身ではないにせよ、我らが調査隊がこの発見を成し遂げたことを歓喜した。半時間して再びレイクは我々を呼び出した。 モールトン機が麓の高地に不時着するも負傷者なく修理可能と思われる。必要ならさらなる移動のため備品を他の3機に移送するが、目下のところ大掛かりな飛行のようなし、山脈はいかなる想像をも量が、キャロル機の2を軽くしとんでみる。こんなのはとても想像できないぞ。最高峰は1500メートルを超えるに違いない。エベレストも尻尾を巻く。 キャロルと私が飛ぶ間にアトウッドが敬意義により標高を測定。地層の重層下から見て塩水は火山ではなさそうだ。先カンブリア紀の年番岩が他の層と混ざっているのだろう。スカイラインに奇妙な効果が見える。立方体が規則正しい区画を成して最高峰をめがけてよじ登っているようだ。すべてが低い太陽光線を浴びて素晴らしい赤金色に染まっている。 夢の中の謎の国家禁じられた未踏の神父世界への門のようだ。君がここにいて調査してくれたらいいのに。建前としては就寝時間に当たっていたのだが、無線に聞き入っている我々の中で寝床に行こう人しとわずかでも思う者はいなかった。マクマード湾でも状況はほぼ同じだったに違いない。そこでは備蓄基地とアーカム号がまたメッセージを受け取っており、 ダグラス船長は大発見の活中にある全員に向かって祝福の言葉を送信し、備蓄基地のシャーマンは心のこもった言葉でそれを指示した。もちろん我々は飛行機の損傷を遺憾に思い、容易に修復できるよう望んだ。そして午後11時、レイクからの次の一方がやってきた。キャロルと共に最も高い麓の丘の上を飛ぶ。 現在の天候では高い峰本体への飛行はしかね、多実をキス。上昇は恐ろしく骨が折れ高度の維持は困難だが、その価値はある。大山脈はがっしりして向こうは全く見えず。手法はヒマラヤ以上の高さ。とても奇妙。山脈は年番岩に見え、髪型に終局した多数の層がはっきりわかる。噴煙と見たのは誤り。 どちらを向いても見渡す限りの山々。6300メートルより上には注がない。最高峰の斜面付近に変な構造、背の低い大きな直方体のブロックがあり、側面が正確に垂直なため長方形の低い方類がまっすぐ立ち並んでいるように見え、アジアの古城が切り立った山肌を生い上がっている霊力の絵のようだ。遠望ですら印象的、いくつかに接近。 キャロルはそれらがより小さな区画を組み合わせて出来上がっていると考えているが、多分風化の結果だろう。ほとんどの稜線が崩れて丸まり、何億年の風雪と気候変化を受けてきたかのようだ。それらの部分、特に上の方は、山腹に見る断層とは似つかぬ明るい色の岩から出来ているように見え、明らかに水晶由来、近くまで寄ると数多くの洞窟の開口部があり、 いくつかは異常なほど規則的な外観。四角形ないし半円。君も来て調査しなければ。ある頂きで四角い宝類を見たと思う。標高9000から1500メートル。自分で操縦。おにぎり6500メートルまで上昇。悪魔に噛みつかれるように寒い。風が予備子か笛のような音を立てて洞窟を出入りするも現在まで飛行に支障なし。 そこからさらに30分、レイクは火のような勢いでコメントを送信し続け、ミネのどれかを徒歩投範したいという意向を伝えてきた。私は、彼が飛行機をこちらに回せるようになり次第すぐにもそちらに合流するつもりだと答え、またピーボディと共にガソリンの最適な割り当てを策定してしまうつもりだと言った。調査隊の性格が変わった以上、どこにどうやって物資を集中させるか決めなければならなかった。 レイクの行うボーリングは飛行活動に負けず劣らず多量の物資を必要とし、山脈のふもとに設営しようと計画している新たな前進基地にそれらを運び込む算段をせねばならないだろう。また、この火器は東への飛行を止めておいてもいい。この件に関連して私はダグラス船長を呼び出し、船から運び出せるものをすべて運び出し、 協定の上に一体待機させている犬反り隊に命じてそれらを荷上げさせてほしいと依頼した。未知の領域を飛び越えレイクとマクマードワントを結ぶ直行便こそまさに我々が確立すべきものなのだ。レイクワートに私を呼び出し、モールトン機が強行着陸しすでにある程度修理が進んでいる地点でキャンプを設営することにしたと告げた。表彰はごく薄くそこここに黒い土が見える。 調査のために犬そりを出したり山登りをしたりする前に、ここでまずボーリングと葉っぱをやろうと思う。と、彼は風景全体にみなぎる言語に絶する偉大さをごり、世界の変炎をなす壁のごとくに天へと伸びる大いなる静寂の峰々の影に佇む不思議な感覚のことを告げた、アトウッドの敬意義による観測によって、最も高い方の五つの峰の標高が9000から1万メートルと定まった。 地表の風が強いためレイクは随分苦労させられ、時折吹く。これまで一人として出会ったことのないほど荒れまくる妨害な大嵐のせいで一層ひどい状態になった。キャンプはより高い麓の丘が急に切り立つ点から 8km 余り離れたところに設営した。用事を片付けたらできるだけ早くくん全員でこの打ち捨てられたいような診療域に来てくれと彼がせかした時。 その言葉に潜む無意識の警告の響きを、1000km に及ぶ凍りついた虚空を超えて、呼んだ気がした。ここ数日の昼いなき早さと死死粉人の活躍の後、大いなる結果を見出した彼は、たった今急速に着こうとしていたのである。朝になって我々はレイク及びダグラス船長と共に遠く離れた三基地間の三角通話を持った。合意事項は次の通り。 レイク隊の飛行機を一気回して、私のいる南方基地からピーボディ。5名の隊員及び私自身を乗せると同時に詰めるだけの燃料を積んでいく。残りの燃料についての問題は東への遠征をどうするかに依存するが、レイク隊には差し当たってキャンプの暖房とボーリングに必要な燃料があるので、何日かの間は決めずに置くことができる。いつかは南方基地への補充を行わなければならないが、 東への遠征を延期するなら次の夏までここは使わないことになる。一方、レイクは新たに発見した山脈からマクマード湾まで直行する空路を探査せねばならない。長期になるか短期で済むかは事情次第であったものの、ーボディと私は基地を閉鎖するための準備をした。南極で越冬する場合、我々はここに戻らずレイクの基地からアーカム号まで直接飛行することになるだろう。 円水型のテントのうち何針かはすでに固い雪のブロックで補強してあり。我々はここを高級的なエスキモー村にするための作業を完遂しようと決意した。テントをふんだんに用意しておいたおかげで、レイクは新たな基地を設営した上で我々が合流しても足りるだけの数を運び出していた。私はレイクに無線で、今日いっぱい作業し一晩休息したらピーボディと私は北西に向かう準備ができるだろうと伝えた。 我々の労働は、しかしながら、午後4時以降は順調というわけにはいかなくなった。その頃からレイクが最も奇抜で興奮したメッセージを送信し始めたからだ。この日の作業は落胆から始まった。露出しかけている岩の表面に対して飛行機によるサーベイを行ったところ、彼が探している地層、 すなわちキャンプから手を伸ばせば届きそうな距離にぼんやりとそびえ立つ途方もない峰ミ々ネミネの大部分を構成している。原初の死生大の地層が全く見られなかったのだ。別件できた岩石はほとんどが明らかにジュラお及びコマンチキの砂岩。あるいはペルムお及び三上紀の硬い和であり。時々見かける黒く艶のある路頭からは硬いスレート状の石炭の存在が示唆された。 これらの観測はレイクをむしろがっかりさせた。彼の計画すべてが5億年以上前の標本を採取できるか非かにかかっていたからだ。彼の目にはこれが、自分が奇妙な痕跡を見出したし、盛大の年番岩の鉱脈を取り戻すためには、麓の丘から巨大山脈本体の急斜面に向けて長々とした反り行きを行う必要がある。ということを意味しているのは明白だった。にもかかわらず、 彼は調査における一般的なプログラムの一環として何か所か局地的なボーリングをしておこうと決断した。そこで靴削機を用意して5名の隊員を配置し、その間残りの隊員でキャンプの設営を完了させ損傷した飛行機を修理しようと考えた。見える中で最も高度の低いは、キャンプから400メートルほどのところにある砂岩、をまず採掘の対象として選んだ。 ボーリングは極めて順調で、葉っぱの助けも大して必要ではなかった。約3時間後、この掘削での最初の大型葉っぱ作業に引き続いて、掘削班の叫び声が聞こえ、若いゲドニー、現場監督だった、がキャンプに駆け込み驚くべきニュースを告げた。彼らは洞窟を掘り当てたのだ。ボーリングの早いうちから砂岩は白亜紀の石灰岩の鉱脈に石を譲っており、 そこからは小さなと嘘くらいの化石や、サンゴ、ウニ、スピリフェラ、時折石海面や海生石水動物の骨らしきもの、後者は魔ネ魚類、サメ、コウリ輪魚類だろう、が大量に得られた。これは今回の調査隊がこれまで確保できていなかった石水動物の化石を初めてもたらしたという点でそれ自体十分重要だったが、 直後にドリルがその地層を突き抜けて明らかに何もない空間に飛び出し、掘削者たちの間に新たな、急に倍する興奮の波が広がっていった、相当規模の葉っぱが地下の秘密を暴き、間口1.5メートル厚さ1メートルばかりのギザギザしたかい工部を通して、熱を帯びた探求者の前に今や石灰岩の浅い空洞が口を開けており、これは5000万年以上前、 かつて熱帯気候だった時の地下水が適化することによって形成されたものである。空洞になった層は厚さ2.1から2.4メートルを超えることがなかったが、四方八方に限りなく広がり、わずかに動く新鮮な空気が、この空洞が広大な地下世界の一部であることを示唆していた。天井と床は多数の巨大な小入石と石順で覆われ、中には中上に上下がつながったものもあった。 だが、他の何より重要なのは貝殻や骨の体積で、通路を塞がんばかりになっていた。中世代の寄生子だと竹、第三期の祖鉄の森、扇尾屋子、原始的な皮脂植物。これらのジャングルから洗い落とされた雑多な骨には白亜紀や死神聖等の動物のものが含まれ、古生物学の最高権威ですら一年がかりでなければ数え上げ分類することができないほどおびただしい量に登っていた。 軟体動物、甲殻類、魚類、両生類、爬虫類、蝶類、および初期の哺乳類だ。大きいのも小さいのも、基地のも未知のも、ゲドニーが叫びながらキャンプに走って戻っても不思議ではなく、皆が作業を放り出して刺すような寒気の中、新たに見出された地球内部への門、 失われた悠久の昔へのモンタル背の高いデリックへと一目散に駆けつけたのも不思議なことではない。レイクはひとまず好奇心を満足させるとノートにメッセージを書いて若いモールトンに持たせ、キャンプに急行して無線連絡を取るようにと命じた。これが発見に関して私が聞いた最初の言葉であり。そこで彼らが同定できたのは、初期の貝類、後輪類や万ピ類の骨、類や船ハ類の遺産物、 大型モササウルスの頭蓋骨の破片。恐竜の脊椎骨と装甲板。翼竜の歯と翼の骨。シソ鳥の残骸。中心魚のサメの歯、原始的な鳥の頭蓋骨。および太古の哺乳類の骨。例えばタレオテレッス。シフォドン。エオヒップス。オレオドン。チタノゼアだということであった。マストドン。ゾウ。真のラクダ。シカ、 ウシカの動物といった新しい動物は一切見られず。そのためレイクは最後の体積が生じたのは全身性のことであり。少なくとも3000万年の間、現在のように乾燥して生物のいない状態のママ外部との交流を経っていたと結論した。一方、最初期の生命形態の優勢ぶりはこれ以上ないほどであり、極めて得意だった。 ウエントリクリテッスのような指標となる典型的な化石を含んでいることから、この石灰岩は間違いなくコマンチ期のものだと断定でき、それ以前の年代のものは一つとしてなかったにもかかわらず、空洞に散らばっている破片には、これまで遥かに古い時代のものだと考えられてきた生命体が驚くべき比率で含まれていた。シルル、キナイシ、オルドビス、スキまで遡る原始魚類、軟体動物、 産後すらも、次のような推論が避けがたく成り立つ。世界のこの部分では、三億年もの昔の生命からわずか三千万年前の生命にまでわたる、顕著かつ無二の連続性が存在してきたのであると、洞窟が塞がった全身性以降いつまでこの連続性が維持されてきたかについては、無論のこといかなる推測もしかねる。何にもまして、五十万年ほど前、 この空洞の古さから見ればつい昨日だ。の更新世における恐れるべき氷河期の到来が、外界における通常の期間を超えて局所的に生き延びてきた原始的な生命形態のすべてに最後をもたらしたに違いない。レイクは第一報を送っただけでは飽き足らず、モールトンが帰ってくる前に次の速報を書き、雪の中キャンプへと送り出した。それ以降モールトンは木の無線機の前に陣取り、私に、 また外の世界に中継するアーカム号へと、通信を送り続けてきた。レイクは続々と伝令に追伸を渡し、それをモールトンが受け取った、新聞記事を追っていた方なら、その日の午後送信された報告に科学者たちが色めき立ったのを覚えておられるだろう。この報告こそが結局は何年かのコースタークウェザー、ムーア調査隊の結成をもたらしたのであって、私は今、 同調査隊が目的を達成するのを何とか思いとどまらせようとしているのだ。ここではレイクが送信してきた通りにメッセージを示すのがよかろう。我々の基地の無線技師である幕体が鉛筆書きの即帰から起こしたものである。爆破で生じた砂岩と石灰岩の破片からファウラーが最重要な発見。市政大の岩石に見られたものと類似の三角形の島上圧根がいくつか明瞭に認められ、 悪根のもとを作ったものが6億年前からコマンチキまで大きな形態学的変化も平均的な大きさの減少もなく生き延びたことを証明、あえて言えばコマンチキのものはより古いものと比較して明らかに原始的ない死衰退。報道機関に重要性を強調されたい。生物学における意義は、数学と物理学におけるアインシュタインのそれに匹敵。私のこれまでの研究と結びつきより大きな結論を導出。 私の推測通り、この地球には死生大の細胞に始まる基地のもの以前に、有機生命のサイクルが一内し複数回存在していたことを示すと思われる。それらの進化と特殊化は遅くとも10億年前、この惑星が若く原型質よりなる通常の細胞構造が生存し得ぬ頃、いつどこでいかに進化したか疑問。追加。 陸性及び海水の大型トカゲ類及び原子哺乳類の調査中に骨組織に対する特異な局所的外傷ないし損傷を発見。2種類。直線上貫通層と明らかな打撃による切層。あらゆる時代の基地の捕食性ないし肉食性動物に起因せず。きれいに保存された位置。2の例。損傷例多からず。キャンプから懐中電灯を取り寄せ。 小乳石を除去し地下探査を拡大する予定。さらに追加。奇妙な石鹸石の破片を発見。差し渡し約15センチ厚さ約4センチ。見える限り付近には類似した局所的構造なし。緑っぽいが年代判定の根拠なし。奇妙に平滑かつ形状が正。 先端が欠けた五芒星型に類似し内側の角及び中心部表面に割れ目。破損のない中心部に滑らかな圧迫痕。表面と風化が大いに好奇心をそそる。気まぐれな水の作用だろう。キャロルによると拡大鏡を用いれば地質学的に重要な付加的な痕跡を乱せると。小さな点の集団が規則性を持って配列。犬はこの石鹸石を好まぬらしく作業中不安げにうなる。 妙な匂いがあるか確認せねば、ミルズが伝統を持って戻り地下探査を再開し次第また連絡する。午後一丸一後、重大発見。オレンドルフとアトキンスが伝統をつけた地下作業中9時45分に全く未知の性質を持つ機械な樽型化石を発見。課題に成長した未知の海生放射総称動物でなければおそらくは植物。 組織は鉱物質の塩類により保護さる。比較のように丈夫だが驚くほどの柔軟性を維持。両端と周辺部に欠損根。端から端まで2メートル弱。中央部の直径1メートル強。両端は低パ状に30センチまで細まる樽板に当たる部分5箇所を膨大させた樽に類似。各膨大部の中央。赤道部から薄い茎が出ていたような破損箇所。 膨大部と膨大部との間の溝に奇抜な突起物。と魚かないし畳まれた翼で広げると戦場。一つを除いて激しく損傷しており。損傷のない場合の翼長は約2メートルに及ぶ。現初の神話の怪物の一つ。とりわけ、ネクロノミコン。に出てくる伝説の旧支配者を想起させる配置。これら翼は幕状らしく。 戦場の艦からなる枠構造によって広がる。枠を構成する艦の微小な開口部がよく端に見える。体部の両端はすぼみ。内部及び底からもぎ取られたものについての手がかりなし。キャンプに運んだら要望権。動植物のいずれか決定できず。多くの特徴が信じられぬほどの原始性を明白に。総がかりで鍾乳石を切断しさらなる標本を探索中。 損傷のある骨をさらに発見するも後回し、犬の扱いが厄介。犬はこの新しい標本に耐えられず、遠ざけておかなければズタズタにしてしまうだろう。午後1人3 0ダイヤー、ピーボディ、ダグラス、よく聞いてくれ、最高度の、超絶的な、と言ったっていい、重要性、 アーカム号はキングス,スポート岬局に即刻中継のこと。異様な樽型生物が死生大の岩石に跡を残した張本人。ミルズ、ブードロー、及びファウラーが開口部から12メートル離れた地下でさらに13体の集団を発見。先ほどのものより小型な奇妙に丸められかたどられた石鹸石の破片に混じっていた。今回のも五芒星型だが損傷はいくつか先端部が欠けたのみ。 有機体標本の内発体は全付属紙を含め明らかに完全。全部地上に運び上げた。犬からは遠ざけてある。あいつらはこの物どもに耐えられない。以降の記述に注意を払い性格を消すためリピートせよ。新聞に正しく伝えねば。それら物体は全長2.4メートル。長さ1.8メートルの樽上道部に5つの膨大部があり直径は中央部1.1メートル両端部30センチ。 暗解色。柔軟。極めて強靭。2.1メートルの同色で幕様の翼が複数枚。膨大部間の溝から生え。発見時には折りたたまれた状態。翼の骨組みは間内視線上。明るめの灰色。翼の先端部で開口。翼を広げると辺縁は巨死状。胴体に5個ある膨大部のそれぞれはタルバンのように垂直で。 樽の赤道部にあたる中央が突出しており、全部で5系統の柔軟な腕内視触手をなす。明るめの灰色。発見時は胴体に固く畳まれ伸ばすと最大長90センチ以上。原始的な海有りの腕に類似。角茎は直径8センチで、15センチ伸びたところで5本の細茎に分岐。それぞれの細茎は20センチ伸びたところで小さい先細の触手内視巻きげに分岐。 一本の茎から計25本の触手が生える。胴体上部にはずんぐりした球根状形部。明るめの灰色。エラを示唆する形態あり。上に五腕の人手の形をした明らかな頭部を乗せる。この頭部は虹色で長さ8センチのワイヤ状繊毛にてわる厚く丸々として、差し渡し60センチ。角腕の先端より8センチの柔軟な黄色い管が突出。 上面中央にスリットありおそらく呼吸口。角管の終端は休憩に膨れ。そこで黄色い膜がまくれ込み赤い光彩を持つガラス質の玉を包む。明らかに眼球。これより幾分長い5本の赤い管が人手型頭部の内角から始まり、同色の農場防台部となって終わる。この防台部は加圧するとベル型い後部を開け、その最大道5センチ。 突起物のような鋭く白い歯が一線に並ぶ。おそらく口。これらの管、線毛海星の腕はきつく下げられた状態で発見さる。管と腕は球根状の径と胴に巻きついていた。大変強靭でありながら驚くほど柔軟。胴体底部には頭部と類似した。しかし粗雑で機能をことにした対応物あり。球根状で明るめの灰色をした疑似鶏部。エラのしさなし。 緑っぽい五腕の人で配置。筋肉質を下1.2メートルの腕。徐々に低下し。道は基部11センチ、先端部6センチ。各先端部には小型で緑っぽい五脈の膜上三角形構造が一つずつ付着。長さ20センチ縁緯端で幅15センチ。これはヒレ足。ヒレ、ないし義足で。十億年から五ないし六千万年前の層から出た岩に圧根を残したもの。 海星型構造の内角からは60センチの赤い缶が生え、徐々に低下し、道は基部8センチ、先端部3センチ、先端に開口部。これらの部位はべて恐ろしく強靭で革のように丈夫だが極めて柔軟。ひれ足のついた1.2メートルの腕は海中か皮下は不明なるも疑いなくある種の移動用。動かしてみると驚くほど筋肉質である模様。 発見時これらの突起物は反対側同様に全て疑似形部及び胴体下部の上に畳まれていた。まだ動物、植物いずれの境に当てはまるか不明だが、今のところ動物界の方がありそうだ。放射相症動物がいくつかの原始的な特徴を失うことなく驚くべき進化を遂げたのだろう。局所的には否定的な証拠があるにせよ極秘動物との類似性は紛れもない。 おそらく快晴だと思われるのに翼構造が存在するとは謎めいているが、水中での舵取り機構か、対称性は奇妙なほど植物的で、動物の持つ前後方向の構造ではなく、むしろ植物に本質的な上下方向の構造を示唆、現在知られている最も単純なし盛大の原生動物にすら先行して起きた驚くべき早期の進化であり、 その起源についてはいかに推測しても当惑せざるを得ぬ。今回の完全標本と、南極圏外に存在したと示唆される原始神話中の生物との間に存在する不気味な類似性は否定し難いものとなった。ダイアートピーボディは、ネクロノミコン、お読み、その書物を元にしたクラーク・アッシュトン・スミスの悪夢の絵画を見たことがあるので、 地球上の全生命をじゃれないしは過ちによって生み出したとされる旧支配者について話しても理解してくれるだろう。学生たちは超太鼓の熱帯性放射総症動物のことを病的なイマジネーションたっぷりに扱い、おかしな想像ばかりしている。ウィルマースが話していた勇士以前の伝説的存在、クトゥルーカルトの眷属等のことも同様に、広大な研究分野が開けた。 付随する標本から判断すると堆積物は白亜紀終わりから死神聖始めのもので、その上には大量の石順が堆積。除去は大仕事だが強靭な体構造が破損を防いでいる。保存状態は奇跡的で、明らかに石灰岩の作用によるもの、現在のところ追加の発見なくも、後ほど探索に戻る。 14体の大型標本を犬なしでキャンプに運搬するのが目下の仕事だ。犬が狂ったように吠え立てるので安心してそばに置いておけない。運搬は9名の隊員で行い。3名は犬番。3台のソリをうまく扱わねばならぬが風がひどい。マクマード湾との空路を確立し物資の輸送を始めねば。だが、休憩を取る前にそれらのうち1体の冒険を済ますべきだ。 本物の実験室があればいいのに。ダイヤーは私の西への探検を止めようとした不明を恥じること。まず世界最大の山脈。次にこれだ。これが登場査隊のクライマックスでなくて一体何がそうだと言えるのか。私たちは生まれつき科学者だ。おめでとう P ボディ。君のドリルは洞窟を見出した。ではアーカム号。以上の記述部分を復唱してくれませんか この報告を受けた時の P ボディと私の感動はおよそ筆舌に尽くしがたいものだったし、仲間たちも負けず劣らず熱中していた。幕体はそれをブンブン唸る受信機から聞きながら急いで洋録を作成し、レイクの無線技師が送信を終了するやいなや即記録から全滅政治を起こした。皆がこの各時代的な発見の重大性を認識し、 私はアーカム号の無線技師が要求に応じて報告の中の記述的な部分を復唱し終えるとすぐ、レイクに祝福を送り、ついでマクマードワン備蓄基地のシャーマン、アーカム号のダグラス船長が私に習った、その後私は調査隊隊長としての注釈をアーカム号に送り、外部世界に中継させた、もちろん、こんなにワクワクする状況の下で休みを取るなど馬鹿げた考えであり、 私はただただ一刻も早くレイクのキャンプに行きたいと願っていたのだ。彼が山嵐が強まったためすぐには飛行できないと言ってきた時はがっかりした。だが、続く1時間半の間に再び興味をかきたてられ、失望感などはどこかに消えてしまった。レイクはさらにメッセージを送ってきて、14体の大型標本のキャンプへの搬送が完璧な成功裏に終わったと言った。物が驚くほど重かったため、 県民は困難な作業だった。が、9名の男が手際よくそれを成し遂げた。もった、何名かの隊員がキャンプから安全な距離に急いで雪の犬囲いを作っており、そこに犬を連れて行けば飼育が楽になるだろう。標本は、レイクが解剖してみたいという野望を抱いている一帯を除いて、キャンプ近くの硬い雪の上に安置した。解剖は予想以上に困難な作業と思われた。 新たに立ち上げた実験室用テントのガソリンコンロから出る熱を差し引いて考えても、選んだ標本、競争かつ無傷のもの、の組織は見かけによらず思いがけないほど柔軟で、比較に勝るとも劣らない強靭さを備えていたからだ。レイクは目標とする構造上の正確性をぶち壊しにしかねない破壊行為をせずに必要な石灰を入れるにはどうやったらいいか迷ってしまった。 確かに彼にはあと7体の完全な標本があったが、後に洞窟から無人像に供給されることにでもならない限り、不用意に使ってしまうには少なすぎた。それこ、彼はその標本を戻し、両端の人手上配置を残しながらもひどく潰れていて、大きな胴体の溝の一つに沿って裂け目がある別の一体を引っ張り込んだ。結果は迅速に無線で伝えられ、 確かに等惑と物議を醸し出した。異様な組織にほとんど歯が立たない器具を使ったのでは繊細さも精緻さもあったものではなかったが、得られたわずかな成果ですら我々を維持させ等惑さ,させたのだ。このものは科学の知るいかなる細胞からなったのでもなく。したがって現在の生物学は全面的に書き直すことになるだろう。無機塩類による痴漢はほとんど見られず。 4000万年前のものであるにもかかわらず内部の臓器は完全に損傷を免れていた。このものの有機組織は比較に類似した劣化せずほとんど破壊しがたい性質を本来的に有しており。我々の力では到底推測できない太鼓における無脊椎動物の進化サイクルに付随している。はじめ、レイクが発見した標本はすべて乾いていたが、温められたテントが解凍作用を及ぼし、 不快な刺激臭を放つ湿り気のある有機物が損傷のない側まで覆うようになっていった。それは血ではなく濃厚な暗緑色の液体で、明らかに血液と同じ機能を果たしていた。レイクがここまで作業を進めた時には、37頭の犬はすべてキャンプ近くの未完成の犬囲いの中に連れて行かれた後だったが、それだけの距離があっても、この刺すような拡散しやすい悪臭を嗅ぎつけ、 落ち着きをなくし、同盟な声で吠え立て始めた。この暫定的な冒険は異様な存在を系統樹上に位置づけるための助けになるどころか謎を深めただけだった。外に出ているメンバーについての推測は全面的に正しく。それらの証拠からしてこのものを動物と呼ぶにあたってほとんど何らのためらいもなかった。だが、体内を調べると植物であるとの証拠があまりに多く得られ、 その結果、レイクは絶海の中によるべなく投げ出される形になったのだ。それは消化と循環を行い、老廃物は海星型基部から伸びる赤っぽい管から排泄していた、奇妙なことに、その呼吸器は二酸化炭素ではなく酸素を扱っているといえ、また異ような空気貯蔵室があり、外のメンバーに付属する海口部から完全な発達を遂げた他の二つの呼吸システム、エラと気候、 へと切り替える気候があるという証拠があった。明らかにこれは両生類であり、おそらく空気のない状態での長期の休眠に適応していた。発生期間は四呼吸器と接続された状態で存在するようだったが、すぐには解決できない危険性を示していた。分節的な会話、ここでは音節を伴う発生を言うのだが、はまず考えられず、 広い音高にわたる音楽的な笛の水面のようなものだった可能性が高かった。筋組織は超自然的と言っていいほどの発達ぶりだった。神経系は霊クを玉げさせるほど複雑で高度に発達していた。いくつかの面でそやかつ原始的ながらも、このものは相互に連絡する中枢神経節を一揃い持っており、極めて高い程度の文化を証拠立てていた。 御用からなる脳は驚異的な発達を見せ、頭部のワイヤー状専門の一部は、いかなる他の地球上の有機体にとっても異質な要素に絡む感覚器として働いている形跡があった。おそらく5種類以上の感覚があったのだろうから、この者の,の生活習慣を現在の事例から類推する、ことは不可能である。この者は今日のアリア8のように、 彼らの住む原始世界において鋭敏な感受性と繊細に分化した機能を持つ生物だったに違いない。トレイクは考えた。生殖は因果植物。ことにシダ植物も類似で、よく単に奉子、があり明らかに洋状態ないしは全洋体から進化したものだ。しかし、現段階でこのものに名付けるのは愚行でしかなかった。見かけこそ人手に似ているものの明らかにそれ以上の何かだった。 部分的に植物だが4分の3は動物に本質的な構造を備えていた。形態の対称性及びその他属性から見て明らかに海洋起源であるが、後の順応がどこまで進んでいるかははっきりしない。結局のところ、翼の存在は奇跡であることを示唆してやまないのだ。いかにしてこのものが生まれたての地球の上で恐ろしいほど複雑な進化の過程を歩みし、盛大の岩石に足跡を残したか。 もっかのところ想像もつかない謎であり。そのためレイクは気まぐれに、星より滴たり落ち冗談ないしは失策によって地球生物をこねくり出した大いなる古き者どもにまつわる現初の神話を思い出すこととなった。それにまた、ミスカトニック大英語家の同僚である民族学者が語った外から来たりし宇宙的な丘の者どものことを、当然ながら彼は、 未だに低い進化段階にあった頃にこれら標本の先祖が例の先カンブリア紀の圧紺をつけたものかもしれないという可能性を考えたが、より古い化石の持つ進化した構造を考慮した結果、そのようなご都合主義的理論を即座に却下した。どちらかといえば、後期の形態はより高い進化ではなく衰退を示していた。義足の大きさは減少し、形態学的にも総じて粗雑化。 単純化していた。それ以上に、先ほど冒険した個体の神経系と所蔵器は、奇妙にも一層複雑だったはずの形態から退化してきたという示唆を与えたのだ。驚くほど随所に萎縮し痕跡化した部分が見られた。要するに解決済みと言えるものはほとんどなく、レイクはこのものに仮の名を与えるにあたり神話学に立ち戻って、ふざけたあだ名をつけたのだ。旧支配者、と、 午前2時30分ごろ、これ以上の作業は後に回して暫時休憩を取ると決意した後、彼は解剖した生物の標本を防水シートで覆い、実験室用テントを出ると興味も新たに無傷の標本を見分した。照り続ける南極の太陽の下でそれらの組織はわずかに柔軟性を増し、頭部の頂点や2、3の感情構造は巻き戻りかけていた。 だが摂置レードを若干下回る空気の中では今すぐ腐敗が起こる危険性があるとは全く考えられなかった。しかしながら彼は、未冒険の標本を直射日光から守るため、すべてを一塊になるように置き帯のテントをかけておいた。こうしておけば、発生するかもしれない周期を犬から遠ざけるためにも役立つ可能性がある。犬どもは敵意と不安を剥き出しにし、 現実的な問題になってきたのだ。かなりの距離を置き、高い雪の壁の陰にいるというのに。増員された担当者たちはせっせと働き住みかの周りにより高い壁を積み上げつつあった。彼は吹き始めた強風のために飛ばされてしまわぬようにテント布の隅を重い雪のブロックで押さえなければならなかった。巨大な山脈から激しい吹雪が襲ってきそうだったからだ。 南極の突風についての当初の不安感が復活し、アトウッドの監督のもと、テント群に雪を積み上げ、犬が恋を新設し、雑ながら飛行機の山脈側に風よけを作るといった対策が取られた。飛行機の風よけは半端な時間に硬い雪のブロックを積むことから始まったのだが、必要な高さには全く足りず、 レイクは最終的に他の作業を中断させて全員をこれに当たらせた。レイクがついに送信を終了する準備をし、風よけがもう少し高くなったら、彼の一行と共に休憩を取ろうと我々全員に呼びかけたのは4時過ぎのことだった。彼はエーテル越しにピーボディと仲良く雑談を交わし、発見にあたって彼の助けとなった真に驚異的なドリルのことを繰り返し褒め称えた。 あとウッドもまた挨拶と3時を送った。私はレイクに温かい祝辞を送り、西に向かった彼の考えは正しかったと白状した。そして全員が朝10時に更新を再開することで合意した。その時嵐が収まっていれば、レイクは私のいる基地に送迎用の飛行機を飛ばすことになっていた。就寝直前。 私はアーカム号に外部世界向けの今日のニュースはトーンダウンしておくようにと指示を与えた。すべての細部を詳しく伝えるとあまりにラディカルすぎ。さらなる証拠を積まない限り疑念の波を引き起こすだろうからだ。3。我々の中でその朝ぐっすり眠った者は一人もいなかったのではないだろうか。レイクの発見の興奮と募り行く風の双方が眠りを妨げたからだ。吹雪は実にひどく。 我々がいる地点でもこうなのだから、風を生み送り出す巨大な未知の峰々の直下にあるレイクのキャンプではどれほどひどいことになっているだろうかと心配せずにはいられなかった。マクタイは約束通り10時に起床しレイクとの無線連絡を試みたが、天候のせいで正方面での電波状況が悪化しているからか更新できなかった。しかしながらアーカム号とは連絡がつき、 ダグラス船長もレイクとの接触を繰り返し試みているものの失敗に終わっていると語った。我々がいる地点では絶え間なく荒れていてもマクマード1はほぼ無風であるため、彼は風のことを知らなかったのだ。皆で心配しながら一日中受信機に耳を澄まし続け、時間を置いて更新を試みたが、いつまで経っても結果は得られなかった。昼頃、狂乱するような大嵐が西からどっと湧き起こり、 自分たちのキャンプの安全性への懸念を引き起こした。だが、結局はそれも収まり、午後2時に緩い吹き返しがあっただけだった。3時以降は極めて平穏になり、我々はレイクと接触するための努力を倍化した。彼の4機の飛行機はそれぞれが高性能なタンパム戦機を装備していたので、通常の事故で全通信機を同時に喪失しうるとは想像しがたかった。 しかし石のような沈黙が続き、彼のいる地域で風がるったはずの狂乱の暴力のことを思えば、最悪の事態を考えざるを得なかった。6時には我々の恐怖は強烈なものへと膨れ上がり、無線でダグラス、トルフィン船両船長と相談した上、私は調査に赴くことを決断した。 シャーマン及び二名の水夫とと共にマクマードワン備蓄基地に残しておいた五機目の飛行機は会長で即応体制にあり、そして現在我々は、それを確保しておいた等の目的たる非常事態にあると思われたのだ。私は無線でシャーマンを呼び出し、天候条件が極めて良好な今、できるだけ速やかに二名の水夫を連れて南方基地の私のところに飛んでくるようにと命じた。ついで、 創作隊を編成するにあたり誰を隊員とするか話し合い、基地の全員に加え私のために取っておいたソリと犬を投入しようということに決まった。積み荷はかなりの量になるが、重量のある機械装置を空輸するため我々が特注した巨人機にはまだ余裕があった。時間を置いてレイクとの無線を試みて吐いたものの、梨のつぶてだった。 シャーマンはグンナルソン及びラーセンの両水夫と共に7時30分に離陸。途中数カ所から平穏な飛行状況を伝えてきた。深夜、彼らが我々の基地に到着すると、即座に全員で次の行動について議論した。中間基地のない状況下での南極大陸をまたぐ短期長距離飛行は確かにリスキーだが、何としても必要な行動であり、 それを前にして尻込みする者は一人としていなかった。予備的な荷物の咳込みの後、2時から短い仮眠を取ったが、その4時間後には梱包と積載等を完了した。1月25日午前7時15分、幕体の操縦の下、一行10名は北西に向けて飛び立った。他に7頭の犬、1台のソリ、燃料と食料、及び木の無線機を含む各種の物品を搭載していた。 大気は生命、おおむね静音。気温も比較的穏やかで、キャンプを設営した地点としてレイクが示した経緯度までほとんど障害なく到達できるだろうという期待が持てた。我々が不安に思っていたのは飛行の終わりに見出すであろう。あるいは見出し損なうであろうもののことだった。キャンプに向けた呼び出しすべてに沈黙が返ってきたからだ。 我が人生の分水嶺となったこの4時間半の飛行のあれこれは一つ残らず記憶に焼き付いている。それは54歳の私が、普通の精神なら外面的な自然と自然法則に関する習慣的な概念を通して手にしている平安と平行をすべて失った時だった。この時点以降我ら10名が、とりわけ学生のダンフォースと私自身が、 直面しようとしていたのはおぞましくも増幅された潜みすむ恐怖。何者をもってしても我々の心理から消し去ることのできぬ恐怖。でき得ることなら人類一般と共有せずに起きたいと考える恐怖に他ならない。新聞は我々が飛行中に送信した速報を紙面に載せ、無着陸飛行。上空にすさぶ裏切り者の恐怖との二度にわたるる格闘。 調査途上のレイクが3日前に行ったボーリングによって乱された地表の別件。我々自身の目によってアムンゼント・バードが記録したふわふわした奇妙な雪の円筒が集団を成して風の隅に無給の凍土を転げて戦様を視認したこと。こういったことどもを報じた。だが、我々の気持ちを新聞記者に理解してもらえる言葉で伝えたのはここまでであり。さらに後になると厳密な観光令を敷く必要が出てきたのだ。 まずスイフラーセンが前方に魔女の尖り帽子のような円錐型や小戦闘がなすギザギザした輪郭を捉えた。彼が叫ぶと、皆、飛行機の大きなキャビンの窓に張り付いた。規則にもかかわらずそれらの輪郭はなかなか目立ってこず。ゆえにそれらは遥か彼方にあり。視界に入っているのはひとえにそれら輪郭の異常な高さのおかげだということがわかったのだ。少しずつ少しずつ。しかしながら、 輪郭は西の空に瞬間なる姿を際立たせていき、裸の、光量たる、黒々とした峰ミ々ネミネを見分けられるようになると、南極の赤い日に照らされ虹色に光る彩氷の雲を挑発的な背景としたそれらの姿は次第に奇妙な幻想的な感じになっていった。光景全体に消えることのない驚くべき秘跡と影に潜む典型のほのめかしが行き渡っており、あたかもこれら殺風景な悪夢の戦闘が、 禁断の無限界へと、遠い時空と超次元の錯綜した淵へと至る恐怖の角口を示す目標等となっているかのようだった。あれは邪悪だ。私は嫌おなしにそう感じた。来るエル山脈だ。その向こうの斜面は何か呪われた究極の深淵を見張れるかしているのだ。背景をなすはき立つような半ば後気を帯びた雲は、曖昧で希薄な、地球を遥かに離れた、彼方であること。 を暗示する言語に絶やした何かを抱き、遥かな距離を、前期小説を、わびしい後輩を、足を踏み入れることも即縁を通ずることもかなわぬこの南の世界の遊園の死を、ゾッとするほどに思い起こさせた。高山のスカイラインに奇妙な規則性があると皆の注意を喚起したのは若いダンフォースだった。完全な立方体の断片が這いのぼっているような規則性で、 レイクがメッセージの中で言及していたものであり、彼がこれらを霊力言お用かつ神父的に描いた雲はアジアの山頂にある原始人の廃墟の幻夢と比したのは確かに納得できると思ったものだった。謎が山なすこの不気味な大陸全体に霊力めいた何かが確かに取り憑いていた。私はこの漢字を10月、ビクトリアランドを初めて目にした時に味わっており、今またそれを新たにしたのだ。 私はまた感じていた。死生大の新悪い事物に向けた不安な意識の波を、この知史の領域が現初の文書にある悪名高い連邦源といかに不穏なほど対応しているかを、神話学者たちは連を中央アジアに否定している。が、人類の、あるいはそれ以前の種族の、民族的記憶は長期にわたっており、いくつかの伝説がアジアよりも古い、いや、 我々の知るいかなる人類世界をも遡る恐怖の地や山脈や神殿から落ち切ったというのは大いにあり得ることなのだ。強端な神秘家たちの何人かは、断片的な名古と写本は更新世より前の世界に起源を持つとほのめかし、あるいはサトグアの崇拝者たちはサトグア同様人類とは異質のものだったと示唆している。連、それが時空のどこに救っていようと、 私はそんなところにいたくはないし近寄りたくもない。私はまた、レイクが言及したような動物とも植物ともつかぬし盛大の怪物をはらんだ世界に近づく趣味だって持ち合わせていないのだ。この瞬間私は、かつて忌まわしい、ネクロノミコン、を読んだことを後悔し、不愉快なまでに白色な民族学者をイルマースとその件についてあれほど話さなければよかったのにと思っていた。 疑いなくそんな雰囲気のせいで、山脈に接近するに従い、また折り重なって起伏する麓の丘が見え始めるのに従い、次第に乳白色の輝きを増す絶頂から噴出してくる機械な蜃気楼に対する私の反応は悪化したのだ。これまでの数週間にも何十もの極地の蜃気楼を見てきた。実際そのうちのいくつかは目前の例と同じくらい不気味で幻想的なまでに生き生きとしていたが、 今目にしているこれは危険を秘めた象徴性というこれまでに全く見られなかった陰微な性格を持っており、私は偶話的な壁と塔と光等との坂まく迷宮が頭上の表無に浮かび上がった時身を震わせた。そこに見たものはキュクロプス式の都市で、基地の人類の建築様式及び人類の想像の拉違いにあり、膨大な数の漆黒の石像建築が幾何学の法則をおぞましくも愛曲しつつ集積していた。 切り詰めた頭部に円筒型のシャフトを乗せた円錐があり。円錐側面のところどころにはテラスやフリルのようなひだがついていた。シャフトはそこここで球根状に膨れ、薄い貝殻を何層も重ねた形の頂き部があった。そして異様に突出したテーブル状の構造物があり、そこでは帯正しい数の方形の粘板岩や円盤状プレートやごぼう型が互い違いに折り重なっていた。 円水と四角水の複合体があり、それらの上には何も乗っていない場合もあれば、円筒、立方体、頭部を平坦に切り詰められた円水や四角水を乗せる場合もあって、時には奇妙にも5本一組になった針状の銭頭が乗っていた。これらの熱にうなされたような構造の間を縫って手術の目もくらむような高さにかかる円筒型の連絡橋が全ての建造物を縦横に結んでおり、 それらが暗示する全体のスケールは純然たる巨人族のそれで、恐怖と反感を与えたのだ。そうじて言えば、これらの新気楼は捕鯨者のスコースビー、が1820年に北極圏で観察し描画したものの中の豊章なタイプに似ていなくもなかったが、こんな時と場所で、高くそびえ立つ見知らぬ暗黒の峰ミ々ネミネを前方に捉え、かの異常なる古き世界の発見を胸にし、 我らが調査隊の半分以上に襲いかかったに違いない最悪の感覚のことを考えると、誰もがそこから潜伏する悪意と果てしない邪悪への協調を見出しているようだった。新気楼が晴れ出した時は嬉しかったが、その過程で悪夢のような主樹のターレットや塩水が歪み、一層おぞましい仮の姿をとった、幻影すべてが晴れ、気にかけたかのような乳白色の輝きになった時、 我々は再度地上に目を向け、旅の終わりがほど遠からぬことを知った。前方の未知の山脈はめまいがするほど高く、ミルダに恐ろしい巨人の累壁のごとくそびえ、機械な規則性が双眼鏡なしでもぎょっとするほど明瞭に見て取れた。現在我々は最も低い麓の丘の上を飛行しており、雪と氷と紙平原に散在するむき出しの地面との狭間に、 レイクのキャンプとボーリングのものと思われるいくつかの黒っぽい点を見出すことができた。8から10キロ先で立ち上がるより高い丘はほぼ独立した一つの産地を成していて、その先にはヒマラヤの後方をしのぐ恐怖の輪郭があった。ついにロープッス、幕体から操縦を引き継いだ学生は左手の黒い点に向けて騎士を下げ始めた。大きさから見てそれがキャンプのありかと思われたのだ。 この時幕隊が無線で送信したのが、我々調査隊が検閲なしに送った最後の外部世界向けメッセージである。もちろん全員、我々の南極滞在の残った部分についての短く不満足な速報を読んだことが終わりだろう。着陸後数時間して、我々は慎重に言葉を選んで自分たちが発見した悲劇に関する報告を送り、 前日ないしその前夜に吹いた恐ろしい風のためにレイクタイの一歳月切が一掃されてしまったとしぶしぶ告げたのだ。11名死亡。ゲドニー青年は行方不明。人々は悲しい出来事が我々に引き起こしたはずのショックに鑑みて。我々が詳細をぼやかしていることを容赦してくれ。11名の遺体全てが風に裂かれて損傷し搬出するに適さない状態になっていると説明しても信じてくれた。 確かに私は自分を褒めてやれると思っている。悲嘆と限りない東惑と魂を蝕む恐怖とのただ中にあって、我々はいかなる点においても事実以上のことを言わなかったからだ。恐るべき重要性は、我々があえて語ろうとしなかった事柄の中に、名乗すべからざる恐怖から他の人々を守るため警告を発する必要さえなければ、今もなお話さずに置くつもりだった事柄の中にあるのだ。 風が恐れるべき壊滅をもたらしたのは事実である。他のことがなかったとしてもその風を全員が生き延びられたかというと、それはゆゆしい疑問だ。嵐は氷の小片を狂気のように荒々しく吹きつけて、我々調査隊がこれまで出会ったことがないひどさだったに相違ない、飛行機の風よけ、すべてあまりに薄っぺらく不適切な状態で残されているようだった。の一つは粉砕されており、 離れた掘削現場にあったデリックは完全にバラバラになっていた。着陸していた飛行機と掘削装置の中で露出していた金属表面は氷の小辺に磨かれてボコボコにへこみ、小型テント二りは雪囲いにもかかわらずバタバタと倒れていた。暴風にさらされた木の表面はくぼみ塗料が剥がれて、雪上の足跡は完全に消え失せていた。 死生大の生物標本で丸ごと外部に運び出せるものが一体も発見できなかったというのも事実だ。めちゃめちゃになった膨大なものの山からいくつかの鉱物を回収したが、その中には奇妙な五ぼ星型の輪郭とうっすら残る点のグループを持つ緑っぽい石鹸石の破片があり、何と比較すべきか数々の憶測を読んだのだ。また化石骨もいくつかあって、奇妙に傷つけられた標本の典型例を含んでいた。 犬は一頭も生き残っておらず、キャンプの旗に大急ぎで設営された雪製の犬囲いはほぼ完全に破壊されていた、風の仕業なのかもしれないが、より破壊の程度がひどかったのはキャンプに近い側で、風上でもないのにそうなっているというのは、血走知った犬たち自身が外に出ようと跳ね飛びかかったことを示唆しているのだろう。三台のソリはすべて消え、 我々は風がどこかに飛ばしてしまったのだということにした。掘削現場の掘削機と融雪装置は引き上げても仕方がないほどひどいダメージを受けていたので、爆破によってレイクが開けたなんとなく不安な感じがする過去への通路を塞ぐ用途にそのまま使ってしまった。また、飛行機のうち、より破損のひどい2機をキャンプに残した。生き残った隊員の中で本物の操縦士と呼べるのは4名。シャーマン、ダンフォース、 イ、お及びロープス、だけだったからだ。そのうちダンフォースは操縦するには神経をやられすぎていた。発見することのできたすべての書物、科学機器、その他こまごまとしたものを持ち帰ったが、むしろ説明困難なほど多くが吹き飛ばされていた。予備のテントと毛皮はなくなっているか。全く使い物にならなくなっていた。午後4時頃、 空からの広範囲な創作の末ゲドニーの発見を断念せざるを得なくなった後、我々は慎重に言葉を選んだ中継用メッセージをアーカム号に送った。それを冷静でどっちつかずのものに留めた点で、行動におけると同じく我々はよくやったと考えている。犬は生物標本の近くでは狂わんばかりに取り乱したのだが、 犬が示したこの動揺について我々が述べたことの大部分は哀れなレイクの説明から予想できるものだった。次の件については言及しなかったと思う。奇妙な緑っぽい石鹸石やめちゃめちゃになった場所に残されたいくつかの他の物体の匂いを嗅いだ際にも犬は同様の動揺を見せた。科学機器、飛行機、キャンプと掘削現場の機械装置類で、部品を緩めたり外したりといった方法でいじくられており、 そんなことをするとはよほど特別な好奇心と探求心を持った風だったに違いない。14体の生物標本については、申し訳ないくらい曖昧にしておいた。我々が見つけたのは損傷した一体のみだったが、そこからレイクの説明が完全かつ感銘を受けるほどに正確だったことが十分証明できたと、この件から自分たちの個人的な感情を締め出しておくのは困難な仕事だった。 発見物の数も、いかにしてそれらを発見したかも正確なところは言及しなかった。その時点までに、レイク体側の狂気についてほのめかすようなものは何一つ伝えないようにしようという合意ができており、陸体の不完全な怪物を垂直に立てた状態で深さ2.7メートルの雪の墓の中に注意深く埋葬し、その上に五ぼ星型の雪の図鑑を盛り、 さらにその表面に中世代内史第三期の地層から発掘された奇妙な緑っぽい石鹸石についていたのと寸分違わぬパターンを取る点の集合を刻印するなど、確かに基地がいじみていたからだ。レイクが言っていた発体の完全標本は残らず吹き飛ばされていた。我々は公衆の一般的な心の平安についても留意していた。それこ、 ダンフォースと私は翌日行った山脈をまたぐ恐怖の飛行についてほとんど語らなかったのだ。徹底的に軽くした飛行機でなければこれほど標高の高い山地を越えて飛行し得ないのは事実で、飛び立ったのが我々二人に限られたのは慈悲深いことだった。午前一時に帰還した際、ダンフォースはヒステリーを起こす寸前だったが、それでもけなげに沈黙を守った。 スケッチやポケットに入れて持ち帰ったあるものを誰にも見せないように、口裏を合わせた以上のことを一切外部に漏らさないように、後でこっそり現像したフィルムを隠蔽するようにと約束を交わすのに彼を説得する必要はなかった。だから私が今話している部分はティーボディ、膜体、ロープス、シャーマン、及び他の隊員にとっても、一般世界と同様に初耳のはずである。そう。 ダンフォースは私以上に口が固い。彼はあるものを見た。あるいは見たと思った。それが何か私にも語ろうとしないのだから。周知の通り。我々の報告は厳しい上昇の件を含み。レイクの初見を確認した。大いなる峰ミ々ネミネはし盛大の年番岩及び極めて初期の終局地層からなり。少なくともコマンチ期中期以降普遍であること。 のぼる立方体及び上壁構造についての平凡なコメント。洞窟口が石灰岩中の水脈の存在を示すという結論。いくつかの急勾配及び廃炉のため、熟達した登山家でなければ全山域を踏破することはできないだろうという考察。山脈の反対側にある謎の領域には山脈同様に古く変わることのない超高原が果てしなく広がっているという注釈。標高6000メートル。 機械な岩場が薄い表層を通して突出し、絶壁をなす高い峰々と高地の間にはより低くなだらかなふもとの丘がある。これらのデータ本体はその限りにおいては真実であり。キャンプの面々を完全に満足させた。16時間も不在だったこと。事前に予告した飛行。着陸。偵察活動。岩石採取プログラムのための所要時間より長い。 の責任は長時間にわたるって風の状況が悪かったからだという事実無根の呪いに押し付け、山脈の反対側の麓の丘に着陸したことを正直に話した。幸いにも我々の作り話はもっともらしく響き、十分三分的でもあったので、真似して飛んでみると言い出す者は一人もいなかった。もし誰かそんなことを企てたとしたら、私は全身全霊を込めてやめておくよう説得しただろう。 そんな場合、ダンフォースがどんな巨に出ることになったかは私にもわからない。我々が出かけている間、ディーボディ、シャーマン、ロープス、マクタイ、およびウィリアムススンはレイクの飛行機の中で程度の良い2機を再び飛行可能にしようとビーバーのように働いていた。いずれの機の操縦機構にも説明不能ないたずらの痕跡があったのだが、朝になったら全機に荷物を積み、 できるだけ早く元の基地に帰るということで話が決まった。間接的な経路だが、マクマード湾に向かうにはこれが最も安全な方法だった。英語の死に閉ざされた大陸で、全く未知の経路を直行するのには多くの付随的な危険が伴うであろうから、核も悲劇的に隊員を奪われ、掘作装置を喪失してしまった以上、調査の続行などもう問題外だった。我々、 を取り巻く疑惑と恐怖。我々はそれを面に表さなかった。のために。小絶死狂気の救うこの南の世界から一刻も早く逃げ出したい。それだけを願っていたのだ。我々がこれ以上の災難に遭うことなく外部世界に帰ることができたのは皆さんご存知の通りである。翌日、1月27日の夕方、無着陸高速飛行の末、 前期懐かしい南方基地に到着。翌28日。再びでマクマード湾に帰島した。一度ごく短時間着陸したが、これは広い高原を通過した後、氷棚上げ空で乱気流に巻き込まれ方向火事の調子が悪くなったためだ。5日後には全体員と装備を乗せたアーカム号及びミスカトニック号が離れがん。身を震わせながら厚みを増していく氷の腹をかき分け、 ロス海を目指していた。そこではビクトリアランドの山脈が嘲笑し、不安を秘めた南極の空を背景に西方へと流し目を使い、嘆く風の音をねじっては広い音高にわたる,る音楽的な笛音へと返事、我が魂をどん底まで凍らせるのだった。二週間のうちには、後にしてきた曲地を思い出させるものは何一つなくなり、ありがたいことに、 この惑星のまだ冷えやらぬ外からの上で物質が初めて身もだえし泳ぎ回っていた未知の時代において生とし、空間と時間が暗く冒涜的な同盟を結んでいたところの疲れ呪われた領域から離れたのである。我々は祈祷以来常に南極探検を思いとどまらせようと努め、驚くほど心から一致協力していくつかの疑問と憶測を自分たちだけの間に閉じ込めてきた。若いダンフォースですら、 神経衰弱にもかかわらず、医師団の質問にたじろぐことなく一言も漏らさないでいたのだ。そう、前にも言ったように、ある一つのもののことを彼は自分だけが目にしたと考えており、それが何者か私にも話そうとしない、話してしまえば心理的な状態が改善するだろうに、と私は思っているのだが、 前もって受けていたショックによって後から幻覚が生じたに過ぎないはずだとは思うが、そのものについて話してくれれば多くのことを説明し浮き彫りにできるかもしれない。彼は自分を見失っているわずかな瞬間に、私に向かって尻滅裂な囁きを漏らすのだが、そこから私はそんな印象を受けた。もっとも、彼は我に帰るやいなやそんなものを激しく否定するのだ。 他の人々を大いなる白き南の地から遠ざけておくのは難しいだろうし、そういった努力自体が探求心を刺激して我々の目的そのものを害することになるかもしれない、人間の好奇心が不滅だなどということは最初から分かりきっていたはずだったのだ。公開した調査結果だけでも十分に、他の人々を我々同様の長期間にわたる未知への探求へと駆り立ててしまうだろうことも、 これら生物学的怪物どもに関するレイクの報告は博物学者と古生物学者たちを一気に目覚めさせてしまった。分別に従って、埋葬された標本から実際に取り外してきた部分やそれら標本の発見時の状態を撮影した写真を非公開にしておいたにもかかわらずだ。我々はまた一層不可思議な傷ついた骨と緑っぽい石鹸石の公開も差し控えた。一方、 ダンフォースと私は産地の向こうの超高原で撮影した写真及び描いた絵のことが漏れないように固く秘密を守ってきた。我々が伸ばし、恐怖のうちに調べ、ポケットに詰め込んできたシワだらけの者どものこともまた、だが今かのスタークウェザー、ムーアタイが編成されつつあり、我々の装備で試みえた範囲を遥かに超える、徹底的な調査を遂行しようとしている。 思いとどまるように説得しなければ。彼らは南極の採用にある核にまで到達して、どこまでも溶かし、掘削し、そして世界に終末をもたらすと我々が承知しているものを掘り出してしまうだろう。だからもう私は沈黙をすっかり破ってしまわなければならない。来るエル山脈の先にある。かの名もない究極のものについてすら。4。 レイクのキャンプに思いを戻そうとすると途方もない躊躇と嫌悪感なしではいられない。またそこで我々が実際に見出したもののことを、また恐怖の山々の彼方にある他のもののことを考えようとすると、どうしても細部を省略してしまいたいという誘惑に駆られるし、はっきりした事実と逃れようのない推論を提示する代わりにほのめかすだけで済ましたいとも思ってしまう。望む楽は私がすでに多くおごっており、 残りについてはざっとした俯瞰図を示すだけにできますことを。残りというのはつまりキャンプで見た恐怖のことだ。以下のことはもう述べた。風に襲われた大地。被災した風よけ。かき乱された機械類。我々の犬が示した様々な動揺。ソリ及び他の備品の紛失。隊員と犬の死。ゲドニーの不在。気違いじみたやり方で埋葬された陸体の生物標本。 構造上の損傷の割に異様なほど健全な組織、4000万年も前に死滅した世界から掘り出されたというのに、言い忘れたかもしれないが、犬の死体を数えたところ、一頭がいなくなっていた。後になるまで、我々はそのことを深く考えなかった。そう。それについて考えたのはダンフォースと私だけだった。私が触れることを尻込みしてきた主な事柄というのは、 次のものに関係している。一つは遺体のこと。もう一つはいくつかの微妙な点で。それらの点は目前の混沌状況を説明するおぞましくも信じがたい理由となるのかもしれないし、ならないのかもしれない。当時私は人心をこれらの点からそらしたままにしておこうと試みた。というのも、その方がはるかに簡単な。はるかに普通の解決法だったから。 レイク隊の誰かに突発した狂気にすべてを押し付けてしまう方が、地球のあらゆる謎を秘めた石爆たる中心地にいて、悪魔のような山嵐に吹かれれば誰だって頭がおかしくなってしまったはずだ。そんな風に見える状況だった。何より異常だったのは、無論のこと、遺体の状態だった。人間だけでなく犬のも、それらはすべて何らかの恐れるべき闘争状態にあって、 全くもって説明不能な悪魔めいた方法で切り裂かれズタズタになっていた。我々に判断できた範囲では、死因は前例とも考察ないし劣傷だった。初めに混乱を引き起こしたのは明らかに犬だった。というのも不十分な作りの犬囲いには内側から力づくで破られた形跡が見られたからだ。犬が地獄めいたし盛大の有機体を憎んでいたためキャンプから離れて設置してあったのだが、 この予防措置は無駄だったようだ。怪物のような風の中で一人ぼっち。周りは不十分な高さの薄っぺらな壁。犬たちは逃げ出したに違いない。風そのものからか。あるいは悪夢のような標本から漂うかすかなしかし強まりつつある匂いからか。それは誰にもわからない。もちろん、それらの標本はテント布で覆われていた。だが、低い南極の日が次第次第に布を温めていき。 レイクが言及していた通り太陽の熱のため、そのものの異様なほど健全で強靭な組織が主観し伸長していくことになった。おそらくかけておいた布が風にはためいてそれらの標本をぶつかり合わせ、その結果信じがたいほど古い標本であるにもかかわらず激しい刺激臭を外部に漏らしてしまったのだ。だが何が起きたにせよそれは十分に忌まわしくいとわしかった。 多分上品ぶっていないで最悪の事柄を話してしまった方が良かったのだろう。断定的な意見陳述にもかかわらず、ダンフォースと私が直接観察したもの及びそこから極めて厳格な論理によって導き出したものに基づくと、失踪したゲドニーは我々が発見した胸が悪くなるような恐怖に対して一切責任を負っていなかったのである。先ほど私は死体はひどくズタズタにされていたと述べた。 今私は付け加えなければならない。その中には最も奇妙で冷血かつ非人間的なやり方で切開され内部を抜き取られていたものがあったと、犬も人も関係なかった。健康でよく肥えていた者たちの死体は、4本が死のも2本が死のも、注意深い食肉解体処理作業員がするようにほとんどの固形臓器を切除され持ち去られていた。その周囲にはなぜか死を、 飛行機に積んであった輸送箱を乱暴に壊して取り出された。が巻いてあり、最悪に恐ろしい連想を呼び起こした。その作業がなされたのは荒っぽい作りの飛行機用風よけの一つの中で、そこから飛行機が引きずり出されていた。足跡があれば推論の一つも立てようがあったのだが、後の風がすべて吹き払ってしまっていた。 石灰された人体から乱暴に切り取られた衣類の歯切れが散乱していたが、何のヒントにもならなかった。崩れた囲いの隅の雪の上にぼんやりした足跡が残っていたような気がするが、そんなのを同行しても無駄だった。人間の足跡のような感じは皆無で、哀れな霊クが何週間も前からずっと繰り返していた化石の足跡の話から生まれた勘違いに決まっていたからだ。 来る L 山脈に覆い尽くされたかような山陰では、人は自分の想像力について注意深くあらねばならなかった。前述の通り最後まで見つからなかったのはゲドニーと一頭の犬だった。かの恐怖の風よけについた時点では2名の隊員と2頭の犬が行方不明だった。が、おぞましい墓地を探査した後、あまり被害をこむっていなかった解剖用テントに入ったところ、あることが明らかになった。 それはレイクが立ち去った時のままではなく、間に合わせに作った実験台の上から、覆いをかけてあった例の原初の怪物の部分標本が持ち去られていた。そう、確かにその時点で我々には分かっていたのだ。先に発見した基地がいじみた陸体の埋葬物、すなわち6つの不完全体のうちの1つ、著しく不快な周期をかすかに漂わせていた一体、 カレイクが精査しようとして切除した標本を書き集めたものに違いないと、実験台の上及び周囲には他の物体が撒き散らされており、それらが慎重だが要かつ未熟な手つきで解剖された一人の人間と一頭の犬であると推測するのに対した時間は必要なかった。犠牲者の名前は生存者の心情をおもんばかってあげないでおく、レイクの解剖器具は紛失していたもののそれらを注意深く清掃した証拠があった。 ガソリンコンロもまたなくなっていたが、周囲に奇妙なマッチの残骸があった。我々は人体の各部を他の10名の遺体の隣に埋葬し、犬の各部を他の35頭の犬と一緒にした。実験台の上には機械なシみがあり、その近くには雑な扱いを受けた随理の書籍類がごたごたとばらまかれていた。これらについて憶測をめぐらすには我々はあまりにも遠惑しきっていた。 キャンプの恐怖で最悪だったのがこれだ。だが他の物事も同じくらい何が何だか分からなかったのだ。失踪したゲドニー、一頭の犬、八体の無傷な生物標本、三代のソリ、いくつかの危機器類、随理の科学技術書、筆記用具、懐中電灯と電池、食料と燃料、暖房器具、予備のテント、毛皮の外頃も、 その他なくなってしまったものについては正気な頭では推測しようがなかった。いくつかの紙片の上に散乱したインク雫も、飛行機をはじめとするキャンプ及び掘削現場双方の全機械装置に歴然と残っていた。あたかも奇妙な異国人の手がぎこちなく実験的に動かしてみたかのような跡も同様だった。犬はこれらのおかしな具合に乱された機械類をひどく嫌っているように見えた。さらにこんなものもあった。 食料貯蔵室のぐちゃぐちゃぶり。特定の食品の紛失。最も相応しからぬところから最も相応しからぬ方法でこじ開けた缶詰の忌まわしいほどコミカルな山。おびただしい数のマッチが散乱し。それには元通りのも折れたのも使用済みのもあって。もう一つの小さな謎を形作っていた。謎といえばまた、そこらに転がっていたに。 三の天と布と毛皮の外衣には我流で非正当的な切れ目が入れてあり、想像の及ばぬ用途に応用しようという不器用な努力を物語っていた。人類と犬類の死体に対する不適切な扱い。損傷のあるし盛大の標本を埋葬した狂える墳墓。これら一つ一つが明らかに分裂症的な狂気の現れであった。まさに現在のような立場に置かれることを見越して我々は注意深く写真を撮影した。 キャンプにおける蒸気を一致した混乱状況の主たる証拠として提供することができるように。そして企画中のスタークウェザー。ムーア調査隊の出発を取りやめるよう懇願するに際しそれらの焼き増しを用いることになろう。風よけの中で死体を発見した我々は、まず基地がいじみたごぼう星型の雪の図下の列を撮影しこれを暴いた。これらの醜悪な紛亡及びその上に記された天の集団のクラスタと、 哀れなレイクが残した不思議な緑っぽい石鹸石の記述との間の類似に気づかないわけにはいかなかったからだ。そして大きな鉱物標本の山の中から問題の石鹸石をいくつか見つけ出した時。我々もその著しい類似性を確認した。はっきりさせておこう。全体的な形は今わしくもし盛大の生物の人手上頭部を思わせ。 この暗示が過労に陥った霊ク体の中で感受性の高い隊員に強く働きかけたに違いないと我々皆が考えた。実際の埋葬物を初めて我々自身の目で見た時はもう恐怖でいっぱいで。ピーボディと私の想像力はこれまで読むか聞くかした何かショッキングな現象の神話へと舞い戻ってしまったのだ。気のめいるような極地の孤独と悪魔のような山の嵐にさらされ、その上、 かような者どもが存在し続けるのを目の当たりにしてしまえば、それだけでレイク体の気が触れたのも無理からぬことだという点で全員の意見が一致した。口に出して言う限りにおいては、誰からともなく、生存の可能性が残る唯一の死体であるゲドニーを中心とした、狂気が原因だということになった。だが私は、 我々一人一人の脳裏にまともな頭の持ち主ならとても口にできない種類の豊礁な推測が巡っていたことなどないと断定するほどナイーブにはなれない。その日の午後シャーマン、ピーボディ、及び膜体はゲドニーおよびその他種々の紛失物を探して周囲の土地の上空を長時間巡航し、双眼鏡を用いて地平線を徹底的に調べ上げたが、何も浮かび上がってこなかった。彼ら捜索隊は、 見渡す限り巨大な壁のような山地が左右にどこまでも連なっており、基本的な山体は途切れることなく標高の高いまま続いていると報告してきた。だが、いくつかの峰々の上には例の規則的な立方体と法類が武作法にも一層明瞭に載っており、霊陸器風のアジアの丘の廃墟そっくりで幻想的な感じが倍化されていた。 雪のない裸の頂上には目で追える果てまで不可解な洞窟が口を開けているようだった。圧倒的な恐怖に苛なまれつつも、我々は科学への激しい情熱とこれら神父的な山脈の彼方にある未知の領域の脅威への探求心を12分に維持していた。注意深く言葉を選んだメッセージの中で述べたように、恐怖と等枠の一日を終えた我々は真夜中に就寝した。だがその時にはすでに、 朝になったら早速1、2度は、におろして軽くした飛行機に航空カメラと地質学調査用の装備を積んで産地を横切る高度まで上昇してみようという仮の計画を立てていたのだ。最初に飛んでみるのはダンフォースと私に決まり、早立ちを期して午前7時に起床した。しかしながら、激しい風のため、外部世界向け速報に述べたように、出発は9時近くまで遅延することになった。 すでに私は、16時間後に祈祷した際キャンプの隊員に語った。そして外に中継された。通り一遍のお話を繰り返した。だが今私が背負っているのは、この陳述を補強するという恐れるべき義務である。そのためとあらば、人々の心の平和のため空白にしておいた部分を埋めるため、実際にかの山向こうの秘密世界で見たものをほのめかして差し上げよう。 そして最後にダンフォースを神経衰弱に追いやった脅威のことを、彼が自分一人が見たと考えているもの、多分神経による幻影だろうが、そうだとしても、のことや彼が今の状態に陥るためのおそらくは藁の最後の一本になったあるもののことを素直に付け加えてくれればいいのだが、しかし彼は孤示している。私にできるのはただ、後に彼が囁いた尻滅裂な言葉を繰り返すこと、 二人して明白かつ現実的なショックを受けた後、風のせめくを受けつつ三冠のアイロを滑空する機丈で彼に叫びを上げさせたある者に関する混乱した囁きを繰り返すことのみである。それが我が陳述を締めくくる言葉となろう。古の恐怖が現在まで残存していることを示す平易な蝶を私が開示してもなお他の人々が南極内部への干渉を止めないならば、 少なくとも禁断の謎を秘め悠久に呪われた冷酷な究極の荒野をあまりに深くほじくり返すことを止めないならば、名状しがたくおそらくは経理値、出ない最悪についての責任は私にはないのだ。B ボディが午後に飛んだ際取ったメモを丹念に読み六分儀で確認した結果、ダンフォースと私は、ここより幾分右手の、キャンプからも見える地点を通過すれば飛行可能な山岳経路の中でも最も低い高度で済み、 その標高は6900から7200メートルだと計算した。よって探検飛行に着手するにあたり、まず2を軽くした飛行機をこの暗部に向けることにした。当キャンプ自体は大陸自体の高原が盛り上がってできた麓の丘にあり、海抜3500メートル強である。従って上昇すべき高度は見かけほどではなかった。 にもかかわらず我々は高度を上げた際の薄い大気と猛烈な寒さとを厳しく意識していた。というのも視界を確保するためにキャビンの窓を開けておく必要があったからだ。無論のこと我々は最も厚手の毛皮を着込んだ。禁断の峰ミ々ネミネへと接近するにつれ、クレバスが引き裂いた雪の帯と介在する氷河とが形作る線より上の黒く不吉な部分に、 斜面をよじ登るようにしてますます多くの規則的な構造物が見えるようになり、我々は再びニコライ・レイ・リッキが描いた奇妙なアジアの絵画のことを考えた。風色を受けた古い岩石の層はあらゆる点でレイクの速報通りであることが確認でき。これらの広報が地球の若い頃からずっと起立してきたことを証明していた。おそらくは5000万年以上にわたるって、かつてはどれほどさらに高かったのだろうか。 などと考えても無駄なことだった。だがこの異様な地域のすべてのものに変化を厭うくれ火な空気をまとう傾向があり、岩石に起こる通常の風化過程を遅らせる計算が働いているようだったのだ。けれども我々を最も魅惑し等惑させたものは山腹にあった。整った形の立方体の群れ、放類、洞結の口だ。私はダンフォースに操縦。 おにぎらせておいて双眼鏡でそれらを観察し航空写真を撮った。時々は私も操縦を変わって、航空知識に関して私は純粋なアマチュアに過ぎなかったにしろ。彼が双眼鏡を使えるようにした。たやすく見て取れたのだが、それらの素材は明るめの色をしたし盛大の、で、周囲の広い範囲をざっと見回しても類似した表面構造は掃除て見られなかった。 またそれらの規則性は著しくかつ神秘的であり、哀れなレイクのほのめかしを遥かに超えていた。彼が言っていた通り、気が遠くなるほどの長期間過酷な風雪にさらされ続けた変縁は崩れ丸まっていたが、超自然的な堅牢さと素材の頑丈さがそれらを消滅から救っていた。その大部分、ことに斜面に最も近い側は、 周囲の岩の表面と同じ材質からなっているようだった。全体の配置はアンデスのマチュピチュ遺跡。内視は、1929年にオックスフォード大学、フィールド自然博物館合同調査団がキッシュで発掘した最初期の基礎壁に似通っており、時としてダンフォースも私も、レイクによると同乗者のキャロルが言い出したらしい互いに独立したキュクロプス式ブロックという印象を受けた。 このような場所でこのようなものが生成した理由を説明することは正直なところ私の手にあまり、地質学者としての自らの力不足を思い知らされた、火星岩は奇妙な規則的構造を示す、有名なアイルランドのジャイアントコーズウェイのように、だがレイクがはじめ噴煙を上げる塩水を疑った件を除けば、 この共嘆すべき3階は明らかなその構造からしてどう考えても非火山性だったのだ。その風変わりな構造は奇妙な洞窟港の近くに最も豊富に見られたのだが、この洞窟の外観の持つ規則性がもう一つの、より小さな謎を提供していた。レイクが速報で述べたように、それらはほぼ正確な正方形ないしは半円型で、 自然にできた開口部が何か魔法の手によって対照的に成形されたかのようだった。帯だしいその数と広範囲な分布は注目に値し、石灰岩の層が溶解してできたトンネルがこの領域全体に蜂の層上に広がっていることを示唆していた。洞窟の奥深くまでこんなにはっきりと見通すことはできなかったが、鍾乳石や石順が見られないことは明らかだった。洞窟の外側について言うと、 開口部に隣接した部分の山腹の斜面は例外なく平滑で整っているようで、ダンフォースは風化によるわずかな割れ目と陥没が尋常ならざるパターンを形成する傾向にあると考えていた。キャンプで見出された恐怖と異様さに囚われた彼は、それらの陥没と原所の緑っぽい石鹸石の上に散りばめられた等惑するような点の集団との間に、ぼんやりした類似性が認められるなどとほのめかす始末だった。 その点の集合は狂人が構想したとしか思えぬ六体の怪物を埋葬する雪塚の上におぞましくも複製されていたのである。我々は徐々に高度を上げ、より高いふもとの丘を越え、尾根に沿い。先ほど我々が選んだ比較的標高の低い暗部へと騎士を向けた。我々は前進しつつ時折地上の雪氷を見下ろし、 果たして赤実のより簡素な装備で陸路このような遠征を企てて得ただろうかと思った。少しく驚いたことには、地表の条件は決してそのような地上経由の旅行を不可能にするようなものではなく、クレバス他の悪所がなければ、スコット、シャクルトン、アムンゼンたちの反りを阻むようなことはなかっただろうと思われたのだ。氷河のいくつかは風によって裸にされた山道へと異常なほどスムースに続いており、 たどり着いてみれば我々が選んだ飛行経路もその例外ではなかった。両線を回り込み未踏の世界を別件しようとした時の緊迫した期待感は到底必舌に尽くしがたく。山地の向こうの領域がすでに目に潮断してきた地とは本質的に異なると考える理由が皆無だったとしてもその点に変わりはなかった。この壁のごとき山脈に漂う邪悪な秘密の感じ。 峰ネの間からちらちらと差し招く乳白色の海のような空。これらは極めてかすかで捉え所のないある要素よりなり。それを書き表しうる文字は存在しなかった。いやむしろそれは漠然とした心理学的な象徴主義と美学的連想に関わる事情なのであり。異国的な死と絵画。そして生まれた禁断の書物の中を徘徊する古代の神話が混じり合って生まれた一つのごったにだったという方がいい。 風の漆黒すらも何か意識された邪悪な旋律に聞こえ、偏在し反響するスータの洞窟口を風が吹き抜けるとき、一秒の間様々な音に機械な笛の水面が混ざり、あるいは高くあるいは低く広い範囲を音楽的に移ろった。そこには剣を想起させるくぐもった音調があり、あらゆる他の暗い印象同様に複雑で分類しがたかった。我々は今緩やかな上昇を終え、 アメロイド系の針は7070 70メートルを指しており、雪がへばりつく領域は遥か眼下だった。ここから上は黒い剥き出しの岩の斜面で肋骨のような荒いコブのついた氷河が始まっていた。だが挑発的な立方体、宝類、小玉を返す洞窟口がこの光景に不自然で幻想的で無限的な兆候を加えていたのだ。後方の作る線を目でたどると、 哀れなレイクが言及していた峰が見えた気がし、その上には確かに一つの宝類があった。それは奇妙な南極の模屋に半ば隠れて見え、はじめレイクが火山活動があると考えたのはこのようなもやのためだろう。アイロが目の前に影暗く立ち現れ、風にさらされ滑らかになったその姿を、悪意を滲ませつつ威圧的に立つギザギザした目標等の間に見せた。 向こうには渦巻く蒸気にくじられた空が低い極地の陽光を浴びていた。その空の下には陶器神秘の領域があり。未だにそれが人の目に触れたことのないことに我々は思いを馳せた。もう1メートルも高度を上げればその領域が目の当たりだ。アイロを吹きまくりうなりを上げ笛のように叫びたテルフーと消音器を下ろした発動機の爆音の中。ダンフォースと私はもっぱら怒鳴り声で感銘深い一別のことを話し合った。 そして今我々は最後の1メートルを登りきり、分水嶺の先に広がる誰一人種にしたことのないより古くどこまでも異質な地球の謎をしかと見つめたのである。5ついにアイロを抜けその先に広がる光景を見たとき、イフ、脅威、恐怖、そして自分らの感覚に対する疑惑がない混ぜになり、我々は同時に叫びを上げたと思う。もちろん、 その瞬間我々は脳裏に何か道理にかなった説を思い浮かべて自分を落ち着かせたに違いない。多分コロラドの神々の庭園にあるグロテスクに風化した石な石しファンタスティックに対照的な風色を見せるアリゾナ砂漠の岩のようなものを考えたのだろう。作長初めてこの狂気の山脈に接近した際に目撃したような蜃気楼なのではないかとさえ半ば考えたのかもしれない。この果てしない。 嵐の傷跡が残る光源に目を走らせながら、我々はこういった常識的な見解で自らを支えていたはずなのだ。そこにほとんど無限に広がる莫大な、規則的な、幾何学的に金星の取れた石材の迷宮を、またそれらが氷床の上に喫立させる崩れて穴だらけになった稜線を把握しながら、氷床は最厚部でも12から15メートルを超えず、明らかに所々で薄くなっていた。 この途方もない情景を前に我々は言葉を失った。基地の自然法則への暴虐的な審判が始まろうとしているかのように見えたのだ。ここでは人類が現れる前、50万年以上の昔から居住不能だった気候の下で、高さ6000メートルに及ぶ地獄のように古い大地の上に、見渡す限り一面に膨大な数の石材が整然と立ち並んでおり、 これらを何であれ意識的に建造された人工物以外のものだとするならば、それは単に焼けっぱちな精神の自己保存に過ぎないだろう。我々はこれまで真面目な論議の中では山腹の立方体や宝類を天然物ではないとするいかなる説をも知り添けてきた。ではそれ以外の可能性はどうだろうか。この地域が現在のような難攻不落の氷が滑る死の世界へと滅亡していった頃といえば、 人類自身が大型類人猿から分化したかしないかの時期だったというのに、だが今や理性の支配力は反駁しがたいほど揺らいでいるようだった。この直角な、曲線上の、あるいは角度のついたブロックからなるキュクロプス式迷宮にはいかなる都合の良い逃げ工場であろうと沈黙させる特徴があったからだ。明らかにそれは新機楼に浮かんだ冒頭的な都市に、堅固な、客観的な、 否定しがたいリアリティを加えたものだった。かの意むべき協調には結局のところ物質的な基盤があったのだ。上空に何らかの水平なアイスダスト層があり、単純な反射の法則に従ってこのショッキングな石の異物の像を山脈を超えて投影していたわけだ。無論のこと映像はねじれ誇張され、実際の発生源にはないものどもを含んでいた。しかし今まさに本物を見ながら、 我々はむしろ遠い幻影を見たとき以上におぞましく不吉に思った。これらの巨大な石塔と宝類には信じがたいほどに人のものならぬ重量感があり。もっぱらその途方もない重量のゆえにこれら恐れるべきものどもは何万年、おそらくは何百万年、の長期にわたって壊滅することなく、高量たる高知の吹雪のただ中に凄盛り得たのだ。CORONA, MUNDI, 世界の屋根。このめくるめく驚くべき相関を見下ろす我々の口をついてありとあらゆる現実離れしたフレーズが飛び出した。不気味な現象の神話が再び私の脳裏に浮かび上がった。南極という名のこの死の世界を初めて見てからずっと私の心に取り憑いていたものだ。悪鬼のごとき連行言。み。ごないしヒマラヤの忌まわしい雪男。人類以前を暗示するなこと写本。クトゥルー教団。 ネクロノミコン、そして不定形の里具とその半実体が伴う不定型よりなお悪い星の落とし子供に関するハイパーボリアの伝説。その都市は四方八方にどこまでも広がり、ほとんどまばらになる様子がなかった。都市と本来の山際とを隔てる低くなだらかなふもとの丘に沿って左右に目を走らせた結果、やってきた飛行経路の左肩に一箇所途切れた部分があるのを除いて、 やはりまばらになる傾向は一切見られないという判断を下した。我々は計り知れぬ広がりを持つ何者かの中の、とある限られた一部へと、行き当たりばったりに突き当たったに過ぎなかったことになる。麓の丘には比較的少数のグロテスクな石像構造物が散在し、恐怖の都市と明らかにその山側の全焼であるもはや見慣れた立方体及びホールとを繋いでいた。 それら立方体及び宝類は奇妙な洞窟口と同じく山脈の内側にも外側並みに密に存在していた。この名もなき石の迷宮の主要部は壁からなっており。高さは表情に出ている部分が3から45メートル。氷に渦漏れている部分は場所によって異なるが1.5から3メートルだった。ほとんどが膨大な数の暗色をした原初の年板岩。硬いは、砂岩の石材。 多くの場合 1.2×1.8×2.4 メートルの大きさを組み合わせて作られていたが、いくつかの地点では固く不均一な先カンブリア紀の年番岩の基板から削り出されていた。建物の大きさはバラバラで、孤立した小型の建物もあれば、おびただしい数の巨大な蜂の巣構造を形成する場合もあった。そうじてそれらは塩水、攪水、 ないし段付け角錐の形を取る傾向があったが、完璧な円筒型、完璧な立方体、立方体のクラスタ等の区形構造、及び点在する独特な核のついた大建造物もあり、そのごぼう製型を基盤にした平面図は大まかに言って現代の要塞を思わせた。建設者たちはアーチの原理に通行し多くの場所で巧みな応用を見せ、 この都市の最盛期にはドームの群れがあったことだろう。もつれ合う建物群全体を覆う風化作用はぞっとするほどで、塔が突き出しているところの表面には崩れ落ちた石材というし以前のクズが散乱していた。透明に氷結した地点では巨大なパイルの下部構造が見え、地上から様々な高さのところで塔同士を連絡している石の端が、氷に保護されて残っているのが目を引いた。 表上に露出している壁にはより高所にかかっていたはずの同様の橋の跡が認められた。接近して細かく観察すると、数え切れないほどの大きな窓があることが分かった。元は木材だった石化した物質が鎧戸となって塞がっている場合もあったが、ほとんどは不吉に、かつ脅迫するようにぽっかり戸口を開けているだけだった。遺跡のほとんどには無論のこと屋根がなく、 風にすり減った上部の円は凸凹になっていた。一方、さらに明確に円錐ないし拡水型をした建物、あるいはそうでなくても周囲のより背の高い構造物に保護された建物は、偏在する崩壊と陥没にもかかわらずそのアウトラインをよく保っていた。双眼鏡を使うと過労じて水平の帯の形に彫刻された装飾らしきものを見分けることができた。 装飾の中には太古の石鹸石にあった例の奇妙な点の集合体が見られ、今やそれらは途方もない重要性を持つに至ったのだ。建物は多くの地点で完全な廃墟と化し、種々の地質学的原因から表彰に深い裂け目が生じていた。それ以外にも石組が氷結したまさにその箇所まですりつぶされていた地点があった。 幅の広いガリアトのような帯が一筋高台の内側から現れて我々が横断してきた経路の 2km 弱左にあるふもとの丘の裂け目へと伸びていたが、その帯には一切の建物がなかった。それはおそらく大河の跡で、第三期、何百万年も前だ。には都市を横切ってとうとうと流れ、壁をなす第三脈の地下の機械な深淵へと落ち込んでいたのだろうと我々は結論づけた。 確かにここは何よりも先に、洞結と裂け目と人が貫通できぬ地下の秘密の領域だったのである。当時の気持ちや、人類誕生以前に遡ると思われる遊園の昔からのおぞましい遺産物を目にした時の原文感を振り返ってみると、我々が平成を予想えていたことに驚くばかりだ。もちろん、我々は何かが、年代学、科学学説、あるいは我々自身の意識が、 悲しむべきほどに歪曲しているということを意識していた。それでも飛行機を操り、多くの者どもを司祭に観察し、自分たちと世界にとって有益かもしれない一連の写真を注意深く撮影できるだけの落ち着きを保っていたのだ。私の場合、身体に染みついた科学的な習慣が多くの点で役に立った。というのも、この悠久の時を越した謎により深く踏み込みたい。 いかなる存在がこの計り知れぬ巨大都市を建設しそこで生活したのか。この得意な領域に凝集した生命体と、当時の外界一般との間にいかなる関係が結ばれていたのかを知りたいという燃えるような好奇心の前には、東惑や脅迫感をすべてひっくるめても物の,の数ではなかったからだ。この地は波の都市ではありえなかったのだから、地球古代史の中の驚くべき一章において最重要な革新部を成すに違いなく、 それが残した影響の橋橋は、基地のいかなる人類も猿の世界からよろめき出ていなかった遠い昔に混沌たる近くの経連のただ中ですっかり失われてしまい、ただ最も曖昧かつ歪んだ神話としてのみかすかな記憶を留めているに過ぎない。ここに広がるのは古代三期のメガロポリスであり、比べてみれば伝説のアトランティスとレムリア、コモリオムとウズルダロウム、ロマールの地のオラトエなどはほんの今日、 昨日ですらない、のものに過ぎず、バルーシア、ルリエー、ムナールの地のイブ、アラビア砂漠の無名都市といった人類以前の冒涜物と囁かれる諸都市を上回る大都市だった、もつれ合う殺伐とした、の上を飛びながら、時として私の想像力はあらゆる限界を逃れ幻想的な連想の小王国をあてどなく彷徨った。 この失われた世界とキャンプで出会った狂える恐怖にまつわる私自身の最も豊章な夢との間に関連性をあざなおうとさえしながら、とにかく荷を軽くするため飛行機には限られた量の燃料しか積んでこなかったので、そろそろ調査飛行は用心しながら行う必要が出てきた。しかしながら、それでも我々は風の影響がほぼ無視できる高度にまでさっと降下した後、広大な範囲の土地を、というか、空を、 カバーした。産地にもその内側のふもとの丘に縁取られた恐怖の石像都市にも、果てというものがなく思われた。両方の方角に80キロメートル飛んでみたが、アイスキューブを通して死体のようにかき上がる岩の迷宮にも石像建築にも大きな変化はなかった。だがそこには目を見張るほど著しい多様性があった。例えば、かつて大河がふもとの丘を突き抜け、 大山脈の地下に吸い込まれていく箇所の近くでは警告に彫刻が施されていた。川が流れ込む地点の両側の突端はキュクロプス式の目標等の形に荒く掘られ、周囲には隆起のある何か樽状の物体があり、ダンフォースと私の頭にぼんやりしたわけのわからぬいはわしい反類縁性を思い浮かばせた。我々は明らかに公共の広場である星型に開けた場所にも何度か出くわし、 また地表に様々な隆起があることにも気づいた。丘が急に隆起している場所は一般にほぬかれてある種不規則に広がる石の殿堂になっていた。しかし、例外が少なくとも2箇所あった。そのうち1箇所はあまりにひどく風化していたため高貴なる土地粒の上に何が乗っていたのかわからなかったが、もう一つは今なお幻想的な円錐場記念碑を載せており、それは硬い岩から掘り出され、 おおむねペトラの古代の谷にある名高い、ヘビの墓、にあるものに類似していた、麓の丘に沿ってどこまでも広がっているかに見えたこの都市も、山脈から内側に向かって飛ぶとその幅は無限ではないことが分かった。機械な石の建物が50キロメートルほど続き、そこからまばらになっていった。さらに15キロメートルほど飛ぶとそれとわかる工作の跡をほとんどとどめない未踏の荒れ地に出た。 大河の跡は幅の広い凹んだ線として見分けられるようだったが、土地はなんとなく起伏を増していくようで、わずかに上り坂になったまま霧にむせぶ西方へと消えていった。我々はここまで着陸してこなかったが、周回な構造物のどれかに入ろうともせずにこの高地を立ち去るなど到底思いもよらないことだった。そこで飛行可能な経路の近傍にある麓の丘の上の平坦な場所を探して着陸し、 徒歩で若干の探索をしてみようと決意した。これらの緩い斜面の表面には遺跡の破片が散乱していたが、低空飛行の結果すぐに数多くの着陸可能地点を見出すことができた。この後また大山脈を越えキャンプまで帰島することを考慮して、山越え経路に最も近い地点を選び、12時30分ごろ西高に着陸した、着地点は固い雪で覆われた滑らかな場所で、 速やかで良好な再発進を妨げる障害物は皆無だった。短時間の着陸でありまたその平地では強い風がなく快適な天候だったため、雪を固めて飛行機の対比号を作る必要はなさそうだった。そこで荒着用スキーがしっかり固定され、機械の主要部が防寒処理されていることだけを確認した。徒歩探査のため我々は一番熱い毛皮の飛行服を脱ぎ、ポケットコンパス、 手持ちカメラ、フラッシュバルブ、厚いノートと用紙、地質学用ハンマーと、標本袋、投販用ロープ一巻および強力な懐中電灯と交換用電池を含む小型装備一式を携行した。これらの装備は、着陸して地上の写真を撮り、図面や地形のスケッチを描き、 剥き出しの斜面や路頭ないし山の陥没部から岩石標本を採取するといった探査が可能な場合に備えて飛行機に乗せておいたものだ。幸運にも我々は予備の標本袋の中に余分の紙を入れてあり、それを引き裂いて使えたので、内部に入り込める迷宮を見つけた場合でも昔ながらのうさぎ狩りごっこの原理を用いて道筋をたどることができた。何か洞窟を見つけ、そこの気流が十分静かだったら、 岩を削って目印をつけていく通常の方法に変えてこのような勘弁法を用いてやろうと思いそれを携帯したのだ。バリバリと雪を踏みしだきながら慎重に丘を下り、乳白色に輝く西の空にぬっとそびえる途方もない大きさの石の迷宮に向かって歩いていくと、4時間前計り知れぬ山間のアイへと接近した際感じたのと同じ。不思議な何かが切迫してくる感覚が再び身に染みた。その通り、 我々の目はすでに壁なす峰々が隠していた信じがたい秘密に慣れてしまっていたにもかかわらず、おそらくは何百万年も前、基地のいかなる人種も存在しなかった頃、に意識を持つ存在が立ち上げた現所の壁の狭間に実際に侵入しようとすることは、だが、異形の念を起こさせ、宇宙的異常性を暗示して空恐ろしかった。驚くべき標高に応じて大気が薄く、 身体を動かすのが通常よりも幾分困難だったが、ダンフォースも私も楽に耐えられることが分かり、どんな仕事が降りかかってきても大丈夫だという気分になっていた。雪に隠れるほど真滅した形なき廃墟までわずか数歩で、さらに50から70メートル先には屋根のない巨大な放塁が五ぼう聖型の外形を完璧にとどめ、三内市3.3メートルの高さまで不均一に立ち上がっていた。 我々は校舎へと歩を進め、ついにその風化したキュクロプス式石材に手を触れられるようになった時、我らの種族には通常閉ざされている忘れられた英語の時間との間に空前かつほとんど冒涜的なつながりを確立してしまったような気がした。この宝類は星型をしており、頂点から頂点までおそらく90メートル、ジュラ紀の砂岩からなる不規則な大きさの石材を用いて建造され、 表面に現れた部分における角石材の平均的な大きさは 1.8×2.4 メートルだった。アーチのついた幅1.2メートル高さ1.5メートルの従眼内紙窓が列をなし、極めて対照的な間隔を持って星型の拡張点及び内角に沿って並び、それぞれの下部は表彰から1.2メートルの高さにあった。それらから覗き込むと、石組みの厚さが1.5メートルはたっぷりあること、 内部の仕切り壁は全く残っていないこと。室内の壁に帯状の彫刻ないし朝浮き彫りの痕跡があることがわかり。以前これ及び類似の放類の上を低空飛行した際に推測していたものが事実となった。元来は下の部分もあったはずだが、そういったものはこの地点では厚い氷雪の層の下に完全に隠れてしまっていた。 我々は窓の一つに潜り込んでほとんど消えてしまった壁面彫刻の遺装を読み解こうと無駄にあがいたが、氷で覆われた床面を荒そうとまでは思わなかった。事前のフライトから都市本体の建物の多くはここまで氷で塞がれていないことが示されており、屋根が残っているそれらの建造物に入れば中には邪魔なものがなく、そこから降りて本来の地面の高さまで到達できるのではないかと思っていたのだ。 立ち去る前に、注意深くその放類の写真を撮り、モルタルを用いないキュクロプス式石組みを調べて何とも遠惑してしまった。B ボディがいてくれたら、と我々は思った。彼の工学知識があれば、この都市と郊外が建設された驚くほど遠い昔、いかなる方法を用いれば核も巨大な石材を扱い得たのか推測しやすくなっただろうに。 そびえ立つ峰々の間で虚しくもまた荒々しく叫ぶ上空の風を背に、都市本体に向かって丘を下ること800メートル。その一歩一歩がほんのわずかな細部まで私の心に刻み込まれている。ダンフォースと私は別として、人類がこのような工学的効果を思い描けるとしたらそれは幻想的な悪夢の中でしかあり得ない。我々と西方の泡立つもやの間にかのおぞましいくらい石の塔がもつれ合い、 見る角度が変わるたびに新たな、OUTRE、U T R e、で信じがたい形状を表してきた。写真に撮れない石の新気楼こんなものがあり得たとは未だに信じられないでいる。石組みは総じて先ほど調査した宝類と同一だったが、郊外に異様を見せるこの石像建築の姿たるや言語に絶するトップさだったのだ。絵画ですらその無限の多様性、超自然的な重量感、 およびどこまでも風変わりな異質性のうちわずか一、二の層を描き得るに過ぎない。エウクレイデス時代の数学者には名付けようのない幾何学的形状があった。あらゆる程度に不規則でかつ切り詰められた円錐。挑発的なまでに異常なプロポーションをした種術のテラス。奇妙な球根状膨大部を持つシャフト。破損した柱の風変わりな集団。狂気のごとく周回なご防性ないしは五両の配置。 近づくにつれ、表彰にあるいくつかの透明な部分から下を見通せるようになり、気が触れたかのように散りばめられた構造物の間を様々な高さで結ぶ円筒型の石橋があるのに気づいた。整然とした街路というものはここには存在しないと見え、広い帯状の遺構といえば 1.6km 左に行ったところにある。都市を横切って山脈に注いでいたに違いない古い大河の跡が唯一だった。 双眼鏡での観察によると、彫刻と天の集合からなる水平の帯は消えかかっているものの建物外面に極めて広範に見られるようで、その神の都市の景観を半ば想像することができた。ほとんどの屋根と塔の頂部は必然的に朽ち果てていたにもかかわらず、そうじて言えば、それらは工事や裏通りが複雑に絡み合う深い谷であり、 覆いかぶさる石造りの建物や上空をまたぐ橋のため全体がちょっとしたトンネルと呼んでも良いものになっていたはずだ。だが今それらは我々の足元に広がり無限のようにぼんやりと浮かんで、背景には北の果てから低く赤い南極の日が正方の霧を通して輝こうとあがいていた。より濃密な障害物が日の光を遮り風景がしばし陰ると、私には病出すること望むべくもない微妙に脅迫的な効果が現れた。 背後の大山脈の通路を吹きすさぶ風はここでは感じられなかったが、それでもなおかすかな吠え声や笛音さえもが悪意を込めた豊章な音調を呈していた。市街部に下っていく最後の部分は、突然これまでになく急な坂になり、勾配がきつくなる円の部分に露出していた岩から見て、ここには人工的なテラスがあったに違いないと思われた。 氷の下に階段ないしそれに相当するものがうずもれているはずだ。崩れた石像建築を這い上り、偏在する崩れ陥没した壁の行き詰まる近さに身を縮ませ、その高さに比して子供になったかのような気分になりながらようやく市街地本体に飛び込んだ時、再び我々はよく自制心を失わなかったものよと自分でも驚くような感情に襲われた。ダンフォースは露骨に神経過敏になり、 キャンプの恐怖に関する不愉快なまでに不適切な推測を並べ立て始めた。それを聞いて私は憤慨した。彼同様に、悪夢のような太古から生き残ってきたこの病的な異物の持つ数多くの特徴が我々に押し付けるいくつかの結論を受け入れざるを得なかっただけになおさらだ。その推測は彼の想像力にも働きかけた。ある場所で、残骸まみれの工事にあった急な曲がり角、 地面にうっすらと跡がついているのを見た。どうも気に入らない感じだったと言い張って聞かないのだ。一方別の場所で立ち止まるとありもしない音を聞いたという、どこからともなく、押し殺した音楽的な笛音が、山の洞窟でしていた風音と似ていなくもない音が、しかし不安なことに何か違った感じの音が聞こえてきたと。 周囲のアーキテクチャとわずかに判別できる壁面のアラベスク模様とがひたすらに五点からなることが我々には逃れるすべのないやり方でおぼろげに邪悪な何かをほのめかしある意識下の恐怖に触れるような感じを与えたのだ確かにその恐怖はこの不条の地を建設し居住した現所の存在に関係していたにもかかわらず我々の科学者魂と冒険心は完全に死に絶えたわけではなく 石組みを構成するすべての岩石仕事に標本の細辺を書き取る手続きを機械的に繰り返していた。この地の年代をより正確に決定するため、なんとか全資料を集めたいと願っていたのだ。大きな外壁の中にはジュラおよびコマンチキを下る者が皆無のようで、この場所全体で見ても、先進性より新しい石材は一つも見られなかった。我々がさまよっていたのは少なくとも50万年以上。 おそらくはさらに長期間この地を統治してきた死のただ中だったのだと厳格な確信を持って言える。石が影を落とす黄昏の中を進みながら、開いた入り口を見るたびに立ち止まって中を伺い、侵入できるか確かめてみた。いくつかは手の届かない高さにあり。そうでなければ丘の宝類同様に屋根がなく中を見ても荒れて氷に閉ざされた廃墟に過ぎなかった。一つの広々とした入り口は気をそそったが、 そこ知れぬ深淵の上に口を開けていて、降りるための手段が何も見えなかった。時折鎧戸が残っていて、その石化した木材を調べる機会があり、今なお見分けがつく木目がほのめかす方外な古さに印象づけられた。それらの材料は中世代のラシ植物や玉果て植物、特に白亜紀の素鉄、及び明らかに第三期の扇林と初期の皮脂植物だった。 先進性以降なのが確実なものは見つからなかった。鎧戸の固定法は、縁には当の昔に失われた奇妙な蝶蓄があったことが伺えた。様々であり、厚い朝顔工の外側のことも内側のこともあった。それらは、おそらくは金属製だった固定用具や締め具が錆びてなくなった後もその場に引っかかったまま留まっていたのだろう。しばらくすると、一連の窓が並ぶ場所に行き当たった。 無傷のままの頂上を持つ途方もなく大きな五両の衰退脇の膨大部にあったもので、中を見ると、先は石の床を持つ保存状態の良い部屋になっていた。が、窓が部屋の高いところにあったためロープなしでは降りられなかった。ロープは携帯していたものの、やむを得ない場合ならまだしも六メートルも降りるのは煩わしかった。ことに心臓にかかる負担がは,なはだ大きくなるこの高原の薄い大気の下では、 この巨大な部屋はある種のホールないしコンコースだったのだろう。懐中電灯で照らしてみると、壁に沿って水平の帯状に一回入りする形で、何かハッとするような肉太の彫刻が広い帯となって明瞭に残っており、彫刻の広い帯と帯との間は様式化された唐草模様からなる同程度に広い帯によって区切られていた。我々はこの地点を注意深くノートに記録した。 もっと容易に内部に侵入できる地点がなければここから入り込むつもりなのだ。しかし、ついに我々はまさにおあつらえ向きの開口部に出会った。幅1.8メートル高さ3メートルの共同で、そこから通路をまたぐ橋が空中に伸びていた跡があり、その橋は以前は現在の表彰から1.5メートルほど高いところを通っていたはずだ。 当然これらの共同は上階の床面と同一平面上にあったわけで、この地点ではそういった床が残っていたのだ。開口部から入った先の建物は、左手に並ぶ一連の区形のテラスで、西に面していた、通路の反対側にあたる地点には古ぼけた円筒があって、そこにもう一つの共同が口を開けていた。この円筒には窓がなく、 開口部の約3メートル上に奇妙な膨らみがあった。中は真っ暗で、共同はあたかも無限に虚ろな井戸が口を開けているかのように見えた。破片が積み上がっているおかげで左手の大きな建物には一段と容易に入ることができたが、いざ長らく望んでいた機械が巡ってきたというその瞬間、我々は春巡した。 これはその性質がますます我々にとっておぞましいほどに明らかになりつつある驚くべき過去の世界から現在まで完全な状態で生き残った建物の一つであり。すでにこのもつれあう太古の謎の中に侵入しているのにもかかわらず、実際にそういった建物の内部に足を踏み入れるには新たに腹を決め直す必要があったのだ。だが結局我々は瓦礫をよじ登りぽっかり口を開けた朝顔港の中へと突入していった。 その先の床は大きな粘板岩の石符で、彫刻された壁を持つ長く背の高い通路の出口となっているようだった。部屋の内側には外への出口となる多くの共同があり、それらを調べた結果、建物内が複雑に入り組んだ部屋の並びになっているかもしれないと見て、うさぎ狩りごっこ式経路探索法を開始することにした。これまでのところは、 コンパス及び背後の塔の間に四重チラチラと見えていた大きな山地の姿だけで十分道に迷わずに住んでいた。だが今の時点からは人工的な代替法が必須となる。そこで余分に持っていた紙を適当な大きさにちきりって袋に詰め、ダンフォースに運ばせて、安全性を損なわない範囲で倹約しながら使うことにした。この原子の石像建築の中では強い空気の動きが一切見られなかったので、 多分この方法で迷わずに済むだろう。もし問題になるような気流が起こったり、用紙を使い果たしたりしてしまった際には、より安全だが手間のかかる岩削り式に戻ることもできる。自分らが一体どれほど広大な領土を分け放ったのか、それは苦痛なしには推測できないくらいだった。異なった建物同士が各所で密接に連絡し合い、 またこの重厚な建造物の中には氷がほとんど入り込んでいなかったため、局地的な崩壊や地質学的隆起がない限り、氷の下の橋を通ってそれら建物の間を行き交えるものと思われた。氷が透明になっている箇所では常に埋没した窓をしっかりと鎧戸で閉ざしている様子が見えたため、あたかも街角一帯が、氷床によって都市の下部が結晶化される前から氷に閉ざされた後まで、 その状態のまま残ったかのようだったのだ。確かにこの地には、突然破滅したのでもなくまた次第に零落していったのですらなく、くらい英劫の昔に意図的に閉鎖され放棄されたという印象があった。名もなき住民たちは氷の進出を予期していたのだろうか。もっと破滅的でない住居を求めて一斉に立ち去ったのだろうか。 いかなる精密な地文学的条件の下にこの地点における表床の形成が行われたかは、今後の解明を待たねばならない、すりつぶすような作用、出なかったのは極めて明らかだ。おそらく積もった雪の圧力によるものであり、大河からの洪水内視は大きな山地にあった古い氷河ダムの決壊もまた現在観察される特殊な状態が形成される一助となったのであろう。想像力を駆使すれば、 この地についてどんなことでも思い描けるようだった。6. 細部までダラダラと説明していったので浜泥っこしいだけだろう。我々は現所の石像建築からなる多孔室の、遠い昔に死に絶えた蜂の巣の内部を彷徨っていた。古の謎を秘めたこの周回な巣穴は数えきれぬ時代の後、今初めて人間の足元で靴音を響かせているのである。とりわけこれは真実だ。 単に偏在する壁面の彫刻を調べただけで各も多くの脅威と恐怖のドラマの掲示に至ったのだから、フラッシュ撮影したそれら彫刻の写真は、今我々が公にしようとしているものが神聖であると証明するため大いに役立ってくれるだろうし、さほど多くのフィルムを傾向していなかったのは何とも遺憾なことである。実際、フィルムを使い切った後は顕著な特徴についてノートに雑なスケッチを取ることになった。 我々が侵入したのは丹念に作り上げられた大規模な建物で、異様のない地質学的過去に属する建築様式という感じが印象的だった。内部の仕切り壁は外壁ほどにはどっしりとしていなかったが、低層階のものは極めて良好に保存されていた。迷宮なす複雑さが全体的な配置を特徴づけており、各階の高さも奇妙で不規則な具合に異なっていた。 ちぎった紙片で跡を残していなかったら早々に道に迷ってしまったことだろう。より古色のある上の部分を真っ先に探査することにし、迷路の中を距離にして30メートルばかり登り、小部屋の列が雪と破滅に覆われた口を極地の空に向けて開けている最上階を目指した。当反にあたっては横方向にうねのついた石の急斜面やあちこちにある階段代わりの傾斜した板を使っていった。 見かけた部屋部屋はおよそ考えるすべての形とプロポーションをしており、五ぼう型から始まって三角形、完全な立方体までも含んでいた、より広い部屋も数多くあったものの、そうじてそれらの広さは床面積が 9×9 メートル、高さ6メートルと言ってよいと思う、氷の層及びその髪型の部分をすっかり調べてしまうと、 我々は一回ずつ降りながら氷の面より下の部分へと入り込み、ほどなく互いに連結し合う小部屋と通路の迷宮の中にいることに気づいた。これをたどれば、この建物の外にある無限の領域におそらくは行き着けるのだろう。どういうわけか我々は、周りを取り巻くキュクロプス式の重量感や巨人症から不愉快な感じを受けるようになっていた。この冒頭的なほど古い石組みの持つあらゆる輪郭に、 大きさに、比率に、装飾に、構築上のニュアンスに、曖昧ながら深いレベルで非人間的な何かが存在していたのである、彫刻が明らかにしたものから、我々はすぐに理解することになったのだ。この怪物めいた都市は何百万年も前から存在していたのだと、どんな工学的原理を用いれば、 このような変則的な方法で膨大な岩石の質量のバランスを取り調整することができたのか、今もなお説明することができないままでいる。だが、アーチの機能に多くを追っていたことは明らかだった。訪れた部屋部屋には持ち運べるものは何一つ残っておらず。この都市が故意に放棄されたという我々の信念を裏付けていた、主たる装飾要素はそこかしこに現れる壁面彫刻の系列で、 90センチメートルの幅を持つ複数の連続的な水平の帯が、間に同じ幅の幾何学的な唐草模様の帯を挟みつつ床から天井まで連なっていた。例外はあったもののこの配列規則はあらゆる場所で優勢だった。しかしながら、唐草模様の帯の一つに沿って奇妙にパターン化された点のグループを含む一連の滑らかな渦巻き装飾が彫り込まれていた。その技巧が円熟し、完成し、 美学における最高度の洗練に至っていることが立ちどころに分かった。人類が持つどんな基地の芸術の流儀と比べてみても隅から隅まで完全に異質だったのもかかわらず、仕上げの繊細さをとってみると、これに近いものすら見たことがなかった。ここまで大型の彫刻なのに、植生ないし動物の生活をほろに入り細そううがちを恐れるべき白身性を持って描き出していた。一方、 様式的な衣装は複雑な技巧の脅威と言うべきものだった。唐草模様から数学的原理が行き渡っていることが知られ、対称性を秘めた曲線と角度は5という数を基盤にしていた。絵画的な方の帯は、高度に洗練された伝統の形に則っ,っており、独特なパースペクティブの処理を伴っていたが、それらの彫刻の持つ芸術的な力は我々の心を強く打ち、 被害を隔てる巨大な地質学的時代に妨げられることはなかった。虹元的なシルエットの形の断面図を独特なやり方で密に平地するのが彼らのデザインの根本的な方針で。いかなる古代種族も超えた精神分析学を体現していた。どのような作品であれ。我々の美術館に展示されているものとこれらの芸術を比較しようとしても無駄だ。我々の写真を見れば。 最も勇敢な未来派が目指すアルッシュグロテスクな構想がそれらに最も近い親戚だということがわかるだろう。唐草模様はすべて彫り込まれた線からなっており。彫り込みの深さは風化していない壁の部分で3から5センチメートルの範囲で様々だった。天のグループを含む渦巻き装飾。何らかの未知の古代言語及び古代文字の秘文であることが明白だった。 が現れている部分の表面は約4トルの深さで、点を打った部分はさらに1トルほど深かった。絵画的な方の帯は皿型に削られた面から浅いレリーフとして浮かび上がっており、背景部分は壁本来の面から約5トル奥まっていた。いくつかの例では以前の彩色の跡を見出し得たが、 ほとんどの場所で言語に絶する英語の時間のために塗布されたとおぼしい色素は全て分解し脱色していた。強感すべき技巧を調べれば調べるほど、ものどもへの称賛の念が湧くのだ。厳格な様式化の裏には、芸術家としての詳細かつ正確な観察目と描画技術が定流として流れていることが伺えたのである。そしてまさに伝統それ自体が、 手書き表された各々の対象の真の生髄やそれら病が対象の間にある生き生きとした際を象徴化し強調するために奉仕していた。我々はまた感じてもいた。これら認識可能な微点の背後に、我々の知覚が及ばぬ何かが潜んでいると、隠れた象徴をそれとなくほのめかす感じがそこかしこにあり、我々のものではない精神及び情動的な背景と、 完全なあるいは我々とは異なる感覚器とがあれば、広大かつ通説なほどにそれらの重要性を読み取れたのであろうに、彫刻の題材は失われた制作当時における生活から取られているのが明らかで、また歴史に立脚するものも多かった。この戦死生物の異常なまでに歴史を重視する精神のおかげで、偶然のいたずらながら、我々にとっては不思議なくらい好都合なことに、 彫刻は恐ろしいほど大量の情報を伝えてくれ。それらを撮影し転写することを何よりも優先しようと思わせたのだ。いくつかの部屋は大盤の地図や製図他の科学的な図形がある点で他の多くと異なっていた。これらは我々がフリーズや大道の絵から収集したものに対する素朴かつ恐ろしい確証となる。自分が一体何を見出したのかを暗示するにあたって、 私を信じてくれる側の人々の間にこの弁明が健全な警戒心以上の無用な好奇心を引き起こさなければよいがと望むばかりである。それを止めさせようとする警告それ自体が彼女と恐怖の領域へと誰かを誘ってしまうならば、悲劇としか言いようがない。彫刻を施されたこれらの壁面同士の間には高い窓とがっしりした3メートル半の戸口が挟まっていた。あちこちに石化した木の厚板。 入念に彫刻され磨かれたが残っており、本物の鎧戸やドアだった。固定金具は全て塔の昔になくなっていたが、いくつかのドアは元の位置にあり、部屋から部屋へと進む際にどかさなければならなかった、奇妙な透明な窓盤、ほとんどが楕円型のついた窓枠は、大した数ではなかったものの所々に残っていた。また、 そこかしこに大きな壁岩があって、掃除て中は空だったが、稀に緑色の石鹸石を削ってできた機械な物体が入っており、破損しているかあまりに過当なため移動するまでもないと思われたのだろう。他の回後部は疑いなく失われた機械装置、暖房、照明その他の、に接続されており、それらの機器類がどのようなものかは多くの彫刻によって示唆されていた。 天井は質素なことが多かったが、諸々緑色の石鹸石あるいは他の種類のタイルがはめ込まれていたようで、それらはほとんどが落ちてしまっていた。同様のタイルが床にも見られたが、多くの場合地味な石組みだった。寸で術のように、家具その他の動かせるものは一つもなかった。だが、 彫刻はこの墓穴ぐらじみた小玉を返す部屋部屋がどのような風変わりな備品で満たされていたかをはっきりと伝えていた。表彰より上の方では掃除て床面に採石や人海や破片がうず高く積もっていたが、下るにつれ堆積物は減っていった。下の方の小部屋のいくつかと通路には古代のかさぶたのように砂ぼこりがある程度だった一方、時々新たに拭われたように奇妙に汚れのない感じの区域もあった。 無論隆起ないし干没が発生すれば上層だけではなく仮想も乱雑になるはずだ。中庭があるために、空から見た他の構造物と同じく、内部の領域も真っ暗にならずに済んでいた。そのため、彫刻の細部を精査する場合を除いて上の方の部屋では我々はほとんど懐中電灯を使わないできた。しかしながら、教官の下では黄昏が深まり、 もつれあった一回部分では真の暗黒に近づいていた。英語の静寂が滑るこの人外の石像迷宮に侵入しながら我々が何を考え感じていたか、その一端でも分かってもらうには、救いがたいほどぐちゃぐちゃに混ざり合った当惑するような儚い気分や記憶や印象を、相互に関連づける必要がある。 感受性の高い人なら誰でもこの地の恐ろしいふるさと知識的な小説だけで十分圧倒されてしまうだろうが、加えてキャンプで見た未だ説明されていない恐怖という要素があり、周りを取り巻く彫刻によって明らかにされた新事実があったのだ。それはあまりにも突然だった。彫刻が完全な形で保存されている区画にたどり着いた瞬間、他の解釈の余地はなくなった。 ほんのちょっと調べるだけでおぞましい真相が判明した。ダンフォースも私もそれを個人的に疑ってみたことはなかったと主張すれば素朴に過ぎるだろうが、我々はこの真相を互いにほのめかすことすら避けてきたのだ。何百万年もの昔、人類の先祖が未だに過当な原始哺乳類だった頃、 巨大な恐竜が欧州やアジアの熱帯性ステップに跋扈していた時すでにこの途方もない死んだ都市を建設し居住していた存在の本性について疑問という名の恩調はもはや残っていなかったのであるこれまで我々は自暴自棄な対立仮説にすがりつきごぼ生型のモチーフが偏在しているのは 五個の頂点を持つという性質を明白に体現していたし、盛大の自然物に対する何らかの文化的な意志は宗教的な熱狂の産物であると、互いに、共弁し合ってきた。ミノア文明期のクレタで聖なるオスーシエジプトでスカラベオ、ローマでオオカミとワシをまた主樹の蛮族が象徴動物を装飾のモチーフとして建て祭ったように。だが今やこの唯一の逃げ道は奪い取られ、 理性を揺るがすような理解に直面させられることになったのである。これらのページを紐解いてきた読者なら疑いなく当の昔に予期していたであろう真相に。今になってもなお、私はそれを白黒つけた形で記したくはないのだが、おそらくその必要性はないだろう。恐竜時代にこの恐れるべき石像建築を立ち上げ、住まいした者どもは恐竜どころか、確かにずっと悪いものだった。 単なる恐竜はほとんどのオなしの心ものだった。だがこの都市の建設者は賢く、老練で10億年近く前の岩石に足跡を残していた。真の地球生命がぐにゃぐにゃな細胞塊以上に進化していなかった頃の岩石。真の地球生命が全く生まれていなかった頃に生成された岩石だ。彼らはこれらの生命の製作者であり、それらの生命を連続させていたものであり、 またなこと写本や、ネクロノミコン、といったものがおののきつつほのめかした極悪非道な古神話の原型となったことにも何らの疑いはない。彼らは地球若かりし頃に星々から滴り落ちた大いなる古き者ども、だった。その素材は異質な進化によって形成され、彼らのような力をこの惑星がかつて持ったことはなかった。 そしてわずかに数日前、ダンフォースと私が実際に彼らの鉱物化しか石化した一部を見、そして哀れなレイクと彼の部下たちが完全な外形を見たと考えると、我々が知ってしまった人類以前の生活という一つの周回な章を正しい順序で述べるのは、無論のこと私の手に余る。驚愕の真事実によるショックの第一波を浴びた我々は息を整えるためにしばし足を止めざるを得なくなり、時計を見ると、 実際の系統的な調査行きを始めた時にはとっくに3時を過ぎていた。我々が侵入した建物の彫刻は地質学的、生物学的、天文学的特徴から見て比較的後期、おそらく200万年前のもので、後に表彰の下の橋を渡ったところにあるより古い建物で見つけた標本と比較すると、大敗芸術と言っても良いものを体現していた。 硬い岩石から削り出された一大仮覧で0千万年。いやおそらくは0千万年前。死神聖後期内死白亜期前期。にまで遡ることができ。被験するもののないほど芸術的に突出した朝浮き彫りを所蔵していた。だがそこにはこれを超える圧倒的な芸術性を持つものが一つだけあった。今に至るも我々が一致して思考とみなすそれとは、 つまり我々が少量した中で最古の住居のことである。狂人として監禁されたくはないので、近日中に公開する予定のこれらの写真がなかったら自分が発見し推論したものを語ろうとは思わなかっただろう。パッチワーク上になったこれらの物語の最初期の部分。全地球時代すなわち星状の頭部を持つ生物が他の惑星、他の銀河、他の宇宙に居住していた頃の生活のこと。 は当然ながらこの生物たち自身の幻想的な神話として容易に解釈し得る。だが、そういった部分に含まれる意象や図案は時として数学と宇宙物理学の最新成果に不思議なほど符合しており。どう考えればいいのか私には皆目検討がつかない。写真公開の際、他の人々が見てどう判断するか待ちたい。当然、我々が出会ったどの彫刻の集合も、 何か一連の物語の中の一段ペを語るのみだったわけで、様々なステージをどう並べれば本来の物語の順序になるかとても思いつけなかった。デザインに関する限りいくつかの大部屋は相互に独立していた一方、一連の部屋と通路をまたいで連続的な歴史絵巻が語られていた場合もあった。太古の地面の高さよりさらに下った恐るべき深淵の壁に最良の地図と図面が掲げられていた。 面積が60メートル平方、高さが18メートルほどの洞窟で、ほぼ疑いなく一種の教育センターだった。同じ題材が異なった部屋や建物の間で何度も使い回されていて腹が立ったが、彼らの経験を物語るある賞や、種族の歴史から来たある種のようやくないし局面が様々な室内装飾人や居住者の間で人気だったからに違いない。それでも、 同一主題に対する複数の範があることは疑問点や欠落箇所を解消するのに役立った。自由にできた短い時間の中で、我々があれほど多くの推論を巡らし得たことを私は今でも不思議に思っている。もちろん、我々は今なおごくごく荒い輪郭を知っているに過ぎない。しかもその多くは後から写真やスケッチを研究していたものだ。後日行ったこの研究が影響して、 蘇った記憶と曖昧な印象とが、彼の感受性の高さ及び私にすら素性を明かそうとしない最後に別件した恐怖らしきものと相まって、ダンフォースが現在崩壊している直接の原因となったのだ。だがそれは必要なことだった。ありったけの情報を提供せずに知的な警告を発することはできないし、その警告は何としても発さなければならないからだ。 かの知られざる南極の地に宣延する歪んだ時間と狂った自然法則のため、これ以上の調査をとにかく中止させることが肝要なのだ。7。解読し得たすべての物語は間もなくミスカトニック大学の公式記号に掲載されるであろう。ここでは特に目を引くハイライトのみをザックバランにスケッチすることにする。神話か田舎は別として、 彫刻はかの星型頭の生物が宇宙空間から8世紀の生命なき地球に到来したことをごっていた。彼らの到来を、またオリオリ宇宙の開拓地へと乗り出していった他の諸存在の到来を、彼らは巨大な翼に乗って星間のエーテルを渡ることができ、考古家の同僚がだいぶ昔に話してくれた不思議な丘の伝説を奇妙にも裏付けていた。海中にもかなりの頭数が居住しており、 ファンタスティックな都市を建設し、未知のエネルギー原理に基づく複雑な装置を用いて名もなき敵と死闘を繰り広げた。間違いなく彼らの科学知識及び機械技術は今日の人類を遥かに凌駕していたものの、必要に迫られない限りそれらを広範かつ精密な形では応用しようとしなかった。一部の彫刻は、 彼らが別の惑星の上で機械生命体の段階を経ていたものの情緒面で満足が得られないため撤回したことを示唆していた。彼らの生態組織は超自然的に強靭であり、生まれつき簡素な物資のみを必要としていたので、特殊な機械装置の助けを借りずに工事空間で生きることができ、時折周囲の諸元素から身を守るために用いる他は外衣ももいらなかったのだ。彼らが初めて、 入手可能な材料と長く知られてきた手法等を用いて、地球生命を作り出したのは海中でのことだった。はじめは食用に、後には別の目的で、宇宙から現れた種々の敵を撃退してのちさらに手の込んだ研究が行われた。彼らは他の惑星でも行ってきたように、食料として必要な分だけでなく、 共同体が必要とする重労働に刺激するための一種の多細胞性の原型質の塊を作り出し、これは催眠術による命令で一時的にどんな種類の機関の形でも取ることができるため、理想的な奴隷となったのだ。この粘性のある塊はアブドゥル・アルハズレッドが恐怖の、ネクロノミコン、の中で、ショゴッス、の名で囁いたものにそういない、最もっとも、 この狂えるアラブ人はショゴススについて一種のアルカロイドを含む薬草を噛んだ者の,の夢の中にのみ現れ、実際には地上には存在しないとほのめかしているのだが、星型頭の古き者どもは単なる食料と十分な量のショゴススを合成した後、様々な狙いの下に他の細胞集団を動物や植物の形態に進化させ、その中で面倒を起こすようになった者については全て駆除した。 新調すれば大変な重量物でも持ち上げられるショゴススの助けによって、小さく背の低かった海中都市は同目すべき巨大な石の迷宮へと育ち、それは後に陸上に建設された都市にも引けを取らないものとなった。確かに、高度の適応力を持っていた古き者どもは、宇宙の他の場所において陸地に住んでいた経験が豊富で、そこから多くの地上建設の伝統を引き継いでいたのだろう。 我々が歩んでいた悠久なる死の通路に掲げられたものを含み、彫刻に残された古代三期の都市の建築様式を片端から調べていくにつれ、自分たちにすら説明しようとしたことのない、機械な暗号に印象づけられた、我々を取り巻く現実の都市では建物の頂上部分は風化してしまい、幾時代も前に形なき廃墟と化していたのだが、 朝浮き彫りにはありし日の姿がはっきりと描かれていた。おびただしい数の針のような戦闘が週村がし、いくつかの円水と角水の頂上には繊細な頂き花があり、スカラップ状の薄く水平な円盤が何層にも重なって円筒状の柱のてっぺんに乗っていた。これはおぞましく不吉な蜃気楼で見たそのままではないか。 そんな特徴を持ったスカイラインなどこの人からは何万年も前に失われてしまっていたというのに、哀れなレイクの不運なキャンプに初めて接近した際、あの計り知れぬ狂える山脈を越えて何も知らぬ我々の目の前に浮かび上がってきた新気楼だ。海中に始まり後に地上へと移民していった古き者どもの生活については、満館の書物を表すことができる。 浅瀬に住んでいた者どもは頭部にある5本の主食種の先端の目をフルに活用し続け、極めて日常的な方法で彫刻芸術及び著術を足しなんだ。書き物は耐水性のワックスでできた表面にスタイラッスでいった。深海で生活する者どもは奇妙な輪廻性生物を光原にしていたが、資格の補助として頭部のプリズム状専門を通してもたらされるほのぐらい空間感覚を援用した。 この感覚のおかげで古き者どもは緊急の場合光なしでもある程度やっていけたのだ。彼らの彫刻及び著述の方法は時代を下るにつれ奇妙に変化し、明らかに科学的なコーティングを伴うようになったのだが、おそらくは輪行性を保つため、そのコーティングのプロセスについては朝浮き彫りからははっきりしたことはわからなかった。海中では一部には、速報にある海百り状の腕によって、 泳いだりまた一部には義足を持つ下部の触手層によってのたくったりして移動していた。時には幾組かの折りたたまれた線上翼を補助的に用いて長距離を格好したりもした。陸上では局所的な移動には義足を用いたが、しばしば翼によって相当高くまた遠くへ飛行した。海売り場の腕が多く枝分かれした先の細い触手はこの上なく繊細。柔軟、強力で、正確な神経、 筋協調作用を有しており、あらゆる芸術その他の手を用いる作業において、類まれな技巧と手際を発揮した、者どもの頑丈さは信じがたいほどだった。最も深い海底の恐れるべき水圧すら彼らを傷つけることができないようだった。暴力以外で死ぬものはごくわずかであり、埋葬地は極めて限られていた。 埋葬の際は垂直に遺体を立てその上に刻印のあるごぼう型の図鑑を作ったという事実を描いた彫刻を見た後、ダンフォースと私の頭の中にはいくつかの考えが浮かび、そのため一息入れて立ち直るための時間を必要とした。その者どもは奉仕によって、レイクの推測通り死だ植物に似た方法で増殖したが、非常な強靭さと長命ぶりの結果補充すべき人口がなかったため、 新たな植民地が現れない限り大規模な全容体の発生は奨励されなかった。若い個体は迅速に成長し、我々に想像し得るいかなる水準をも明らかに超える教育を受けた。高度に知的かつ美学的な生活が甘ねく広がり、永続的な慣習と精度ががっしりと組み上がっていた。これらの社会制度については出版予定のモノグラムの中でたっぷり記述するつもりである。 海と陸では若干の相違があったが基礎内視本質において共通していた。植物に似て無機物から栄養を得られたのにもかかわらず、有機物、特に動物の肉をことのほか愛食した。海中では海生生物を生のまま食べたが、陸上では食材を調理した。狩猟を行い食用の家畜の群れを飼育した。土殺には鋭利な武器を持ち、 これが我々の調査で示されたいくつかの化石骨上の奇妙な跡の原因となった。常識的な範囲の温度には驚くほど見事に耐え、凍りつく水中でもそのままの状態で生きることができた。しかしながら、更新世の代表期、約100万年前だ、が近づいてくると、陸上生活者は人工的な暖房を含む特殊な手段を取ることにした。 ついに絶望的な寒さが彼らを海中へと追い返すまで、伝説によると、有史以前の生肝飛行では、彼らはある種の化学物質を吸収して、食事、呼吸、温度に影響されない状態になった。だがこの代表機の時代にはこの手法が途絶えていた。いずれにせよ人工的な状態を損傷なしにいつまでも維持することは不可能になっていたのだ。 がいを作らぬ繁殖物的な構造のため、古き者どもは哺乳類の生活における家族という段階を持った目の生物学的基盤を有していなかったが、スペースを快適に活用しようと大きな世帯を組織し、絵に描かれた同居人たちの職業や娯楽から推測するに、これは気心のあった相手との精神的な付き合いを求めてでもあった。部屋の造作については、 大きな部屋の中央にあらゆる調度類を集めて、壁面をすべて装飾に当てられるようにしていた。陸上生活での照明はおそらく電気化学的性質を持つ装置によってなされていた。陸海ともに、奇妙なテーブル、椅子、円筒状の枠を持った。休息や睡眠は触手を下ろした状態で直立したまま取ったから、ソファを用い、 点を打った平面上の物体を蝶都で束ねたものを書物として棚に収めていた。統治機関は明らかに複雑でおそらくは社会主義的だったが、この点については彫刻を見ての推論からは格言できない。地元及び都市間で盛んな小取引が行われ、貨幣として刻印を持つ小型で平べったい五芒製型をしたチップを用いていた。我々の調査で発見された様々な緑っぽい石鹸石のうち、 小型のものがこの種の効果だったのだろう。都市生活が主だったが農業や畜産業も存在した。工業とある程度の規模の製造業もまた営まれていた。旅行は極めて頻繁だったが。永住のための移動は種族が拡大する際の大掛かりな植民運動を例外として比較的稀だった。個人の旅には古き者どもは外部的な補助を用いなかった。陸海空いずれでも大変高速に動けたためだ。 しかしながら荷物は二役生物に引かせた。海中では処ごっス後の陸上生活者の間では主樹の機械な原始脊椎動物に。これらの脊椎動物は他の無数の。海生陸生寄生の動植物の。生命形態と同じく。古き者どもが作成した生きた細胞が勝手気ままに。しかし彼らの注意を引くことなく進化した産物であった。 それらはかの支配生物と対立するほどのものにならなかったため黙認されていたのだ。もちろん厄介者は機械的に駆除された。最後期の最も堕落した彫刻の中に描かれたよろよろ歩く原始的な哺乳類が我々には興味深かった。陸上生活者がそれらを時には食用として、時には慰み者の道家として用いていたのだが、類人縁及び人類の遠い先駆けであることが明白だった。 地上都市の建設にあたっては現在のところ個生物学的には知られていない大型の翼を持つプテロダクティルスの一種に巨大な石材を持ち上げさせ、高い塔の上に運ばせるのが一般的だった。古き者どもが自らの耐久力によって様々な地質学的変遷や地殻変動を生き延び、長く栄えたことはほとんど神父的というべきである。最初に建設された中で私政代以降まで持ちこたえた都市はほとんどないか、 あるいは海無だったようだが、文明と記録は途切れることなく受け渡しされていった。初めてこの惑星へ到来した際の降臨の地は南極海で、それは月の原料となる物質が隣接する南太平洋からもぎ取られた後それほど経っていなかった頃に違いない。彫刻された地図の一枚に従うと、その時代には全地球表面が海没しており、 長い期間をかけながら石造りの都市が南極からより遠くへ遠くへと広がっていった。もう一枚の地図は南極点の周囲に広大な乾いた陸地が広がっている様を示しており、試験的な入植が始まっていたことも明らかだった。もっとも、種族の中心地を移動した先は大陸棚の海底だったのだが、後の地図では陸地はひび割れ漂流し、分離したいくつかの部分は北に流れていった。 これは近年テイラー、ワイゲナー、およびジョリーが提唱した大陸移動説を厳密に支持するものである。南太平洋に新たな陸地が隆起した時、ゾッとするような事態が始まった。いくつかの海中都市は絶望的なまでに粉砕され、だがそれが最悪の最悪だったわけではない。他の種族、他己に類似した姿の陸生種族でおそらく伝説的なクトゥルーが生んだ人類以前の落とし子ども、 が無限の宇宙から落ち来たり残忍な戦争を勃発させ、一時は古き者どもすべてを海中へと撤退させた。陸への入植が進んでいただけに打撃は大きかった。後には兵が成立した際には新たな大地はクトゥルーの落とし子供のものとなり、一方古き者どもには海と古い土地が与えられた。新たな陸上都市が建設され、その中で最大のものは南極に建てられた。 ここが最初に降り立った聖地だったからである。以前と同じくその時から南極は古き者どもの文明の中心であり続け、この地にあったクトゥルーの落とし子どもの諸都市は見つかる橋から全て撤去された。その時突如として太平洋の土地が再び沈下し、恐怖の石像とシルリエーすべての宇宙た子どもを道連れにしたため、再び古き者どもがこの惑星における最高の地位を占めたが、 彼らが決して口にしようとしないあるものへの一つの黒い恐怖だけは残った。だいぶ後になると、彼らの都市は地球の海陸全体に散りばめられるようになった。出版予定のモノグラフの中で考古学者に P ボディ式掘削装置を用いていくつかの広く離れた領域にわたる系統的な掘削を行ったらどうかと私が進言したのはこのためである。時と共に海から陸へと向かう普遍の傾向があり、 この移動は新たな大陸の隆起によって促進されたが、海から全員が引き上げることはなかった。陸を目指す動きの原因となったもう一つの理由が、真っ当な海中生活には格べからざるものとなっていたショゴッスの飼育及び管理において新たな困難が生じたことだった。悲哀とともに彫刻が告白するには、時代を下ると無機質から新たな生命体を作成する技術が失われてしまい、 したがって古き者どもは既存の生命体を新たな異形にはめるやり方に依存せざるを得なくなっていた。陸上では大型爬虫類が極めて従順で使いやすいことが分かったが、海の諸ゴッスは分裂によって繁殖し、偶然拾い集めた知能をもはや危険なレベルにまで高めており、一時は手強い問題を提示した。それらは常に古き者どもの催眠暗示によって制御され、 仮想的で頑健な身体を時に応じて必要な手足や器官へと様々に変形させてきた。だが今やそれらは時として自己変形能力を自律的に発揮させ、過去の暗示によって植え付けられた種々の形態を模倣するようになっていた。どうやら反固定的な脳を発達させたようで、時に頑固で独立した意思作用を持ち、それを通して古き者どもの意思を反映させるようになったのだが、 必ずしも常に標準というわけではなかった。これら諸語スを描いた彫刻の絵はダンフォースと私を恐怖と嫌悪で満たした。通常それらははっきりした形を取らず、粘りのあるゼリーからなる泡がシュームラがしたように見え、休憩を取った場合の平均的な大きさは直径約5メートル弱だった。しかしながら、それらの形態と体積は絶え間なく変化し、自らの意志ないし暗示に従って、 主人を模した形態の一時的な資格、聴覚、会話用機関らしきものを突出させた、二条期中期。おそらく一億五千万年前頃にそれらはとりわけ手に負えなくなり、海星の古き者どもはそれらを再び屈服させるための戦いを始め、それは紛れもなく戦争と呼べるものだった。言い知れぬ時間の深淵を超えてすら、この戦争の絵や、 ショゴッスに惨殺された犠牲者が典型的に示す首のない汚い粘液まみれの姿には不思議に恐ろしい性質があった。古き者どもは分子や原子を上乱させる奇妙な武器を反乱者に向け、最終的には干渉を収めることができた。それ以降の彫刻は、アメリカ西部の野生馬がカウボーイに飼いナらされたように、ショゴッスが武装した古き者どもに飼いナらされあるいは破壊された一時期を示していた。 放棄の際、ショボスが水の外でも生きられることが示されたが、この変化は奨励されなかった。陸上での有用性など管理上の面倒からすると到底釣り合うものではなかったからだ。ジュラ紀の間に古き者どもは新たな外宇宙からの侵略という不運にまたも見舞われた。今回は半ば禁止のような、半ば甲殻類のような怪物どもで、 近年、冥王星の名で発見された遠隔の惑星からやってきた。この生物は北方で囁かれる丘の伝説に描かれる怪物やヒマラヤで、未、五内市愛おしい雪男、と呼ばれる怪物と疑いなく同一だった。古き者どもはこれらの存在と戦うにあたり地球到来後初めて、青函のエーテル空間へと再び打って出ようと測ったのだが、 伝統的な装備をすべて整えたにもかかわらずもはや地球の大気圏を離れられないことを思い知っただけに終わった。星官飛行の秘密が何であったにせよ。この種族はそれを完全に失ってしまったのだ。戦いの末、未、五は古き者どもを北の大地から駆逐し尽くしたが、海の中の古き者どもには全く手を出すことができなかった。徐々に徐々に、 この古代種族は本拠地だった南極に撤退するようになっていった。注目に値する奇妙な点として、クトゥルーの落とし小闇。語は古き者ども以上に我々の知る物質とはかけ離れた素材からできていたことが戦争画から読み取れた。敵主たる古き者どもとは異なりこれらの怪物は変身能力や再統合能力を持ち、 故に怪物どもの本来の住処は宇宙空間のさらに遠方の深淵であったのだろうと思われた。異常な眼強さと並外れた生物としての属性を別にすれば、古き者どもは厳密に物質的であり、究極の発生地は基地の時空連続体の中にあったに違いない。一方、他の怪物どもがどこから最初に生まれ切ったのかは息を殺してでしか思い描けない。無論以上述べたことは、 侵略者たちに帰属させられている地球外との連関や危険性が純粋な神話ではないという恣意的な過程に基づいている。おそらくのところ、歴史への興味と自負心が古き者どもの主たる心理的要素を成していたため、時々喫した敗北に対する口実として彼らは一つの宇宙的な枠組みを発明したのだろう。 強力な文化を持ち遠なす都市を築いたといくつかの暗い伝説の中で繰り返し描かれる数多くの進歩した有力な諸種族について彼らの年間が触れずに終わっていることは意味慎重だ彫刻された数多くの地図や光景が長大な地質学的年代にわたる,る世界環境の変遷を驚くほど生き生きと描いていたいくつかの事例では現行科学の書き直しが必要となるだろうし 一方では大胆不敵な推論が堂々と確認されているような事例もあった。前述の通り、テイラー、ワイゲナー、およびジョリーの仮説、すなわち南極にあった一つの原始大陸が遠心的な力によって砕け、深部にある粘性表面の上を漂い去った結果、現在の全大陸ができたのだとする説、 アフリカ大陸と南米大陸が相互的な輪郭を持っていること、及び大きな山々が鎖のようにうねりをされて持ち上げられている様子から示唆された。はこの不可解な源から随分強力な指示を得たことになる。地図が示していたのは、明らかに1億年以上前の石炭機の世界であり、地続きの領域だった欧州。ゆえに悪夢の原始伝説に言うバルーシアも、アジア、南北アメリカ、 および南極大陸からアフリカが分離する運命にある部分の裂け目や割れ目が明瞭に認められた。別の地図には、これは我々の周囲に広がるこの死んだ巨大都市の礎石が据えられた時期を5000万年前と見積もる上で最重要な地図だったが、現在の全大陸がはっきり分離した形で描かれていた。発見できた中で最新の標本は、おそらく先進性のもの、ほぼ今日の世界と同じものとなり、 ただアラスカがシベリアと、北米大陸がグリーンランドを介して欧州と、南米大陸がグラハムランドを介して南極大陸と繋がっている点が異なっていた。全玉を、海底の地形も引き裂かれた大陸も、描いた石炭機の地図には古き者どもの大石像都市の位置が記されていたが、後の地図では徐々に進んだ南極への撤退が極めて明白だった。 最後の先進性の標本では南極大陸と南米大陸先端部以外には陸上都市はなくなっており、南位50度線以北には海中都市もなかった。おそらくは戦場の幕様翼を用いて、海岸線を研究するための長距離調査飛行を一度行った他は、古き者どもの間では北方世界に関する知識も興味もほぼゼロにまで落ちてしまったのが明白だった。山脈の隆起。 遠心的な力による大陸の分裂。地震がもたらす陸地と海底の経いおよ及びその他の自然現象に伴う諸都市の破壊の記録はありふれたもので、時代が経てば経つほど、代わりに建てられる都市の数が減っていくのを見ると不思議な気持ちがした。我々を取り巻くこの広大なシセルメガロポリスは種族最後の大中心地だったらしく。全身にあたる一層広大な都市が遠からぬ地点にあったのだが、 それは大地のねじれによって跡形もなく消し去られ、後を引き継いで白亜紀前期にこの都市が建設されたのだ。この大中心地は最高の聖地だったようで、最初の古き者どもが原始の海底に鎮座したと言われている場所だった。話によるとこの新都市、その特徴の多くを彫刻から見て取れたが、 山脈に沿って我々が空から調査した範囲の両端よりそれぞれたっぷり 160km は広がっている。には、最初の海底都市の一部を構成していた聖なる石材群が保存されているという。それら石材はあたり一面を襲った長期にわたるる地層の終局の過程で隆起し白日の下にさらされたわけだ。8、当然ながら、 ダンフォースと私は格別な興味と不思議に個人的な異形の念を持って現在我々がいるこの地区を研究した。もちろん、この場所だけでもあり余るほどの膨大な題材があり。幸運なことに我々はもつれあった都市の一階部分からごく後期に属する一軒の家を見出した。金場で起きた断層のため幾分損傷していたものの、大廃棄の職人による彫刻があり。 人類以前の世界について我々が概要を別件し推測し得た最後の時代である先進性からはるかに下る時期の物語を伝えてくれた。これが我々が精査した最後の地点だった。ここで発見したあるものが、早急に調べるべき次の目的地を告げたからだ。確かに我々は地球上のあらゆる地点の中で最も異様にして奇妙かつ恐ろしい場所の一つにいた。 現存する全陸地の中で遥か最古の地がここであり、我々の中に、このおぞましい高地こそ伝説が言う悪夢の連行源に違いないという確信が育っていった。それは、ネクロノミコン、の狂える著者すら論じるのを避けた場所だ。大山地は恐ろしいほど長く連なり、ワッペル海東岸のルイトポルトランドの低い山地に始まりほぼ大陸全体を横切っていた。 真に標高の高い部分は南位82度統計60度から南位70度統計115度を結ぶ強大な弧を描いて、我々のキャンプに向かってお姿をなし、海側の終端は長大な氷に閉ざされた岸辺となって、南極圏限界線からオイルキッス及びモーソンが別件したのはその終端部のオカオカである。なおもまた、さらに途方もない自然の相関が不安なほど地下上に存在するらしかった。 私はかの山脈がヒマラヤより高いとは言ったが、問題の彫刻のせいでそれらが世界最高峰だと言えないでいるのだ。その不気味な栄誉は、彫刻のうち半分が一切触れようとせず、残り半分が明らかな反発と戦律を持って取り上げたあるものに関すべく、取っておかねばならぬのが明らかだ。それは古くからの土地の一部で、 地球が月を放り出し古き者どもが星々から染み落ちてきた後に、最初に海から顔を出した場所だ。漠然たる名城しがたい邪悪な地として生まれるに至ったのである。そこには都市が建てられていたが、彼らが到来した時には崩壊しており、その滅亡が突然だったことが判明した。その後コマンチ期に地球が最初の大規模な身もだえを起こした時、その地は激しく痙攣し、 混沌のただ中この上なくいやらしい騒音を立てて恐ろしい一連の峰ミ々ネミネが突如として喫立し、地球はその最も高く最も恐怖すべき山脈を受領したのだ。彫刻の縮尺が正確だったとすれば、この今わしのものの標高は12000メートルを優に超えていた。我々が横切ってきたショッキングな狂える山脈をはるかに超える巨大さだ。 それは南緯77度統計70度から南緯70度統計100度にわたるっているようで、この首都から 500km も離れていないため、例のぼんやりとした乳白色のもやがなければ西方遥かにうつすらとそれら恐怖の峰々が望めただろう。北端は同様に南極圏限界線にあたるクイーンメアリランドの長い海岸線からも見えるはずだ。大英機の古き者どもの中にはそれらの山脈に奇妙な祈りを捧げる者がいた。 が、それらに近づいた者も,もその彼方に何があるか推測してみようとした者も,もいなかった。それらはこれまで人類の目に触れたことはなく、私は彫刻から伝わってくる情緒を研究しながら、永久に目に触れないままでいてほしいと祈ったものだった。それらの背後には人の目を遮るオカオカと海岸、クイーンメアリランドとカイザービルヘルムランドがあり、 これらのオカオカに上陸し盗範できた人間が一人もいなかったことを私は天に感謝した。私は以前のようには古い説話や恐怖に対して懐疑的ではないし、人類以前の彫刻家たちが、不気味な尾根のそれぞれに稲妻が意味ありげに足を下ろしたり、極地の長い夜中恐ろしい広報の一つから説明のつかない光が差したりしている様子を描いても、もう笑おうとは思わない。 イニの名古と写本が囁く凍てつく荒野のカダスにも極めて現実的でゾッとするような意味があるのかもしれないのだ。だが、そこまでは名城しがたく呪われていないにせよ、手近の知性も負けず劣らず異様だった。この都市の石が築かれるとすぐに、例の山脈は主要な神殿が鎮座する地となり、グロテスクかつファンタスティックな塔の群れが空を圧する姿を多くの彫刻が描いていた。 今となってはその名残を奇妙に這い登る立方体や宝類として見ることができるのみである。字が立つにつれ洞窟が現れ、神殿の付属物として整備されていった。さらに幾時代化を経ると、石灰岩の鉱脈はすべて地下水によってくり抜かれ、山脈、麓の丘、その下の平地には洞窟と回廊がそれこそ網の目のように張り巡らされることになった。 多くの彫刻が地底深部への探査を描き出しており、地球の蝶に潜む日の差すことのない三図の皮めいた海を見つけるまでを示していた。疑いなくその漆黒の大深淵は、西方にある名もなき恐怖の山脈に源を発する大河によって侵食されたもので、この大河は元来古き者どもが住む領域の基部で向きを変え、 山脈に沿って流下しをイルキス海岸のバッドランドおよびトッテンランドの間でインド洋に注いでいた。流れが向きを変える地点において石灰岩からなる麓の基部への侵食が徐々に進み、ついに地下水が作った洞窟に到達したとうとうたる流れは共同してより内部の深淵をうがっていった。最終的に大河の水はすべて中抜けになった丘岡へと流れ込み、海に向かう古い仮床を干上がらせた。 今回我々が見出したように後からできた都市の大部分はこの歌唱だったものの上に建てられたのである。古き者どもはその間の事情を理解しており、例のごとく鋭敏な芸術的センスを発揮して、大いなる流れが永遠の暗黒へと流れ込み始めた麓の丘の突端に絢爛たる案内等を刻んだのだ。かつてただしい数の壮大な石橋が架けられていた丘は、 我々が空中からサーベイしたものはまさにその痕跡だった。彫刻に出てくる川の位置をガイドとして、都市を描いた様々な光景が、それぞれこの塔の昔に死に絶えた地の、長い歴史の中でいかなる段階に属するのかを推測することができ、そのおかげで我々は特徴ある目立った地点、広場や重要な建物等、を急いでかつ注意深くスケッチし、 調査行きを進めるための案内図を作ることができたのだ。まもなく我々はこの地が100万年ないし1000万年ないし5000万年前にどうだったか。その驚くべき全体像を無双の中で再構築できるようになった。なんとなれば、彫刻は建物や山脈や広場や郊外や地平線やつ青と茂った第三期の植生を、そのものすばりの姿で描いていたからだ。それはうっとりするような、 神父的な美しさだったに違いなく、このことを考えると、息を詰まらせるこの年の非人間的な年代、重量感、死滅感、小絶感、凍った黄昏、及びそこから生まれるじとじとした不吉な反感のことなどほとんど忘れてしまった。だが、いくつかの彫刻に従うと、この都市の住人自身が過酷な恐怖の首引きに囚われていた。 繰り返し描かれる陰惨な光景があって、そこでは古き者どもが恐れをののきながら何かから後ずさっている様子が描かれていたからだ。それが何か決して描かれることはなかったのだが、大河の中で見出されたそれは、もとは、かの恐怖の西方山脈に発し、ずるに飾られた波打つ祖鉄の森の中を流れ下ってきたことが示されていた、都市の放棄へと導いた最後の災害の予兆を見出せたのは、 末期に建てられた一軒の家に飾られていた大廃棄の彫刻の中でのみだった。鬱屈しストレスに満ちた不確かな時代の空気を割り引いて考えても、疑いなくどこか他の場所には同時代の彫刻が数多く存在したに違いないのだ。実際そのような彫刻が存在したという動かぬ証拠はすぐ後に見つかった。だが、直接触れたものはこれが最初で最後だった。 我々はこの後さらに先に進んでみようと思っていた。が、状況が急に変わったため、先に述べた通り他の目標を優先させることにしたのである。しかしながら、そこには終わりがあるはずだった。古き者どもの間でいつまでもこの地に住み続けたいという希望が滅び去った以上、彼らはある時点で壁面彫刻を完全に集結せずにはいられなかったはずだからだ。究極の打撃は、 もちろん、地球上のほとんどの地を霊属させた代表機の到来で、この奴隷状態は不になる極地においては今なお続いている。この代表機は伝説のロマールおよびハイパーボリアといった他の世界に関たる地の息の根を止めたのである。南極で寒冷化が始まったのがいつか、正確にこれこれの年からです。という答え方をするのは困難だ。今日我々は、 氷河期の始まりを今を遡る約50万年前だとしているが、極地ではこの恐怖の無知形ははるかに早期に始まったはずだ。推測を交えずに定量的な推定を行うことは不可能だが、大敗彫刻が制作されてから100万年も経っていないのではないかと思われ、また都市の放棄が完了したのは、全地球規模で見た通常の更新世の幕開け、50万年前、 おかなり遡る時期だったと思われた。大敗彫刻の中には至るところで植生が、化し、郊外生活を営む古き者どもが減少している兆候が示されていた。家の中では暖房器具が見られ、当期の旅行者は防寒服を着ているように描かれていた。ついで我々は一連の渦巻き装飾。これら末期の彫刻では、連続した帯状の配置がたびたび中絶されていた。お それにはより温暖な最寄りの避難所へと移住者が日増しに押しかけていく様子が描かれていた。遠くの海中都市へと逃れていくもの。石灰岩の洞窟の網目を通って穴だらけの丘岡へと入り込み金馬にある地下水滴るくらい深淵へと転げ落ちていく者。結局は金馬にあったこの深淵が最大の移民先になったようだった。一つにはこの地が伝統的に特別な聖地とされてきたからだというのは疑問がないが、 もっと決定的だった点は蜂の相上になった山脈の上に立つ大神殿を使い続けられることにあったのだろうし、また広大な地上都市を夏の別荘として使え、主樹の行動を介した交流基地として使えたことにあったのだろう。新丘陵居住地の連絡はいくつかの傾斜路の掘削や連絡路の改良によってより効率的になった。 その中には古いメトロポリスから暗い深淵へと直接結ぶ多数のトンネルの新設が含まれる。急降下するトンネルで、我々は作成中の案内図の上にそれらの高校を注意深くメモした。それらの位置をできるだけ慎重に推測した上で、トンネルのうち少なくとも2つは明らかに現在地から十分探索可能な距離にあった。どちらも都市の山脈側の縁にあたり、 一つは昔の川の跡に向かって400メートル弱のところ。もう一つは反対側にほぼ倍だけ離れていた。この深淵には傾斜の緩やかな乾いた岸辺がいくつかあったが、古き者どもは新都市を水中に作った。温暖な定常環境を得られる見込みがより大きかったからに違いない。隠れた海は大変深かったらしく。地球内部の熱のおかげで居住可能な環境が無期限に保証されていたのだ。 物どもは決してエラ呼吸系を萎縮させようとしなかったため、短期の水中生活に、もちろん結局は全生活を水中で送ることになったのだが、適応するにあたり何ら問題はなかったようである。彼らがいかに頻繁によそで海中生活を送っている親戚筋を尋ね、いかに習慣的に大河の深い底まで潜っていたかを多くの彫刻が描いていた。 南極の長い夜に慣れた彼らにとっては地球内部の暗さも物の,の数ではなかった。疑いなく衰退した様式ではあったが、洞窟内における新都市建設について語るとき、これら最後期の彫刻は真の女児史と呼ぶべき出来栄えを見せていた。古き者どもは科学的にこの事業を遂行した。蜂の創上になった山脈の中心部から不要性の岩石を切り出し、 最も近い海中都市から熟練工を雇い入れ、最良の手法に従って建設工事を進めたのだ。熟練工たちはこの新たな企てを成功させるために必要なすべてを携えてきた。岩石用機重機を培養する元になる諸ッスの組織や、ついで洞窟都市で二役を担う重類。そして光源として用いられる林光性有機体の原料たる畳の原形質。 ついにかの冥府の海底に壮大なメトロポリスが現れた。建築様式は地上の都市に酷似し、建設事業の一環として受け継がれてきた精密な数学的要素のおかげで他に比べて大英を免れていた。新たに培養された諸ボスは花肌巨大に育ち、独特の知性を備え、驚くべき迅速さで命令を理解し実行している様が表現されていた。 それらは古き者どもの声真似によって彼らと会話していたようで、冒険をもとに哀れなレイクが下した結論が正しいとすれば、幅広い音調にわたる一種音楽的な笛の音だ。以前とは異なり、催眠術による暗示よりもむしろ音声による命令で働いた。しかしながらそれらは賞賛に値するほど見事に制御されていた。臨校声優機体は極めて効果的な証明となり、 外世界の夜に親しんでいた極光が失われた埋め合わせとなったのは疑いない。無論それなりに衰退はしていたものの芸術と装飾が追求された。古き者どもは自身の長楽ぶりを自覚していたらしく。多くの事例でコンスタンティヌス大帝の方針に宣弁をつけていた。大帝は同じく大敗の時代にギリシャやアジアの最高の美術品を剥ぎ取り、 自らの民の力ではなしえないほど見事に東ローマ帝国の首都を飾ったのだが、古き者どもも同様に陸上都市から特に優れた古代の彫刻のある石材を選んで新都市に移植したのだ。移植された彫刻付け石材の数は膨大な、というほどでもなく、はじめのうちは陸上都市を完全に放棄するつもりではなかった事実が伺えた。この都市を完全に見捨てた時には、 間違いなく局地における更新性が深く進行する前に起きたはずなのだが、古き者どもは大敗芸術に満足するようになっていたのだろう。あるいは昔の彫刻に美点を見出そうとしなくなっていたのかもしれない。ともかく、優れた像のうち動かせるものは全て他の可動物同様に英語の静寂に佇む周囲の意向から持ち去られていたが、彫刻を丸裸にされるような浮き目には合っていなかった。 大廃棄の渦巻き装飾や帯道がごっていたのはこんな物語で、前述の通り、我々が限られた探査で見出せたのはこの時代までだった。それらの彫刻は我々に古き者どもが夏は陸上都市、冬は洞窟内の海中都市と足しげく行き来し、時折は南極の沖合にある海底都市と取引している姿を残していた。 この頃までには陸上都市を襲う最後の運命が認識されていたに違いなく、それは悪しき慣例の侵略を示す多くの兆候が彫刻に表されていることからわかる。植生は衰弱し、冬に降った恐ろしい雪が下始の頃にも溶けきらなくなった。家畜にしていたトカゲ類はほぼ死に絶え、哺乳類が過労して生き延びるありさまだった。 陸上での作業を続けるには不定型かつ奇妙な体寒性を持つある種のショゴスを地上生活に適応させねばならなくなった。以前の古き者どもなら拒んだのに、今や大河に生命なく、地上の海も海氷とクジラ以外のほとんどの居住者を失い、すべての鳥は飛び去り残るは巨大で醜いペンギンのみだった。その後何が起きたかは推測するほかない。洞窟内の海中都市はどれだけの期間生き延びたのか 石造りの死体となって今でもそこで永遠の暗黒に眠っているのだろうか地下の水脈は結局凍結したのだろうか外世界の海底都市にはどのような運命が訪れたのかハイヨル評判に追われて北に向かった古き者どもはいなかったのか現在の地質学には彼らが存在した痕跡はない。北の陸上に広がる世界では恐怖のみ。語が未だに脅威となっているのだろうか 光も即縁も届かぬ地球最用の深淵に今日まで生きながらえているものがあるとしたらそれは何かあるいはそんなものはもういないのか誰にわかるこれらの物どもはいかなる圧力にも耐えられるようだった。そして海の男たちは時折奇妙な物体を釣り上げてきた。また、ボルチグレヴィンク。 1> が一世代前に報告した南極の海氷に見られる謎の傷跡は殺しやクジラ説で本当に説明できているのか哀れなレイクが発見した標本はこの陸上都市の歴史の中で極初期に生きていた個体であることが地質学的な状況から判明しているため、以上のような憶測の中で考慮されることがなかった。掘り出された地点からして彼らは間違いなく三千万年以上前のものであり、彼らの時代には洞窟内の海中都市、 いや洞窟それ自体が存在しなかったと我々は考えていた。彼らに思い出があるとして、それはもっと古い情景。至るところに第三期の植物が繁茂し、彼らの住む年若い陸上都市一面に芸術の花が福育として咲き誇り、とうとうたる大河が大いなる山脈のふもとを北に向けて流れ遥かなる熱帯の海へと注いでいた時のものだろう。それでもなお我々はそれらの標本のことを考えざるを得なかった。 特におぞましい暴虐に見舞われたレイクのキャンプから失われた発体の完全標本のことを、あの剣全体に異常な何かがあった。誰かの狂気に押し付けてしまおうとあんなにも努力した異様な何かが、あの恐怖の墓所、亡くなった物資の量及び性質、ゲドニー、かの古代の怪物のこの世のものならぬ強人さと、今や彫刻によって示されたその種族の異常に変態的な生命力、 ダンフォースと私はこの数時間というものそういったものをたっぷり見てきたし、原始世界の秘める信じがたくもゾッとするような数多の謎を信じ、かつそれについては口を閉ざしておこうという心の準備ができていたのだ。9先にも述べたが、大廃棄の彫刻を調べた結果当面の目的を変更することになった。無論それは暗黒の内部世界へと掘り抜かれた通路に関係しており、 さっきまではその存在を知らなかったものの、今や何としても発見し通り抜けたいと絶望していた、彫刻の縮尺から見て、近くにある急なトンネルのいずれかを 1km 半を加工していけば、日の差さぬくらい崖の縁へと導かれ、その下には大いなる深淵があるはずだ。古き者どもが改良した適切な速度を取れば隠れた闇の海の岩場に出られるだろう。 この目で鹿と伝説の深淵を見ることは、存在を知ってしまった根底講できないほどの誘惑となったのである。それを目下の調査行きに含めようとするなら今すぐ出発しなければならないと分かっていたのに、今や午後8時となっており、我々は懐中電灯をいつまでも点灯させていられるだけの予備電池を持っているわけではなかった。表面以下の調査と副車にかれこれ5時間は連続点灯させてきたので、 いかに特殊な処方の乾電池とは言えせいえ性。持ってもあと4時間程度なのが明白だった。もっとも、特に興味深い場所あるいは難所以外は懐中電灯のうち1本を点灯させずに置くことでこの限界を超えて安全マージンを何とか確保できるだろう。これらのキュクロプス式納骨堂では証明なしにいられるものではないから。新年の調査のためにはこれ以降の彫刻の解読を諦めざるを得なかった。 もちろん我々はこの地を数日後及び数週間後にでも再訪するつもりであり、その際徹底的な調査と写真撮影を行おうと考えていた。とっくの昔に好奇心が恐怖に勝利していたのだ。だが今は時間がない。経路探索用の紙の残量にしても無限にはほど遠く。かといって追加用に予備のノートやスケッチ用紙を犠牲にするのは忍びなかったが、 結局、大番のノート一冊をそれに当てることにした。どうしようもなくなれば言い訳り法に訴えてもいいのだ。さらに、無論のこと、本当に迷子になってしまった場合ですらどれかの経路を上に辿っていけばよく。十分時間をかければ試行錯誤の末、いずれは日光の下に出られるだろう。ということでついに我々は最も近いトンネルがあるとされる方角へと熱心に足を進めたのである。 案内図作成の参考にした彫刻によると、我々が侵入したいと考えているトンネルの高校は現在地から400メートルちょっと離れているだけなはずだ。間にあるのは堅固そうに見える建物で、まず間違いなく今でも表面以下の通路によって通り抜けられると思われた。開校部自体は建物の基礎部分、ふもとの丘に最も近い角の箇所にあるはずで、 その建物は巨大な五芒星製構造から明らかに公共的かつ儀式的な性格を持つことがわかる。我々が空から見つけ出そうとしていたのはその種の建物だった。飛行中のことを思い出してもこんな構造物を見た覚えがなかったため、上部構造が大きく損なわれてしまったか、あるいは我々が見かけた氷の割れ目の中に完全にうずもれてしまったのだろうという結論になった。後者の場合、 おそらくトンネルに行っても氷で塞がれているだろうから、二番目に近いトンネルを試さねばならぬことになる。北に 1km 半ほどだ。さらに南側にもトンネルがあったが、いずれも川の痕跡のために近づくことができなかった。近くにある二つのトンネルが両方とも塞がっているならば、次に近いさらに北側のトンネルを渡ってみるだけの電池残量があるか疑わしかった。 第二の選択肢よりさらに2トル近く離れているからだ。地図とコンパスの助けを借りながら暗い迷宮をたぐり、崩壊から保存に至るあらゆる段階にある数多くの部屋や通路を通り抜け、橋路を上り上階と橋を通ってまた下に降り、塞がれた戸口や石屑の山に出くわしながら見事に保存され奇妙なほど汚れのない直線路を進み、袋工事に突き当たっては引き返し、 そんな場合は残してきた紙片を袋工事の入り口まで回収して戻った。時折吹き抜けになった柱の底部を通る際には漏れ込んでくる日光を浴び、壁の彫刻を目にした我々は、途上で何度もじれったい思いに苦しんだ。それらの多くは計り知れぬほど重要な歴史上の物語を伝えているに違いなく、もっぱら裁縫を着すことでかろうじてその傍らを通り過ぎることができたのである。 それでも我々は時折足を緩めて二本目の懐中電灯を灯した。もっと多くのフィルムを持参していれば暫時足を止めていくつかの朝浮き彫りを撮影しただろうが、時間のかかる手書きの副写などどう考えても問題外だった。私はまたしても春春の誘惑に駆られる地点に来た。あるいははっきり明言せずほのめかすだけに止めておきたい地点に。しかしながら、 今後の調査を諦めさせようとする論議を正当化するためには、残りの部分もすっかり暴露せねばならない。我々はトンネル高校の推定位置のすぐ旗まで這い進んでいた。2階部分の橋を渡り、明らかに尖った壁の先端とおぼしい箇所に出て、荒廃した通路を下った。ここには特に大廃機なりに手の込んだ。後期の職人による明らかに儀式的な彫刻が集められていた。 時にもう時期午後8時半という頃、まずダンフォースの若く鋭敏な鼻が何かの常ならぬ影を捉えた。犬を連れていればもっと早くに警告されていたのではないか。これまでクリスタルのように成長だった空気にどんな変調が起こったのか初めのうち正確にはわからなかったが、数秒後には痛ましいほどはっきりと記憶が活性化された。なんとかおじけに負けずそのことを話してみよう。ある匂いがあった。 その匂いは曖昧で、かすかで、しかし紛れもなく哀れなレイクが解剖した恐怖の倦体の墓を暴いた時我々にヘドを模様させたものに似通っていたのだ。無論のこと、この新事実は当時、今ここで感じるほどにはクリアアカットな意味合いを持ってはいなかった。いくつかの説明を想定することができ、我々はどっちつかずの囁きを交わしたものだった。何より重要だったのは、 さらなる探求をせずに引き返すものかという我々の思いである。こんなにも遠くまではるばるやってきたのだ。どんな災難めいたものがあろうとくじけてたまるか。とにかく、我々はあまりに口頭無形で到底信じがたいもののことを疑ってみなければならなかった。まっとうな世界には決してあり得ないものだ。我々をして一本だけつけていた海中電灯の光量を落とさせたのは、 そして通常の歩行を抜き足差し足へと変えさせ、ますます荒れ放題になった床と石くずの山を這い回るようにさせたのは、全く非理性的な本能だったのだろう。威圧的な側壁から悪意のある横目をくれる堕落した不吉な彫刻の群れにももはや誘惑されることがなかった。ダンフォースの目は鼻同様に私よりも効くことが証明された。というのも、 一回部分にる小べやや通路に通じる半ば塞がった多くの戸口を通り過ぎた後で、石屑におかしな点があることに気づいたのは彼の方が先だったからだ。荒廃した姿のまま数えきれないほどの年月を過ごしていたはずなのだが、とてもそうは見えなかったし、二本目の懐中電灯をつけて慎重に見たところ、何かが最近通ったような跡が帯状に残っていた。 床のクズが平らでなかったせいではっきりした足跡は何一つ残っていなかったのだが床面がより滑らかになっている地点にはいくつかの重量物を引きずったとおぼしき痕跡があったある場所ではソリの滑走部のような平行線らしき跡を見たような気がしたそのため我々は再び足を止めることになった前方からやってくる別の匂いを今回は二人同時に捉えたのは 立ち止まっていたこの間のことだった。逆説的にもそれはより恐ろしくなく。同時により恐ろしい匂いだった。本来的にはより恐ろしくなく。しかしこの場所この環境の下では果てしない恐怖をもたらした。もちろん、ゲドニーは別だが。というのも明らかにそれはどこにでもある普通の気発油が発するぎ慣れた匂いだったからだ。日常用いるガソリンの、 そんな後でも我々を動かしていたモチベーションというのがどんなものだったのかは心理学者に任せよう。今や我々はキャンプの恐怖がこの英語の闇に閉ざされた墓所にも身の毛のよだつような手足を這い寄らせてきたことを知った。よって我々はこれ以上否定し続けることができなかったのだ。すぐ前方に、現在もあり、あるいは少なくともついさっきまであった、名乗しがたい状況の存在を、 だが最後には我々は純然たる好奇心の、あるいは懸念の、あるいは自己催眠の、あるいはゲドニーに対する漠然たる責任感の、ないしは別の何かの、炎に身を任せたのである。ダンフォースはまたしても上の遺跡の曲がり角で見たと思い込んでいる足跡のことを囁いた。そしてまたかすかな音楽的笛音のことを、足跡を見た直後にどこか下の方から聞こえてきたような気がしたらしい。 それは強風が吹くミネミネの洞結口から響いていた音に告示していたにもかかわらず、レイクの冒険の結果に照らして考えると恐ろしいほどの重要性を持ち得るのだ。私はといえば、打ち捨てられたキャンプの状況のことを囁いていた。消失していたもの、唯一の生存者の狂気がいかに考え,えぬものを考え出し得たか、来るエル山脈を横切る無謀な旅路と知られざる原所の石像建築への加工。だが、 我々は何ら確実なものを互いに納得させることができなかったし、自分たち自身も何一つ納得することができなかった。立ち止まっている間、すべての伝統を消していたのだが、これほどの深みにまでわずかながら日の光が漏れ込むため完全な暗黒にはならないのだとなんとなく気づいた。機械的に前へと歩を進めながら、時折伝統をつけて道を確かめた。 石くずの乱れがある一つの払い落とすことのできぬ印象を我々に与え、ガソリンの匂いがどんどんきつくなってきた。目の前にはますます多くの崩壊箇所が現れ、足元にはますます多くの残骸が散らばるようになった。すると突然、これ以上前進する道がなくなりかけているのが分かった。飛行機からちらっと見えた割れ目に関する我々の悲観的な推測はあまりにも正しかったのだ。 我らがトンネル探検もこれでどん詰まり。それでいて深淵への口が開いている基礎部分にすら到達できそうになかったのである。我々が立っていた通路は行き止まりで、グロテスクな彫刻のある壁面に懐中電灯の光を走らせると、様々な程度に塞がった戸口がいくつか照らし出され、その一つからとりわけはっきりと、もう一つのかすかな匂いを圧倒して、ガソリン臭がしていた。さらに目を凝らすと、 その入り口から最近若干のクズをどかした跡が疑いなく見て取れた。潜み済むのがいかなる恐怖であろうと。今この道を直行すれば間違いなくそれに至ることになると我々は信じた。次の行動を起こすまでいささか時間を要したとしても不思議ではないだろう。それなのに。その黒いアーチをくぐって中に入った時の第一印象は肩すかしとしか言いようがなかった。 だだっ広く散らかったその大部屋は彫刻された地下室。一辺約6メートルの完全な立方体。で、パッと目につくような大型の新しい物体は残っていなかった。そのため我々は本能的に反対側の戸口がないか目を走らせたのだが、見つけられなかった。しかしながら次の瞬間、ダンフォースの鋭い四角が床のクズの乱れた箇所を捉えたのだ。 そして我々は両方の懐中電灯を目一杯明るくつけた。その光の中で見えたのは実に単純で些細なものだったにもかかわらず。それがほのめかすもののせいで私の口はどうしても重くなってしまう。岩くずをざっと水平に並べてあり、その上にいくつかの小物体が存在にまき散らされていて、その一隅にかなりの量のガソリンがばらまかれており、 それはこの長平原の極めて高い標高にあってすらなおも強い周期が残っているくらい最近のことだった。還元すれば、これは一種のキャンプにたならなかった。このキャンプを設営したのは深淵を目指していた探訪者たちで、我々同様、予期せぬ道の閉塞にあって引き返したのだ。簡潔に言おう、散らかされた物体は、それらの素材に関する限り、全てがレイクのキャンプからのものだった。 三撃の地で見たのに似た奇妙な開け方をした缶詰。使い終わった多数のマッチ。大なり小なり奇妙な汚れのついた三冊の図版入り図書。空になったインク壺及び使用法の説明が描かれた絵付けの箱。壊れた万年筆。おかしな切れ目を入れられた毛皮とテント布。取り扱い説明表付けの使用済み電池。テント用暖房器に添付されていたフォルダ。くしゃくしゃになった紙の山。 これらだけでも十分悪かったのだが、我々がそれらの紙のシワを伸ばし、その上に書いてあったものを見たとき、最悪の事態に至った感じがした。キャンプですでにその種の紙を見ていたからには心の準備ができていたはずなのだが、このような悪夢の年の人類以前の墓穴蔵の中で不可解にもインクで汚された紙を見下ろすのは忍耐の限界を遥かに超えていた。 気の触れたゲドニーが緑っぽい石鹸石の上に見つかった点のグループを真似したのかもしれないし、基地外地味た五ぼ星型の図下の上の点も同様に付けられたのかもしれない。また彼が隣接する都市部のラフスケッチを、詳細にせよ雑にせよ、取り急ぎ用意したというのもあり得ることだし、我々がこれまで辿ってきた経路の外側にある円環状に表された地点、我々はその地点を、 彫刻の中では円筒状の、として描かれ、空中からの観察では大きな円形の穴として別件されたものと同定した。から、そのスケッチに従って現在我々が立っている五ぼう型の建造物及びその内部にあるトンネル高校までやってきたというのもまたあり得ることだ。繰り返すが、彼がかようなスケッチを用意したのかもしれないのだ。というのも我々の目の前にあるものは、 ちょうど我々自身が言ったのと同様に、氷の迷宮のどこかにある後期の彫刻を元にしていたことが明白だったのだから、最も,も我々が見て作図に利用した彫刻とは異なっていたのだが、しかしこれらのスケッチは絵心のない不器用な人物には描けるようなものではなく、大急ぎでざっと仕上げられて吐いたものの、その異様で堅実な技法は元になっている衰退期の彫刻のすべてを凌駕していたはずだ。 シセル都市の映画の時代に古き者ども自身が古っていた技法と特徴が曲がう方なく現れていたのだ。そんなことがあっても命からがら逃げ出さなかったダンフォースと私のことを気違いそのものとおっしゃる方々がおられるだろう。なぜなら我々の結論は今や、その報尚さにもかかわらず、私の声明をここまで読んでこられた方には説明するまでもない性格のものへと完全に収束していたからである。多分我々は狂っていたのだ。 だって私はあの背筋の凍るようなミネ,ミネを狂気の山脈と呼んだではないかだが同様な精神の現れが、ここまで極端な形ではなくとも、写真撮影や生態研究のためにアフリカのジャングルで猛獣に忍び寄っていくような人々の中にも見出し得ると私は思う。恐怖に半ば麻痺したようになりながらも、我々の中では巻き上げる風がいふと好奇心の炎を、かせ、これが最終的な勝利を収めたのである。 無論、そのもの、ないし者ども、と顔を合わせたかったわけではない。我々は彼らがそこにいたことを知っていたが、すでに行ってしまったはずだと考えていた。その時点までに深淵に至る別の入り口を近くで見つけ、そこに入り、究極の深淵で彼らを待つ漆黒の過去の断片を何かしら手にしただろうから、彼らが見たことのない究極の深淵で、 あるいはその入り口もまた通行不能だったとすれば、彼らは別の入り口を探して北に向かったはずだ。彼らがある程度光に依存しないことを我々は覚えていた。その瞬間のことを振り返ってみても、自分らの情動が一体どんな新たな形を取ったのか正確に思い起こすことができない。一体どんな当座の目的の変更が我々の期待感を鮮明化させたのかもまた、 確かに我々は自分たちが恐れていた党の相手に直面したいと思ったわけではない。が、私は否定しようとも思わないのだ。どこか安全な隠れ所からある種の物事をこっそり見たいという無意識の願望が自らの利面に潜み住んでいたのかもしれないと。多分我々は深淵自体をこの目で別件したいという熱情を諦めてしまったわけではなかったのだが、そこに新たなゴールが、 我々が発見したくしゃくしゃのスケッチに描かれていた大型の円形地帯という形で割り込んできたわけだ。一目でそれがごくごく初期の彫刻に現れていた途方もなく大きい円筒状の塔のことだと分かったが、上空からは桁外れな円形の開口部にしか見えなかったものだ。即席の略図にすら描写の中に印象的なものがあり。 そのため我々はその地の表面以下の層には格別に重要な目玉が未だに残っているに違いないと考えた。おそらくそれはまだ出会ったことのない脅威の建築様式を体現しているのであろう。それを描いた彫刻によると、信じられないほど古く、確かにこの都市の中で最初に建築された部分なのだ。残存しているとすれば、その彫刻は疑いもなく重要極まりないものである。その上、 彼らはそこから降りてきたのだから、差し当たりここから地上に出るための良い経路となるかもしれない。我々がこれほど注意深く目印を残しながら辿ってきた道筋より短い経路に、いずれにせよ、我々は恐怖のスケッチ。我々自身が作った案内図と完全に一致していた。お司祭いに検討し、取って返すとエンタマキ構造への道順として示された経路を進んだのだ。 名もなき先駆者たちが先んじて二度に渡るり通過したに違いない経路。その先には深淵へのもう一つのほど近い門が開いていることだろう。我々の旅について語る必要はない。相変わらずうさぎ狩りごっこの紙を倹約しながら置いていった。例の袋工事に至った旅と全く同じ種類のものだったから。ただし、今回はさらに地面のレベルに接近していき。 ついには基礎部分の通路にまで降下した。足元の石くずないし塵の上に等圧するような足跡を追うことができ。ガソリン臭が漂う範囲を超えると、またしてもさらにおぞましくさらにしつこい悪臭がかすかに、断続的に、漂っているのに気づいた。分岐点で以前の道筋からはぐれた後、一本だけつけた懐中電灯の光をこそこそと壁に向けてみた。するとほとんどの場合、 点在する彫刻が目に入った。本当にこの彫刻というのは古き者どもの美学の結集となっているようだ。午後9時半ごろ、急流のかかった長い通路を通過している間に明るい日の光が見え始め、懐中電灯を消しても大丈夫になった。この通路は地表より幾分低いところにあり、進むにつれ床面の氷が次第に厚みを増す一方天井は低くなってきていた。 我々は巨大な円形空間に着いたらしく、もう少し進めば建物の上に出られそうだった。アーチ型をした通路の出口は巨大遺跡にしては驚くほど背が低かったが、実際に侵入する前からそれ越しに多くのものを見ることができた。その先には途方もない大きさの円形空間が広がり、たっぷり直径60メートルはあった。そこはクズだらけで、 我々が通り抜けようとしているのに類似した数多くの共同が氷で塞がれていた。壁には、描くだけの空間があれば、誇張を交えた骨太の筆致で螺旋状の彫刻の帯が飾られており、この地点が青天井になっているため激しい風化を受けていたにもかかわらず、これまで出会ったいかなるものをもはるかに凌駕する芸術的脅威を厳然していたのだ。塵が散らかった床には厚く氷が張り、 真の底部は相当過方なのだろうと思われた。だが、この場所にある顕著なものは何と言っても螺旋状に上に伸びる巨大な石の柱だった。共同の部分では開けた床側に急に折れて戸口を避けながら、それは驚くべき円筒状の壁面を登っていった。かつて古代バビロンの機械な島内市ジップラトの外側を登っていた通路を塔の内側に持ってきたようなものだ。単に飛行速度が速かったため、 また遠近法的にこの加工炉と塔の内壁との見分けがつきづらかったため、我々は空からの観察でこの特徴に気づくことができず、他の通路を探して表面以下の層を探し回ることになったのである。B ボディならそれを現在の場所に固定するためにいかなる種類の工学的技法が用いられているかを語れようが、ダンフォースと私はただただたたえさんと脅威の念に打たれるのみだった。 巨大な石のコーベルと柱がそこここに見えたが、それらが果たしている機能にはそぐわないように思えた。ハスロは現時点での塔の頂部まで素晴らしい状態に保存されており、露天にさらされていたことを考えると極めて注目に値する。これが大いに遮蔽物となって回帰かつ当惑するほどに宇宙的な壁面彫刻を保護してきたのだ。維持すべき白明の中、 この途方もない円筒の底に足を踏み出したとき、五千万年前のもので、疑いなく我々の目に触れた最古の原子構造物だ。ハスロが走っている側面が18メートル以上の高さまで立ち上がっているのが見えた。空からの調査結果を思い起こせば、これは外側の氷の厚さが12メートル程度だということを意味した。というのも、気上から観察した際、 この穴らは崩壊した石像建築からなる約6メートルほどの昇級の頂上にぽっかり戸口を開けているようで、円周の4分の3ほどはより背の高い廃墟にあるどっしりした彫刻付けの壁によって幾分保護されているように見えたからだ。彫刻に従うと、塔は本来広大な円形広場の中央に立ち、高さは150から180メートル、頂上付近に何層もの水平な円盤を備え、 上端の縁には針のような戦闘たちが列をなしていた。明らかにほとんどの石組みは内側にではなく外側に崩れ落ちた。これは幸運な出来事で。そうでなければハスロはめちゃくちゃになり。内部はすべて塞がってしまったであろう。とはいえハスロはひどく傷んでいた。ところが閉塞部分について言うと、最近底部の全共同からそれらを取り除けた形跡があったのだ。 またたくまに我々はこれこそ例の者どもが降りていった経路であると結論し、また我々はこれまでひたすら別の経路に紙幣の跡を残してはきたが、上りにおいても論理的な経路はこれであろうと考えた。この塔の開口部からふもとの丘及び我々を待つ飛行機までの距離は、我々が侵入したテラスのある大型建築物からそれらへの距離に比べて遠いわけではなく、 これ以後の表面下における調査はこの付近で行うことにしようと、妙な話だが、我々はなおもさらなる調査などというものがあると思っていた。あんなものを見、あんなことを推測した後でさえ、そこで我々は広い床に散らばる石屑の上を注意深く進んでいった。その時、ある光景に出くわし、しばらくの間他のもの全てが頭からすっぽり抜けてしまった。 それは三台のソリを手際よく並べた列で、ハスロが下外側に折れる角の奥にあたり、これまで我々の視界から隠れていたところにあった。それら三台のソリは、レイクのキャンプからなくなっていたものだ。手荒な扱いによってグラグラになっていた、雪のない石組みやクズの上を延々と強引に引きずったり、通れない箇所を手で抱えて越えたりしたのだ。 それらは慎重かつ知的に荷造りされまたロープがかけられ、印象的なほど見慣れたものを乗せていた。ガソリンコンロ、燃料缶、道具箱、食料の缶詰、明らかに書籍で膨れた防水シート、他にはそれほどよくわからないもので膨れたのもあった。すべてがレイクの装備品だったものだ。例の部屋で発見したものからして、我々はある程度までこの出会いを予想していた。 真に大きな衝撃は、一つの何やら心乱す外形をした防水シートの上に鏡、それを解いた時に訪れた、どうやらレイクと同じく他の者どもも典型的な標本を集めることに興味を持っていたらしい。その種のものが二つここにあったから、両者ともカチカチに冷凍され、完璧に保存され、警部周囲にできたいくつかの傷跡を粘着テープで補修され、 それ以上の損傷を受けないよう厳重に放送されていた。失踪したゲドニー青年と犬の死体だった。10。この暗淡た,たる発見の後、早々と北側のトンネルや深淵について考えたということで、多くの人々が我々のことを狂っているばかりか冷酷な奴らだと判断するのだろうが、ある特殊な状況が我々の上に出来し、 そこから新たな推測の連鎖が繰り出されることになったのであり。さもなくばそんな思考が即座に蘇ることはなかっただろうとは言っておきたい。我々は哀れなゲドニーの上に防水シートをかけ直し、混乱し目前としていた。その時、ついにある音が意識に昇ってきた。この世ならぬ高みから吹き下ろす山々の風がかすかに響く外界を離れてこう。初めて耳にした音だった。 それらはよく知られたありきたりな音だったのだが、この隔絶された死の世界にあっては、おそらくいかなるグロテクスなあるいは法外な音にも増して思いがけなく、また神経に触った、宇宙の調和という概念全体をいきなり転覆させるような音だったのだ。もしそれがレイクの冒険報告から他の者どもの声として予想されるような広範囲な調子にわたる音楽的な笛音の、キャンプの恐怖を目にして以来、 張り詰めた想像力のせいで風のうなり声一つにも聞き取ってしまうようになった音の、気配をとどめていたなら、我々を取り巻く英語の使徒との間にある種地獄めいた調和をもたらしたであろう。時代を隔てた声は時代を隔てた墓所にこそふさわしい。ところが、実際にはその騒音のせいで我々の中で大いに進んできたこの地への適応が粉々になってしまった。 我々は暗黙のうちに南極の内容は前期荒野であり、無菌の月面並みに通常の生物の痕跡すらない失われた地だと思い込んでいたのだ。その者どもの超自然的な強靭さに助けられ、育成層を照らすことがなかった極地の陽光が、古き地球の埋蔵物におぞましい反応を弱気したのだが、聞こえてきたのはそんな冒涜者の伝説的な音調ではなかった。そうではなく、 アザケルガごく正常であり、ビクトリアランド沖の航海やマクマード湾での宿営の日々にあまりにも慣れ親しんでいたため、それのことを考えると帰って背筋が凍った。ここはそんなものがいてはならない場所ではないか。一言で言えば、単に一羽のペンギンがギャーギャーと耳障りな声を上げていただけなのだが、押し殺した音の元は表面下の奥深くで、我々がやってきた通路とはほぼ正反対の位置にあった。 明らかに巨大な深淵への別のトンネルがある方角だ。そっちに生きた水鳥がいる。そこから地表に出れば行く時代を経たどこまでも命なき世界だ。ということから導かれる結論はたった一つ。ゆえに我々がまず考えたのは問題の音が客観的な現実か確認しようということだった。間違いなくそれは繰り返され、時折複数の喉から発されていた。 我々は音源を探してある共同に入ったが、そこにはかなりの石くずが取り除かれた跡があった。再びうさぎ狩りごっこの紙片を置き、ソリの上の防水シートに包まれていた予備の紙束を使った際、何とも言えぬ嫌な気持ちになった。我々は日の差す世界を後にしたのだ。氷の張った床には岩くずが散らかっており、何かを引きずった奇妙な痕跡を容易に見つけることができた。 一度ダンフォースが一つの明瞭な足跡を発見したが、それが誰のものかは言わずもがなであろう。ペンギンの名声が差し示す方角は我々の案内図とコンパスがさらに北寄りのトンネル高校としている地点と正確に一致しており、橋ではなく一回と地界を通る経路が開いているのを見つけたときは嬉しかった。図面によるとトンネルは大型の四角水上建築物の地界から始まっているはずであり、 この建物は、空中から観察した際に保存状態の良さに目が留まったものだとぼんやり思い出した。懐中電灯を一本だけ点灯しての道すがら、例のごとく山ほどの彫刻が見えたが、立ち止まってそれらを調べるようなことは一切しなかった。突然一つのデブデブとした白い姿が前方に浮かび上がり、我々は二頭目の電灯をつけた。新たなる探求のせいで、 旗をうろついているかもしれぬものに対しこれまで抱いていた恐怖がすっかり頭から飛んでしまったのは奇妙なことである。大型円形建築物に物資を置いているからには、それら他の者どもは深淵へないしは深淵内部へ向かう偵察行きの後戻ってくる予定であるはずなのに、今や我々は彼らに対する警戒を完全に解いてしまっていた。あたかも彼らが存在したことがなかったかのように、 よちよち歩く白いものの身長は1.8メートルほどもあったが、我々は立ちどころにそれが例の他の者どもの一人ではないと見抜いたようだった。彼らはもっと大柄で色が黒く、備えているのが陸では不利な海産の触手であるにもかかわらず、彫刻に従えば地上での移動は素早く確実だった。だが、我々がこの白い姿にさほど驚かされなかったと言っても無駄だろう。 我々は確かに一時ある本能的な恐れには静かみにされた。それは例の者どもへの筋の通った恐怖の中で最悪なものにも負けないほどだった。アンチクライマックスの光が散然と輝いたのはその白い姿が左側肩の共同の一つに。リススミ。同種の他の二体と合流した時だった。例の白い姿はその二体がギャーギャーなく声に呼び寄せられたわけだ。表紙抜けというのは、 それが単にペンギンに過ぎなかったからだ。ただし未知の巨大種で、基地の王様ペンギンのうちで最も大きいものよりも大柄であり、白子章と事実上眼球を喪失しているテントが相まっておぞましかった。それを追って我々は共同をくぐり、両方の懐中電灯をしれっと無関心なままの三羽組に向け、いずれも未知の巨大種に属する盲目のアルビノであることを見た。 それらの大きさは古き者どもが彫刻の中に描いたいくつかの古代ペンギンを思い出させ、我々は字を置かずそれらが同一の種族の子孫であると結論した。疑いなくより温暖な内部に退避したため生き延び、一方そこの永遠の闇のせいで皮膚の色素沈着が失われ、また眼球が萎縮したんなる無用の隙間に過ぎなくなったのである。それらが現在住んでいるのは我々が探している広大な深淵であることを、 我々は一瞬たりと疑わなかった。またこの証拠から深淵は今なお温暖で居住可能であることが分かり。我々は最も奇妙でそれとなく遠惑するような想像をたくましくしたのだ。我々はまた何者がこれら三羽の鳥を普段の住みかから追い立てたのだろうかと思った。大いなる徒の状態と静寂ぶりから。そこが季節的な繁殖地であった試しはないことが明らかだったが。 我々が旗を通り過ぎても三和組がさっぱり関心を示さなかった点からすると、これらが驚いたのは他の者どもの一行が通過したからだというのはどうもおかしな話に聞こえる。あの者どもが何か攻撃的な態度に出たり、食肉の備蓄を増やそうとしたりしたなどということがあり得るのだろうか犬が嫌った刺激臭であるが、これらのペンギンに同様の忌避行動を取らせたかというと疑問だった。 これらの先祖は明らかに古き者どもと極めて長期にわたるって強制していたからだ。古き者どもが残っている間中下方の深淵の中では友好的な関係が保たれていたに違いない。これらの奇形動物を撮影できないことに。古き純粋科学の精神を燃え立たせながら、我々はみをし、だが時を置かずそれらをガーガーなくに任せ、 今や存在が確実となった深淵の開口部へと突き進んだ。その方角は時折残るペンギンの足跡から正確に割り出せた。ほどなく我々は急な下り勾配の長い通路に入った。天井が低くドアを持たず彫刻を書くことが特徴で、いよいよ高校が近づいたと思わせた。さらに庭のペンギンの脇を通り過ぎ、すぐ前に他のペンギンの鳴き声を聞いた。 やがて通路を抜け広大な開けた空間に出た我々は思わず息を呑んだ。裏返しになった完璧な半球が間違いなく地下深くにあったのだ。直径30メートル。高さ15メートルに及び。全州にわたるって背の低い郷土が口を開け、丸天井の対称性を損ねる形で唯一郷土を描く部分には高さ4メートル近いアーチが凍結のように黒々と口を開いていた。 これこそ大いなる深淵への入り口だったのである。内側から見ると、この大いなる半球の急流には大廃様式ながら印象的な彫刻があり原始時代の天球図のようだった。内部にはよちよち歩くアルビノペンギンが数羽織り、よそ者の割には無関心であたりを見ようともしなかった。急な下り坂の先には果てしなく続く暗いトンネルが口を開け、その開口部は機械な彫刻のある脇柱によって飾られていた。 その秘密の高校からわずかに暖かみを帯びた空気が流れてくる気がし、蒸気すら上がってくるような感じさえして、足元の底知れぬ縁と蜂の相状にどこまでも続く巨大山地内部の穴の中にペンギン以外のどんな生物が隠徳されているのだろうかと思ったのだ。我々はまた思った。哀れなレイクが最初に感づいた山頂のかすかな煙や、 また我々自身が放類をいただくいただき付近で見かけた奇妙なもやも同様に、地球の中核を成す計り知れぬ深みから幼鳥の道筋を経て上がってきたそのような蒸気なのではなかったかと、トンネルに入ったところで外観すると、少なくとも最初の部分は、幅も高さも5メートル弱だった。両側の壁、床、アーチ状の天井は通常の巨大石組みでできていた。 側壁には伝統的な渦巻き装飾が後期の大廃様式でまばらに彫られ、石組みと彫刻は驚くほど良好に保存されていた。床面は極めて綺麗で、ただ外に出ていったペンギンが残した若干の汚れと、内側に向かう例の他の者どもの足跡だけが残っていた。前進するほどに暖かさが増し。我々は時期に重い街灯のボタンを外していった。 下の方には溶岩やマグマが実際に存在し、日の刺さぬ海の水は熱いのだろうか。少し進んだところでトンネルは石組みから元掘りになったが、断面の火は変わらず、規則的な彫刻面も不変だった。勾配は変動しながら時折大変に急になり、そんなところでは床に滑り止めの溝が掘られていた。横に伸びる小さな水平行動の高校に何度か気づき、 これらは我々の図には記録されていなかったが、祈祷にあたって問題になるようなものではなく、むしろ我々はこれらを歓迎した。歓迎すべからざる存在が深淵から戻ってくるところに出くわした場合の対比号として使えそうだったからだ。その者どもが残した名城しがたい匂いは極めて明瞭だった。こんな状況下にトンネルの中へとあえて踏み込むというのはどう考えても愚かな自殺行為だったが、 ある種の人々にとって、計り知れぬ者のへの誘惑というのはほとんどの人には思いもよらぬほど強いのだ。そう、我々をしてこの世のものとは思われない高涼たる局地へと一歩を踏み出させたのは、まず第一にこの種の誘惑だった。足を進めながら何話かのペンギンの脇を通り過ぎ、これから踏破すべき距離を推測した。彫刻によると急坂を 1.6km ほど下れば深淵に到達するようだが、 これまでの方向の結果から、縮尺を完全に鵜呑みにするわけにはいかないことがわかっていた。400メートルほど進んだところでかの名城しがたい周期が急激に強まり、我々は両脇の様々な開口部を通り過ぎるたびにそれらを注意深く確認し続けた。ここでは高校のような目に見える蒸気はなかったが、疑いなくそれは対照的な冷気がないからだった。気温は急速に上昇しつつあり、 立然とするほど見慣れた物資が存在に積み上げられた山に出くわしても我々は驚かなかった。そこにはレイクのキャンプから持ち去られた毛皮やテント布があり。我々は奇妙な姿にズタズタにされたそれらを立ち止まって改めようとはしなかった。その地点から若干進むと、水平行動の大きさと数が目に見えてますのに気づき、 今や高いふもとの丘の地下に広がる中密な蜂の巣構造部分に到達したのだと結論した。ここで名乗しがたい周期は不思議にももう一つの負けず劣らずいやらしい匂いと混ざっていた。どんな性質のものか推測することはできなかったが、腐敗しつつある有機体やおそらく未知の地底の菌糸が頭に浮かんだ。ついでトンネルが驚くほど広がって自然な洞窟めいた空間になり、 これは彫刻の中で予告されていなかった。床は水平なまま幅と高さが楕円状に広がり、奥行き23メートル幅15メートルほどで、数限りない速道が謎めいた暗黒へと伸びていた。この洞窟は自然な外観をしていたが、両方の懐中電灯をつけて調べると、隣接する蜂の巣構造の間の隔壁をいくつか人工的に破壊してできたものだということが示唆された。 壁は荒く高い丸天井からは数多くの鍾乳石が下がっていたが、硬い岩からなる床は滑らかで、岩屑は愚かちり一つ残さず不自然なまでに拭い去られていた。我々が通過してきた道を除いて、この洞窟から外に出る大きな水平行動すべての床もまた同様であり、あまりに得意な状況なので我々は遠惑するだけだった。 新たに名状しがたい匂いに加わって現れた霊の花が曲がるような奇妙な悪臭が、ここではとてつもなく刺激的で、他の者どもの匂い跡は完全に消し去られてしまった。この場所全体にまつわる何かが、ほとんど輝くばかりに磨き上げられた床と相まって、これまで開口してきたいかなるおぞましい事物よりも一層、ぼんやりとした尊悪と恐怖をもたらしたのだ。 同程度に大きな高校が帯だしく開いて吐いたものの、すぐ先の通路は規則的であり、落ちているペンギンの排泄物の多さからも経路は間違いようがなかった。にもかかわらず、我々はこれ以上少しでも道筋が複雑になった場合再び後に紙片を残していこうと決めた。埃りの上に足跡が残ることはもはや期待できなかったからだ。全身を再開するにあたり、 懐中電灯の光をトンネルの壁に向けてみた。そして通路のこの部分に至って起きた彫刻の上における何とも根本的な変化に行転してしばらく足を止めたのだ。無論我々はトンネルを掘削していた頃の古き者どもの彫刻が大変大敗的だったことを知っており。実際これまで辿ってきた壁面を飾る唐草模様が技巧的に劣っていることにも気づいていたが、しかしこのより深い。 大洞窟炎の区画まで来ると、突如として何とも説明できないような変化が現れたのだ。単なる品質の違いだけではなく本質の変化。これまでの観察では予測できないほど急激で破壊的な技巧の対価が、この新しく退化した作品は粗雑かつ肉太で、細部にわたるデリカシーの類を完全に描いていた。それは以前の区画にあったまばらな渦巻き装飾と同じ線に沿って、 壁面を皿型に削った中に浮き彫りの形で造形されていたのだが、浮き彫り部分は周囲の面と同一の高さにまで達していなかった。ダンフォースの意見では、これらは彫り直されたものだ。パリンプセストのように、これまであった彫刻を削り落として新たに彫ったのだ。それらは装飾的かつ月並みな性格で、雑な螺旋や角度からなり、 大まかに言って五分を基調にした古き者どもの数学的伝統によってくるものだったが、伝統の継承というよりはパロディに見えた。我々はこんな思いを禁じ得なかったのだ。技術の裏打ちとなる美学的感覚に何か恐ろしく異質な要素が付け加わっている。これはダンフォースが推測したのだが、その異質な要素の一つのために手間暇をかけてこんな痴漢作業を行ったのだ。 それは我々が古き者どもの芸術として認識するようになったものに似ており、しかしながら不穏なほど似ていなかった。そしてどうしても私にはローマ様式の真似をしたパルミラ帝国の無様な混成芸術のことが脳裏に浮かんでならなかった。最も特徴的な装飾の前の床に懐中電灯の使用済み電池が落ちているところから見て、例の他の者どもも最近この彫刻の帯に注目したのだろう。 調査に回せる時間はもうなかったので、ざっと見るだけで再出発した。それでも、装飾にこれ以上の変化が起きていないか確認するため、伝統の光を壁に向けはした。その種の変化はもう感じなかったが、滑らかな床を持つ王行トンネルが数多く高校を開けていたため、ここでは彫刻自体がむしろまばらだったのだ。ペンギンの姿や物音は減っていったものの、なんとなく、 遥か遠くの地中深くからそれらが合唱する声が聞こえてくる気がした。新しい方の説明不能な周期が不愉快な程度にまで高まり、もう一つの名状し難い匂いの方はさっぱりわからなくなってしまった。前方では蒸気が吹き出す様が目に見え、高温と低温との差がより一層はっきりしてきたことを示しており、日の刺さぬ海の崖にかなり近づいたことがわかった。その時、 全く思いがけなく、前方の磨かれた床の上に障害物があるのを見た。ペンギンとは似ても似つかぬ障害物だ。それらの物体が完全に動きを止めているのを確認した上で、第二の伝統をつけた。11、またもや筆を進めるのが極めて困難な地点にたどり着いた。ここに至って私はもはや動じなくなっているべきなのだが、 いくつかの経験とほのめかしによって言えることのないほど深い傷を負っているのであり。入りもしない感受性を植え付けられたせいで全ての恐怖が当時同様にフラッシュバックしてくるのだ。先に述べたように。我々は前方のピカピカの床の上に障害物があるのを見た。そしてこう付け加えても良いのだ。あたりに立ち込め奇妙にも急激に強まっていく異様な悪臭が我々二人の鼻をほぼ同時に襲い。 今やそれは先に行ってしまった他の者どもの名状しがたい周期と実に明瞭に混ざり合っていたと。その障害物が何かは二本目の伝統の光によって疑いの余地なく判明し。我々は思い切ってそれらに接近してみた。遠目にもそれらが我々を傷つけるような状態から遥かに隔たっていることが見て取れたからだ。ちょうど哀れなレイクのキャンプでおぞましい星型の図下から掘り起こされた陸体の標本と同様に。 我々が掘り起こした者どもの多くと同じく、彼らは完全性を欠いていた。だが、彼らの周囲に深々と溜まりつつある暗緑色のプールから見て、彼らが不完全な状態になったのはごくごく最近だということがますますはっきりした。レイクの速報によると、我々の前を行った集団は8体以上の者どもから構成されていたと思われるのに、そこにいたのは彼らのうちの4体のみに見えた。 彼らをこんな状態で発見するとは全く思いもよらなかったことで、我々はこの漆黒の地の底でいかなる種類のおぞましい苦闘があったのだろうかと思った。ペンギンたちは死体の一つをくちばしでつつき回し、今では我々の耳にもずっと先の方に巣があることがはっきりしていた。これら他の者どもはそういった巣の一つを荒らしてしまった結果ペンギンどもに死ぬまで追い回されたのだろうか これらの障害物はそれを示唆していなかった。というのも近づくにつれこの者どもがどれほど恐ろしい損傷を受けたかが分かってきたのだが、ペンギンがいかにくちばしでつつこうとも、レイクの冒険によりその強靭性が判明している組織にここまでのダメージを与えられるとは到底考えられなかったからだ。おまけに、この盲目の巨鳥たちはとてもおとなしそうに見えた。では彼らの間に内輪もめがあり、 ここにいない四体が犯人だということなのだろうかだとしたら彼らはどこにすぐ旗にいて我々にとって即脅威となるのだろうか率直に言って気が進まなかったものの我々は足を運び続け、ゆっくりと接近していったが、その最中にも滑らかな床を持つ側道が気になり、ちらちらと目を向けてしまった。構想がどんなものであったにせよ。 それがペンギンを不慣れな放浪に出るほどに驚かせたのは明白なのだ。となれば、それは計り知れぬ深淵の向こうでかすかな物音を立てている巣のそばで起きたに違いない。というのも鳥たちが普段ここに住んでいる様子はなかったからだ。我々は考えた。多分恐ろしい戦闘が繰り返されたのだろう。そして旗色の悪い側が資材を置いたソリのところに逃げ帰ろうとしたところで追跡側にやられてしまった。人は、 暗黒の深淵の中で名乗しがたいほどにおぞましい存在の間に発生した口論が沸騰した結果、そこから逆上してギャーギャー叫びちょこちょこ走り回るペンギンたちの大群を追い出した光景を想像できよう、だらしなく横たわった不完全体の障害物に向かって、我々はゆっくり、いやいやながら接近していった、というわけだ。天よ。我々があんな者どもに近寄らず、 かのヌメヌメとした滑らかな床と人を小馬鹿にするような大英的猿マネで痴漢された壁面彫刻を持つ冒涜的なトンネルを全速力で走り抜けてさえいたら我々が見てしまったあるものを目にする前にそのもののため我々の精神が焼け落ちてしまう前に駆け戻ってさえいたらそのもののせいで我々は金臨際安息を得ることができないのだ日本の懐中電灯の光が倒れた物体に注がれると 我々はすぐさまそれらの不完全性における主要な点を理解した。それらは撃たれ、潰され、ねじられ、裂かれていたものの、共通の主たる障害は頭部の完全な欠損だった。それらからは触手のある人手上頭部が取り除かれており、近づいてみたところ、除去の方法は通常の切断というよりも地獄めいた引ききないし吸引のように見えた。嫌ったらしいン緑色の体液が大きな溜まりを作り、 さらに広がっていった。だがその周期はより新しくより異様な悪臭によって半ば書き消されていた。その新たな悪臭はこれまで我々が辿ってきた経路のどこと比較しても一層鼻をつくひどさだった。倒れた障害物のすぐそばまで近づいて初めて、説明不能な第二の悪臭の直接の原因が何か思いを読んだ。そしてその瞬間、ダンフォースは二条機。 すなわち一億五千万年前における古き者どもの歴史を活写したある彫刻を思い出し叫び声をぶちまけたのだ。この神経をズタズタにされたような叫びはヒステリックな小玉を返しつつ、邪悪な上書き彫刻のある太古のアーチ状通路を通り抜けていった。私の声も済んでのことでその小玉に加わりそうだった。私もまたそれらの現初の彫刻を見ており。 不完全な身体になって倒れ伏す古き者どもの上に広がるおぞましい粘液上の存在を暗示する名もなき芸術家の手際を、立然としつつも称賛していたからだ。その姿はショボスを再度成伐するための大戦争の際に、恐るべきショボスによって殺害されたぞっとするような首なし死体に典型的なものだった。遥か昔の、失われた者どもを描いていてさえ、 それらは忌まわしく悪夢のような彫刻だった。ショゴススとその行情はいかなる人類の目にも触れるべきではなく、いかなる存在の筆によっても描かれるべきではないからだ。ネクロノミコンの狂った著者は、それはこの惑星上では未だかつて飼育されたことがないと、神経質に断言しようとしており、そんなものを想像してきたのは薬中の夢見人ばかりだとしていた。 不定型の原型質はいかなる形態も臓器も代謝過程も模倣し再現することができた。泡立つ細胞の粘性を持つ凝集体。無限に仮想的かつ書き換え的な直径5メートル弱のゴム状回転楕円体。暗示による奴隷にして都市の建設者。日増しに機嫌を損ね、日増しに知恵をつけ、日増しに水陸両生となり、日増しに模倣を進め、大いなる神様。 冒涜的な古き者どもとはいえ、いかなる狂気が彼らをして書くのごと寄生物を利用し彫刻しようと考えさせたのでしょうかそして今、それらの首なし死体の上に生々しく虹色の光を映す黒い粘液が厚ぼったく這い上がるように、病的な幻想のみがその原因を思い描けるような得体の知れない悪臭を嗅いだとき、それが死体の上ばかりではなく、 量は少ないものの彫刻が拭い去られた呪わしい壁面の上に一連の天の集合となってばらまかれているのを見たとき、ダンフォースと私は宇宙的恐怖というものをそのどん底まで味わったのだ。いなくなってしまった残りの四体への恐怖ではなかった。それらはもう何者をも傷つけることができないだろうから、アーチクシ結局、彼らは彼らなりに邪悪な存在ではなかった。 異なる時代異なる理法に生きる人間だったのだ。自然は彼らを地獄のようにからかった。また将来人類の狂気が、冷淡さが、あるいは残酷さが、死にたい眠ったままの恐れるべき極地の荒野から掘り起こすかもしれないものの上にも同じことが起こるのだろう。かくして彼らの悲劇的な気境となったのだから、彼らは野蛮ですらなかった。彼らが実際何をした 見知らぬ時代の凍てつく大気の中での恐怖の覚醒、おそらくは煙くじゃらな。狂ったように吠え立てる四測中に攻撃され、朦朧としつつも、それらや同様に逆上し奇妙な被覆と装備を持った白い類人猿から身を守り、哀れなレイク、哀れなゲドニー、そして、哀れな古き者どもよ。最後まで科学者だった彼ら、同じ立場だったら、 彼らがしたことで我々がしなかったことが一つでもあろうか神よ、何たる知性、何たる忍耐力、だろう、何という信じがたいものに彼らは直面したのだろうか洞窟内の同族や祖先が直面したのにも負けず劣らず信じがたいものに、放射創傷動物、植物、怪物、星の落とし子、何と予防が、 彼らは人間だったのだ。彼らは氷の峰々を渡りかつて崇拝していた神殿のある斜面を抜け犠牲師だの茂みをさまよった。自分たちの都市が死滅し眼下に横たわる姿を目にし、我々同様に洞窟で後日の出来事を読み取り、生きた仲間たちを求めてまだ見ぬ暗黒の深淵へとたどり着こうとし、そこで彼らは何を見つけたのだろうかこれらの粘液に覆われた頭のない姿から、 いやらしくも上書きされた彫刻とその脇にある悪まめいた生々しい粘液の反転の集合へと目を移した刹那。ダンフォースと私の脳裏に同時にひらめいたのはこんな考えだった。我々はそれらを目にし、かのペンギンがうろつく闇の深淵に鎮座するキュクロプス式都市の中で勝利し生き延びた者が何かを理解したのだ。今もまたそこから邪悪な霧が渦巻き青白い息をつき始めた。 あたかもダンフォースのヒステリックな叫びに呼応するかのように、おぞましいスライムと頭部喪失を認めたショックで我々は言葉を失い石像のように立ち尽くしてしまった。二人がその瞬間全く同じ考えを宿していたことが初めて判明したのは、後になって話し合った時のことである。立ち止まっていたのは英語の時間のことのように感じたが、実際には10秒か15秒もなかったはずだ。 憎むべき青白い霧が何か遠くから迫ってくる巨体に追われるかのように湧き上がり、そこに最善の判断をほとんどひっくり返すことになるある音が聞こえ、呪文が解けた我々はギャーギャー泣きわめく混乱したペンギンたちよりも一層基地がいじみたありさまで都市へと引き返した。氷に沈んだ巨石通路を狂った機械人形のように駆け抜けた、大いなる開けた円形建築へと、その古代の螺旋波スロへと、 健全な外気と陽光を求めて、先にほのめかしたように、この新しい音のため我々は決定事項をほぼ放棄することになった。哀れな霊クの冒険によって得られた知見から、その音は我々がすでに死んだと判断していた者どもの属性だと考えられたからだ。後になってダンフォースは、それはまさに霊の表情の工事の核で遥かにくぐもった形で耳にした物音そっくりで、 我々が二人して第三脈の洞窟の周りで聞いた風の笛音との間にショッキングなほどの類似性があったと語った。子供扱いされる危険を承知の上で私も加えることにしよう。ダンフォースの印象が私に共鳴を起こさせただけかもしれないが、無論のこと読書傾向が共通していたせいで二人ともこんな解釈に至ったのだ。これまでにもダンフォースは、妨害一世紀前に、アーサー、ゴードン、リム、 を執筆した際に、存在すら知られていない禁断の情報源に接触したかもしれないという奇妙な説をほのめかして吐いた。ご存知の通り、この北端には南極との関連において恐ろしくも大いなる重要性を持つ一つの未知の言葉が現れ、かの邪悪な領域の中心で幽霊のように白い、たちがその叫びをいつまでも繰り返すのだ。テケリリ、テケリリ、打ち明けよう。 これこそ我々が聞いたと思ったものであり。それは迫りくる白霧の背後から突然鳴り出した音が伝えてきたもの。広い音調にわたるる潜伏性の音楽的な笛音だ。最初の三音とないし三音説が聞こえた時には我々は一目散に逃げ出していたが、古き者どもの瞬足ぶりからして、殺害を免れた者なら誰でもその気になれば追跡者となり、 叫びを上げつつ我々を捉えるのも時間の問題だと分かっていた。それでもこのような種族ならば、純粋に科学的な好奇心から我々を捕獲したとして、こちらが喧嘩越しにならず類似の理性を見せれば命を助けてくれるのではないかという儚い望みを持っていたのだ。結局のところ、自分自身が何も恐れる必要がないほどの強者なら我々を傷つける動機がないはずではないか。 この木に及んでは隠蔽など無駄なあがきなので、走りながら懐中電灯を向けて背後を伺い、もやが薄れていくのを見て取った。ついに我々は例の他の者どもの生きた完全標本と見えることになるのだろうかまたもひそやかで音楽的な笛音が聞こえてきた。てけりり、てけりり、その時、実際に追跡者を引き離しているのに気づいた我々は、相手は負傷しているのかもしれないと思いついた。けれども、 そいつが他の存在から逃げていたのではなく、ダンフォースの叫びに応えて近づいてきたのは明白だったので、そんな甘い考えに運を任すことはできなかった。疑うにはあまりに両者のタイミングが合いすぎていた。一層信じがたく名乗しがたい悪夢。粘液にまみれ悪臭ふん,ふんふんたる。一目たりと見ることのできない原型質の山であり。 その種族は深淵を征服し地上へと先遣隊を送り出し彫刻を上書きしお荷重を穴だらけにしてのたくりまくっているのだ。居書については推測さえできなかった。またこの悪夢のせいで、おそらくは手負いとなった古き者どもの一体、多分唯一の生存者、を追っての前に置き去りにし、名乗すべからざる運命に任せることについて何とも胸が痛んだ。ありがたいことに、 我々は足を緩めなかった。巻き上げるもやは再び濃さを加え、なおも勢いを増して向かってくるようになった。一方、迷い出たペンギンたちは我々の背後でギャーギャーキーキー叫びパニックの様相を示しており、先ほど通り過ぎた時には大して混乱していなかったことからすると実に驚きだった。またしてもあの邪悪な、幅広い音調にわたるる水鳴が聞こえた。テケリリ、テケリリ、 我々は謝っていた。そいつは怪我なんかしておらず、倒れた同族の遺体とそれらの上に散る身の毛のよだつスライムに出会って立ち止まったに過ぎなかったのだ。その悪魔の紋章がどんな意味かは理解の羅違いだったが、レイクのキャンプの墳墓は、その者どもが同族の死者をいかに重んじていたかを物語っていた。後先考えず懐中電灯をつけっぱなしにしたので、 先の方に様々な経路が修練する大洞窟が見えてきた。我々には嬉しかった。病的な上書き彫刻を、ほとんど見えなくても存在が感じられるのだ。後にしていくことが、その大洞窟に到達した時、追跡者が数多くの側道に惑わされて我々を見失う可能性があるのではないかとひらめいた。この開けた空間には盲目のアルビノペンギンが何話かおり、 迫り来る存在のことを不思議なほどひどく恐れていることが明らかだった。ここで闘争に必要な最低限度の明るさにまで懐中電灯を暗くし、きっちり足元だけを照らすようにすれば、もやの中で巨大な鳥が怖がってガーガーなく動きが我々の足音を消し、本当の進路を隠し、追跡者を誤った方向へと誘導し得るかもしれない。辺りには螺旋を描いて霧が渦巻き、 いかに古き者どもが特殊な感覚を持ち、いざとなれば不完全ながらも部分的には光を必要としないと推測されるとはいえ、ここまでの病的に磨かれた穴と違って、ここより先のトンネル支部における乱雑で光を反射しない床面の下では、明確な形態を見分けることが極めて難しいはずだ。実際には、焦って道に迷うことがないように我々はそれなりに気を使っていた。 というのも我々は、無論のこと、都を目指して一直線に進むつもりだったからだ。未知なる蜂の創上のふもとの丘で迷ったらその結果は到底受け入れ難いものになる。我々が生きたまま脱出できたという事実が、例のものが誤った側道に入り込み、一方我々が運よく正しい道を選んだことを十分に証明している。我々を救ったのはペンギンだけではなく、 もやと相まってのことであったと思われる。ここぞという瞬間に濃密な蒸気が湧き上がり続けたのは、運命の女神の恩寵でしかあり得ない。というのも、それらは常に移動しぎえかけていたからだ。そう。それらは我々が彫刻しがえされた吐き気を催すようなトンネルから洞窟へと飛び出すその刹那。一瞬腫れ上がった。それで、 海中電灯を暗くしペンギンの中に紛れ込んで追跡者を巻こうとした直前、襲い来る存在の方を恐る恐るちらっと振り返った我々は、最初にして最後の一別を得てしまったのだ。我々を覆い隠してくれたのが運命の恩寵なら、あんなものを別件させたのは運命の限りない悪意だった。次来我々に取り憑いている恐怖のたっぷり半分は、半ば幻覚のようなその一瞬の結果だからだ。 その時振り向いた正確な動機が一体何だったかというと、おそらく追われるものの本能、追跡者の性質と進路等を図りたいという有志以前から続く本能以上のものではなかったのだろう。あるいは我々の感覚の一つが無意識のうちに弱気したある疑問の答えを知ろうとする自動的な試みだったのかもしれない。逃走している最中は、我々の全能力はいかにして脱出するかという点に集中しており、 細部を観察したり解析したりする状況にはなかった。だがそうであってさえ、我々のもの言わぬ脳細胞は微光から伝えられるメッセージに悩まされていたに違いない。それが何か分かったのは後になってからだった。かの首なし障害物の上で悪臭を放っていたスライムからの離脱、および同時に発生した追跡者の接近、論理に従えばその際起こるはずの周期の交代が見られなかったのだ。 倒れた者の,の近くでは未だに説明のつかない新たな悪臭が圧倒していた。だが、この時点では大部分が例の他の者どもに属する名城しがたい匂いに置き換わっていなければならなかった。そうはなっていなかった。その代わり、今やより新しく、より耐えがたい方の悪臭がほとんど希釈されないまま漂い、毒々しさが一秒ごとに高まってきたのである。それで我々はちらっと振り返った。 二人同時だったようだ。まあ、一人の動作が発端となってもう一人が真似したに違いない。そうしながら我々は一瞬薄れたもやに向けて日本の懐中電灯を目いっぱい焚いた。すべてを見ておかなければという純然たる原始的な焦燥感か。あるいはそこまで原始的ではないにせよ同じくらい意識化の努力だったのかもしれない。 伝統を原稿し前方の迷宮の中央部にいるペンギンをかわしていく前に目くらましをくれてやれ。というわけだ。不幸な行為だった。オルフェウスその人も、あるいはロトの妻も振り返る動作にこれほどの犠牲を払いはしなかった。再びショッキングな広い音調にわたるる水明が聞こえた。テケリリ、テケリリ、我々が見たものを弁明するにあたって、ズバリと記述することには耐えられないのだが、 私は同様に率直であってもいいのかもしれない。もっとも当時は二人とも、相手にすら打ち明けるべきではないと感じていたのだ。その光景自体の恐怖を読者に伝えうる言葉はない。我々の意識は完全に足え状態で、計画通り伝統を原稿し、人への正しいトンネルを選ぶだけの分別が残っていたのかもわからない始末だ。そこを通り抜けられたのは、 もっぱら本能の働きによる、理性に頼るよりましだっただろう。もっともそのおかげで救われたにせよ、随分高価なものについた。まともな理性などもうほとんど残っていなかった。ダンフォースはすっかり取り乱してしまい、調査校の残りのことで私が真っ先に思い出すのは、彼がふらふらしながら一つのヒステリックな呪文を唱える声である。 人類の中で私だけがそれをまとはずれだとも地がいじみているとも思わないのだ。その呪文はファルセットとなり、ペンギンのギャーギャー声とない混ぜになって小玉を返した。前方の急流に響き渡り、そして、ありがたいことに、今や追う者の,のいない背後の急流になり響いた。彼はその場でいきなり呪文を唱え始めたのではないはずだ。 そうでなければ我々が生きたままめくらめっぽう突進することはできなかっただろうから。彼の神経応答がどんな影を背負ってしまったのか。考えるだに身震いする。サウス、ステーション、アンダー、ワシントン、アンダー、パーク、ストリート、アンダー、ケンドール、セントラル、ハーバード、哀れな男が唱えているのは、 何千キロメートルものカナタにある我らが平和な生まれ故郷、ニューイングランドを貫いているボストン。ケンブリッジ地下鉄のお馴染みの駅名だったが、私にとってこの儀式は無意味なものでもお気楽なものでもなかった。それは恐怖でしかなかった。なぜかというと、それこそまさに例のものに対する周回かつ言語を絶するアナロジーだとわかっていたからだ。振り返った時、もやが十分薄まれば、 ある途方もない恐怖の存在が動く姿を目撃することになるのだろうと予想していた。だがそれがいかなる存在かについては明確な考えがあった。我々が実際に見てしまったもの、もやが本当に悪意を感じるまで薄れたからだが、は完全に異なるあるもので、はかり知れぬほどはるかにおぞましく、いとわしかった。それは幻想小説家が言う、ありえべからざるもの、 の具体的かつ完全な体現であって、最も類似したわかりやすいアナロジーというのが爆心しくる巨大な地下鉄車両を駅のプラットフォームから見た光景なのだ。地下の無限に遠い距離から迫る巨大で真っ黒な全面に異様な色等が星座をなし、ピストンがシリンダーを充填するように広大な穴いっぱいに広がって、だが我々がいるのは駅のプラットフォームではなかった。我々がいるのは線路の上で、 その前方には悪夢めいた暗い虹色の過疎的な円柱が不臭を撒き散らしつつ直径5メートルの海。一杯にじくじくと広がり不条なる速度を加え、進路上には再びつのり行く青白い深淵の蒸気が螺旋を巻いていたのだ。いかなる地下鉄車両よりも大型な、名状しがたい恐怖のもの。泡立つ原型室の形なき体積。かすかな自己発行を停止。 トンネルを埋め尽くす全面全体にあまたの一時的な眼球が緑光を放つ農法のごとくかつ消えかつ結び。反狂乱のペンギンたちを押しつぶしながら、そいつないしそいつの同類が邪悪なまでにくずひとつなく拭い払った滑らかに光る床の上をずるずると我々を追い詰めていた。またしても不気味なあざけりの叫びが聞こえた。てけりり、てけりり。そして我々はようやく思い出したのだ。残忍なるショボスは、 生命を、思考を、過疎的な臓器のパターンをもっぱら古き者どもから与えられ、天の集合として表現される言語以外に言語を持たず、同様に過去の主人を模倣した方言以外に声というものを持っていなかったことを。12、ダンフォースと私には彫刻のある大きな半球に飛び込み、糸をたどり戻しながら徒のキュクロプス式の部屋や通路を抜けた覚えがある。 だがそれは師が働いた記憶も身体活動もなく細部も伴わぬ純粋な夢の断片に過ぎない。まるで星雲会か時間も因果率も方角もない次元を漂っていたかのような。広大な円形空間に刺す灰色の薄火のおかげで我々は幾分冷静になった。が、ソリの置き場に近寄ることも哀れなゲドニーと犬をもう一度見ることもしなかった。彼らには異国の巨大な霊病があるのであり。 私はこの惑星が終わる日まで彼らが安らかに眠り続けることを願っている。雄大な螺旋状のハスロを苦労しながら登っていくとき、高地の薄い空気の下を駆け抜けてきた我々は初めてひどい疲労感と息苦しさを覚えた。しかし、肺が巨奪する恐怖すら太陽と空の下の正常な外世界に至るまでは我々の足を押しとどめなかった。渦もれた時代から立ち去るにあたって、 ここにはなんとなくふさわしいものがあった。ぐるぐると回りながら18メートルの古代の石像円筒をあえぎあえぎ登る間。我々は脇の方に英雄的な彫刻の行列が絶え間なく続くのを別見していたからだ。それらは死滅した種族初期の堕落を知らない技量で掘られていた。五千万年前に描かれた古き者どもからの別れの挨拶。ついに超丈夫に這い上がった我々は石材がうず高く積み上がった小山の上にいた。 西には一層高い石組みが湾曲した壁をなし、東に向かってはたたなずく大山脈の峰々が一層ががたる山陽を広げていた。南の地平線低く真夜中の南極の太陽が巨市状に崩れた廃墟の割れ目を通して赤い光を覗かせて、極地の風景として比較的よく知られまた見慣れた特徴に対しコントラストをなし、死滅した都市が越した恐怖の都市付きをより高涼として見せた。 頭上の空には薄い表無が乳白色に攪拌され、寒気が我々を体の芯まで引っ込んだ。死に物狂いの闘争の中でも本能的に手放さなかった装備袋をよろよろと下して熱い防寒着のボタンを再びかけると、ふらふらと小山を下り永劫の時代を秘めた石の迷宮を通り抜けて麓の丘に向かった。そこには飛行機が待っている。自分らを暗い地中の神父とイニシエの深淵から追い立てたものが何だったか。 我々は一言も話さなかった。15分もかからずに、麓の丘へ降りる急勾配を見つけ出した、太古のテラスだろう。そこを下ると、前方の上り坂の中央にまばらな遺跡に囲まれて我々の大型機が巨大な木陰を黒々と落としていた。ゴールに向けて丘を登る途中でひとしきり息をつき、振り返って眼下に幻想的に広がる信じがたい石の姿の群れをまた見下ろした。 再び未知なる正方を愛計した神父的なアウトラインを、そうしている間に、彼方の空から朝霞が薄れていき、せわしなく動くフォムが天頂へと移動していった。そこではそれらのあざけるような輪郭が、これまでの羽ばかりを振り捨てて、明白な、決定的な姿を結びつつあった。今、機械な都市の先にある究極の白い地平線に、 暗く繊細な紫の線が小銭闘の群れのように立つのが見え、差し招くバラ色の西空を背景にして針状の後方が夢のように貯立していた。かすかに揺らめくこの縁に向かって古代の大地が迫り上がり、かつて川だったものの凹んだ影が不規則なリボンのようにその大地を横切っていた。瞬間、我々はこの世ならぬ宇宙的美景にすっかり心奪われてしまったが、 やがて胸中に漠然たる恐怖が這い寄ってきた。この彼方の紫の線こそ禁断の地の恐怖の山脈に他ならないからだ。この地球の最高峰にして邪悪の核。名乗しがたい恐怖とし盛大の謎がもやうち。意味また崇拝した者どもすらその意味を描くのを恐れたち。地上の生き物にとっては未踏であり不吉な稲妻の実が訪れ極地の夜を切り裂く開口を平原へと送るち。 原初の伝説がいやいやほのめかすところのいとうべき連の彼方にある恐怖の地。コーレル・アラノ・カダッスの知られざる元型であることは疑いを入れない。我々はそれを目にした最初の人類であり、神よ、我々をして最後のものとなしたまえ、かの人類以前の都市にあった彫刻の地図と絵画が正確なところを伝えているならば、これらの謎めいた紫の山脈との距離は 500km をさほど下らないはずなのだ。 それでもなお、その暗く繊細な実在は遥かな雪の地平線の上に鋭く立ち上がっていた。おぞましいどこかよその惑星の巨石状の変円が見知らぬ天空へと喫立線としているかのように。となると、それらの標高は比類のないほど恐れるべきもののはずだ。その高みたるや、あまりに希薄な大気の層のため生息し得るものといえばガス状の亡霊のみ。 勇猛果敢な飛行家たちが説明不能な墜落の後で惜しくも生き残ることがあれば囁いてきた種のもののみである。揺らめく高みを見やりながら、私は、かつてそこに至る呪われた斜面からその神の大河によって洗い落とされ都市へと運ばれたあるものについて、いくつかの彫刻がほのめかしていたことをピリピリしながら考えていた。また、 それらについて核も遠慮がちに掘った古き者どもの心底に流れていた恐れがどれほど道理にかない。どれほど無意味だったのかと。私はかの山脈の北端がいかにクイーンメアリランドの海岸付近まで迫っているはずかを思い起こした。まさに今、ダグラス。モーソン教の調査隊が活動している地点からわずかに千6 0 0キロメートルと離れていない。邪悪な運命がダグラス教と彼の隊員に降りかかり。 伊達となってくれている沿岸産地のその向こうにそびえるものを好きにしてしまうようなことがなければよいのだが、こんな考えを抱いたことからその時私がどれくらい疲れ切っていたかお分かりいただけるだろう。そしてダンフォースの状態は輪をかけて悪そうだった。だが、さほど時を移さず我々は広大な五ぼ星型の遺跡を通り抜け飛行機にたどり着き、恐怖の対象はより小さいもののそれでもなお十分に大きなものに移った。 我々の前に立ち塞がる大三地の横断飛行である。この丘の東側には遺跡に覆われた漆黒の斜面がおぞましくも九瞬に立ち上がり、またしてもニコライレーリッキー描く異様なアジアの絵画を思わせた。その内部の忌まわしい蜂の巣構造と、もぞもぞと悪臭を振りまきながら穴だらけの最高峰までも這いのぼっているかもしれない無形の恐怖の存在のことを考えると、 空に向かって思わせぶりに開いた洞窟港やそこを吹く風が起こす幅広4丁にわたるる邪悪なる音楽的笛音の脇を再び飛行せねばならぬというだけでパニックに陥るところだった。なお悪いことに。我々はもやがいくつかの峰をめぐっているのをはっきり見ていた。哀れなレイクがはじめこれを噴煙だと見誤った際も同じだったに違いない。 そして我々がたった今逃れてきた場所にあった類縁のもやのことを身震いしながら考えた。またそれらのもやの大元である冒頭的な恐怖が救う深縁のことを、機体の状態は上々で、我々はかじかんだ手で分厚い飛行服を羽織った。ダンフォースが支障なく発動機を始動木は極めて滑らかに離陸して悪夢の都市を後にした。眼下には原所のキュクロプス式石像建築が広がり、 それは我々が初めて見た時と同じだった。ほんのさっきだが、同時に限りなく昔に思える。そして上昇を開始し、旋回しながら風向きの良い高度を捉えてアイロを通過しようとした。高高度での飛行は困難そうだった。アイスダストからなる雲が天頂部であらゆる種類の幻想的な行為をなしているからだ。だが横断に必要な高度7200メートルではうまく進路を維持できることが分かった。 ギザギザした峰ミネ,ミネに接近するにつれ笛を思わせる奇妙な風音がはっきり再現し、私は操縦を握るダンフォースの両手が震えているのを見た。私は全くの素人ながら、今この瞬間においてはダンフォースより自分の方がまだ峰と峰との間を縫う危険な飛行に向いていると考えた。身振りで席を交換して操縦を渡すよう促しても、彼は逆らわなかった。 私は自らの技術と国旗心のすべてを保ち続けようと試み、アイロナス壁の間に切り取られた赤い空を睨んだ。山頂から吹き出す蒸気には決死的を取られまいと固く心に近い。セイレーンの岸辺を離れようとするオデュプセウスの船員のような耳栓が欲しい。そうすれば笛のような風音に意識をそらされることがなくて済んだのにと思った。 だが操縦から解放されたダンフォースは危険なまでに神経を痛め、静かにしていられなくなった。彼がキョロキョロ振り向いて身もだえするのが感じ取れた。振り返っては遠ざかっていく恐怖の都市を見。向き直っては立方体がしがみつく洞窟だらけの峰々を見。横を向いては放塁が撒き散らされた木の目いるような雪の丘を見。振り仰いでは機械にざわめく曇り空を見ていた。 なんとか狭間を切り抜けようと懸命に操縦。おにぎりしめていたその時だ。彼の狂気の叫び声によって自制心が滅び。どうしようもなくぎこちない操作をしてしまい破滅の瀬戸際に追い込まれたのは、次の瞬間。私の決意が勝利を収め飛行機は安全にアイロを抜け出した。けれどもダンフォースは二度と元に戻れないのではないか。前述の通り。 あれほど地がいじみた叫びをあげたのはどんな最後の恐怖のせいなのか。ダンフォースは話してくれない。その恐怖が彼が現在罹患しているノイローゼの原因になっているのは悲しいかな間違いないと思うのだが、3階の安全側に到達しキャンプへのなる効果に移った時、フキスサブかザオトと発動機の轟音の中で我々は怒鳴り合って何とか会話を交わしたが、その内容はというと、 かの悪夢の都市を立ち去るにあたって二人で決めた秘密原子の約束を再確認することにほぼ終始した。いくつかの事項は公衆に知らせるべきでも軽々に議論すべきでもないという点で我々は一致しており。スタークウェザー、ムーア調査隊その他の計画を何としてでも撤回させなければならないという事情がなければ、ここでそれらを語ることはなかっただろう。人類の平和と安寧のためには、 地球の暗く死滅した片隅と底知れぬ深淵の一部をそっとしておかねばならぬ。眠りについている怪物どもを再び生へと目覚めさせたくないのであれば。また、冒頭的な悪夢の生存者を暗黒のねぐらからのたくり出させ、新たに一層広範囲な占領地を与えたくないのであれば。これまでにダンフォースが漏らしてきたのは、その最後の恐怖は一つの新奇能なのだということだけだった。彼が断言するには、 それは我々が横断してきた蜂の壮上の虫食いだらけの狂える山脈にあった立方体にも、蒸気を吹き上げ小玉を返す凍結にも関係がなく、泡立つ天頂の雲の中にちらりと見えた一つの幻想的で悪魔的な姿。それは古き者どもが意味をれたかの西方の紫の山脈の背後に横たわるものの姿だった。我々がくぐり抜けてきた緊張のせいで生まれた純然たる幻覚だったというのが関の山であろうし、 あるいは先日レイクのキャンプ付近で経験したような山向こうの人の、現実的なしかしそれとわからぬ新気楼だったのかもしれない。だが、それはダンフォースにとってはあまりにリアルだったのであり。今もなお彼を悩ましているのだ。稀ではあるが彼はこんな尻滅裂かついい加減なことを口走ってきた。いわく、黒い穴蔵洞窟の変炎、原初ごっす、窓のない五次元立方体、 無名の円筒、イニシエのファロス灯台、呼ぶ、外方と、現初の白いゼリー、空間からの色、翼、闇の中の目、月の貝、原型たる、永遠なる、不死の、といった機械な観念だ。だが、彼が完全に我に帰っている時はこういった囁きを全て否認し、何年も前に読んだ奇抜でマカブラな書物の影響だとしている。 確かにダンフォースは大学図書館に世錠の上保管されている虫食いだらけの、ネクロノミコン、をあえて全編読破したわずかな人物の一人として知られている。山脈を横断する際、航空は十分心乱す蒸気に満ちていた。私自身は店長を見上げなかったものの、渦巻くアイスダストが異様な形態を示したとしても不思議ではないと思っている。 ように上乱する雲の層が遠くの風景を時としていかに鮮やかに反射し、屈折し、拡大するかを知っていれば、残りはそう増力が補完してくれるだろう。そして、無論、ダンフォースがこれらの特定の恐怖についてほのめかし始めたのは彼が昔の読書経験に思い至った後のことである。ほんの一瞬でそんなに多くを見て取れたはずがないのだ。その時彼が叫んだ言葉は、 あまりに明白な源から発した。単純かつ基地がいじみた単語の繰り返しに終始していた。テケリリ、テケリリ。かん。